はい、こんにちは。矢島の論文完成講座の憲法の第1回目の講義になります。どうぞよろしくお願いします。テキストですね、全部で補強問題集っていうものと、あとメイン問題集っていうものがありまして、で通学クラスの方はね、ちょっとこうバラバラで今原稿でお配りしてますんでね。で先に補強問題集っていうふうにちょっとタイトル書いてある方をね、ちょっと見ていただきたいんですけれども、で今日は憲法1回目、全科目で憲法最初なんで、ちょっとこの講座がどんなものなのかっていうのを簡単にお話をしておきますね。で1ページの最初のところですね、補強問題集の、ね、1ページの、ところなんですけど、でこの講座の受講の仕方っていうところなんですが、こちらね、予習というより復習中心でしっかりやってほしいということですね。この、ね、2行目のところなんですけど、1行目の、ね、この講座の受講の仕方では2行目のところなんですけど、時間に余裕がある受講生はメイン問題集で取り扱う問題、まあ、パンフレットに乗っかってるんですけど、というか、まあ、簡単に言うと司法試験の過去問を、ね、順番にやるだけなんですけど、メイン問題集の方はね、まあ、メイン問題集で取り扱う問題に関しては、まあ、事前に問題文読んでね、で答案構成して、で、まあ、時間が本当にあればでいいんだけど、答案作ってね、で授業に臨んで、で、まあ、なんか私が言ってることとこう何が違うのかってところをこう確認しながらこう受けられるとね、相当吸収はいいんですよね。まあ、そこまでやってこう合格できなかった人は、まあ、ほとんどいないぐらいな感じなんだと思うんだけど、ただ結構それ実際やるの難しいと思うので、まあ、時間がない方はね、まあ、復習中心でいいと思います。授業中にね、その各科目 の、 その法的な思考能力をこう磨くのに必要な結構深い話をすることになるんですけど、でそれをちょっとこうね、踏まえたこう思考をね、復習の時にこうやってもらえればいいのかなというふうに思ってますね。というわけで、まあ、基本的には復習中心で、余裕がある人は、まあ、ちょっとね、答案構成したりで、まあ、答案書くの難しいかもしれないけど、まあ、そこまでできる人は、ね、やってもらえればと思いますね。そして補強問題集に関しては、結構その当日に問題が決まることもありえなくはないんですね。まあ、今回憲法はちょっと事前に決めたんですけどね。まあ、そういうことで、こちら復習中心で特にやってほしいということでね。で予習しないでも問題文急に変えちゃったとか、そういう時は予習しないでもちゃんと話聞けるようにお話ししますので、まあ、そこは心配しないでください。というわけで、まあ、基本的には復習中心ということですね。で、この2個目のブロックのところなんですけど、この講座を活用した論文対策ってことでね。でこの点に関してはね、とにかくね、3行目のちょっと太字のところなんだけどね、法的思考能力を磨くって話なんですよ。よくこう予備校のこう論文の回答例にこう線引いてね、でこれ一生懸命覚える人いるんだけど、まあ、結局理屈を理解してないと初めて見る問題で答案書けないんですよね。結局なんでそう書いたのかっていうところがまあ大事なんで、なのでその法的思考能力をまあ磨くのがこの講座の目的になってます。まあ、そういうことで、この太字のところね、3行目のところです。でそういう意味でね、その講座講義のその復習っていうのがすごく大事で、でこれまた同じく太字のところなんですけど、その過去問、まあ、この授業で扱う過去問につきましてはね、復習の際に、まあ、出題の人が採点実感を読んでね、で、まあ、自分でもちろん答案構成したり答案、まあ、作成した上でね、趣旨とか実感読んでもらいたいんだけど、でその時にね、なんか自分が足らないことが結構書かれてるはずなんですよね。そんな完璧に最初からできる人が、まあ、ここにいるわけや、この私の講座聞いてるわけがないから、だから、まあ、そういう点で自分で、まあ、答案書いた後に趣旨とか実感とかと比べるとね、まあ、いろいろ足らないところが、まあ、あると思うので、そこを克服するっていうことをね、試験の日まで続けていってほしいんですよね。試験対策って結局自分の弱点の発見と、そこをね、弱点克服するっていうところだと思うんですよね。でその弱点っていうのは、まあ、何が基準で決まるのかっていうと、やっぱその自分が受ける試験なんだと思うんですよ。まあ、例えば私は自分が大学生の時は、まあ、公務員の試験をね、まあ、自分自身一回公務員になってるんで公務員の試験やってましたけど、やっぱその公務員のその試験と予備試験や司法試験とはやっぱり違うのでね。で司法試験と予備試験は同じレベルだと思っていてください。試験構成員が同じような同じような人でね、で同じようなその深い思考を求めるような問題を作ってくるのでね、だからそういう点で基準はやっぱその予備試験とかその司法試験なんですよね。でそこでその自分が書いた答案と出題の質とか採点時間とこう比べた時に多分足らないことが多いと思うので、そこをまあ埋めるっていうことをね、していってほしいわけなんですよね。というわけで、ここのところね、まあ、とにかく復習がすごい大事だということです。で3つ目のブロックのところですが、受講生への、ね、連絡事項というタイトルのところなんですけれども、こちら の補強問題集の、ね、2ページ冒頭2ページ以下に、ね、講義進行メモというのが ありましてね。でそこに毎回どの問題を、ね、扱ったのかというのは授業が終わった後に付記してきます。書き込んできます。ちなみに一応のものは、ね、今通学クラスの方のちょっと便宜上、ね、一応書いてるんですけど、これがもうちょっと丁寧になったり、あと場合によっては、ね、ちょっと問題急に変えたりとかする可能性はあるんですよね。やっぱりこの問題やった方がいいかなとか、あと問題増やしちゃったりね、結構昨年だいぶ問題増やしちゃった感じがするんですけど、まあ、で問題増やせばじゃあいいってもんでもないからね、ちょっとこう何をどうするかっていうのはね、常に考え続けてるんですけどね。まあ、とにかくそんな感じで最終的に、まあ、こちらのところのね、2ページ以下のところに講義進行メモっていうのがありますが、まあ、そちらの方に書き込んでいくことにしますね。で2ページのね、
ところなんですけれども、2ページの講義進行メモの1個目のブロックのところなんですが、ここ要は何が書いてあるかっていうと、あの通学クラスの方はとりあえずあのこう原稿っていう形でちょっとこうお配りしてます。でそれを授業中に結構私が喋ったことを踏まえてね、あこういうのを書いていた方がいいかなとかって結構授業終わってからですね、まあある時があります。でそれを最終的にきちんと書き込んで、まあ綺麗にあのしたものをね製本して通学クラスの方にもあの送りますので、あのパンフレットにあの教材発送日あの書いてあります。あの通信クラスの方と同じあの日になりますけどね。でそちらの方であの送りますので、まあそこの予告になりますね。で特に補強問題集は授業が終わった段階であの目次をつけておきますの で目次見てもらえると、まあ何ページにどの問題があるのかっていうのはあの分かりますので、復習の時にそれを役に立ててもらえればというふうに思いますね。今ねまだページが確定しないんですよね、まあ、どんどんページが増えたり減ったりとか、まあ、しますのでね、今の段階でちょっと目次というのがあの作れない状況です。であと2個目のブロックのところなんですが、これはあの通学クラスの、ね、受講生さんのトイレ休憩等のためにですね、まあ、授業4時間なんですけど、もうこれ切りが悪かろうがなんだろうが、もうとにかく2時間ぐらいのところで大体切ります。あの1回授業切りますの で通信クラスの方はあの、まあ、その問題単位で、まあ、うまく主張していただければと思います。通学クラスの方はある意味強制ですよね。もうあのここに出てきたらとにかく3問ないし4問もう強制的にね、もうあのやっていかなければいけないって感じなんだけど、まあ、通信クラスの方は自分の都合に合わせてやっててください。ただ通信クラスでねあんまりこう油断してるとね刺激がないものですから、ついついこうあの勉強後回しに、まあ、なりがちなんですけど、あのそういうふうにはならないようにね、もう合格するっていう気も強い気持ちをあの持ってね、あの計画立ててねあのやってほしいと思うんですよね。通学クラスの方は基本的にこう出てくればもう強制的にあの進んできますから、だから、まあ、そんな感じでねあのやってっていただければというふうにあの思います。で、次のブロックね、まあ、一応3つ目のブロックかな、限られた講義の時間をあの有効活用するためにですね、直近の、ね試験対策としての重要性を考慮した上 で丁寧に説明する説問もあれば、まあ、極めて簡単に、まあ、説明する説問もあったりとか、まあ、いろいろなんか臨機応変にあのやっていきたいとあの思ってるんですよね、というわけであの、まあ、そんな感じでよろしくお願いします。で3行目のところですけど、あのこのね重要なものね、あの要はメリハリつけた授業をやっていくっていうのは、まあ受験生からしたらまあメリハリつけた復習をしていくって話なんだけど、そのメリハリつけたあの復習をねするときにやっぱり大事なのはね、法的思考能力磨くのに役に立つかってところなんですよね。近似のまあ試験結構深いことをあの司法試験でも予備試験でもあの求めてきますから、まあ、そういう近似のこうね試験の傾向に合ったような思考能力を習得することができるかどうかっていう、まあそういう観点からですね、あのその重要性っていうのを考えて、でそこを私がメリハリつけてあの喋ってきますので、まあ授業をよく復習していただければですね、あのまあ基本的にはこう、ね、徐々にこう法的思考努力が上がっていくようなあのシステムで、ね、やっていきたいと思ってますね。さてでそんなことでちょっと、ね、3ページ見てください。とりあえず概要ですが、今回、第1回って講義第1回なんですけどね、まあ、最初にちょっと復習の仕方とか関東付録の話を、ちょっと憲法の基本的な考え方を関東付録のところでお話しした後に、ユニット1としてはまあメイン問題集で令和3年の司法試験で、ユニット2としては、令和2年の司法試験で、ユニット3ではあのこれ予備試験の平成29年で、これあの財産権の勉強するのにいいんですよね。財産権の出題が司法試験ではまだ一度もなくで、予備試験この29年に1回あっただけなんで、まあ、どっちの試験でもこういつ出てもまあおかしくないような状況ですのでね、まあ、そういうことでこの財産権の理解をするためにですね、ユニット3では予備試験の問題を扱いたいと思ってます。そして第2回以降も一応まあ書いてあるんですけども、まあ、特にメイン問題集メイン問題のところはね予定通りパンフレット通りやりますけど、まあ、あの補強問題のところはもしかしたら急に変わったりとか、まあ、一応今期これはこれで考えてるんですけどね、まあ、一応こんな感じであのやっていくといいかな、時間内にやるものとしてはこれぐらいの方がいいかなって一回考えたんだけど、また後でね気が変わるかもしれませんので、まあ、その時はその都度その都度通学クラスの方にはお知らせをあのしてね、いきますんでね、まあ、一応のものということで、押さえておいてください。で、したらね中身入ってきますか。6ページのところでまず復習の仕方ね、復習の仕方、あの本当に大変合格論文試験でやっぱ合格する力つけるのって結構大変 なんですけどね、でその復習の仕方っていうのをぜひ守ってもらいたいんですよ、可能であればって話なんだけどね、で6ページのところですけど、まあ、この通りやってくれたらね合格できる可能性相当高いはずなんです。でまず6ページの丸1のところですけど、問題文を読んで答案構成をします。これ復習の時にね問題文を読んで答案構成をします。で一応直書きのところであの書いておきましたけど、あのインプットの勉強をちゃんとできてなければ当然ながらあの答案構成できませんのでね、でこの段階ではもうしょうがないから、もう何見てもいいからとにかくあのちゃんと答案構成をするということがあのすごい大事になってきますね。あのやっちゃいけないのはね、やっぱその回答例丸暗記しようとしてダメだからね、それやると本当に初めて見る問題対応できないからね、まあ、とにかく一回ね自力でちゃんと問題をねあの論理的に組み立てていく、その事例の処理の仕方をねもう何見てもいいから論理的に自力で組み立てるということがすごく大事になってきます。であの実
間とか特に答案の枚数とか気にしなくていいですから、この段階だとね。とにかく理論をちゃんと積み上げる能力をこの1回目の復習の時につけないといけないんですよね。納得できるように、納得できる思考をちゃんと1回しないといけないって話なのね。でこの、丸1の2段落目なんですけど、この段階で当然インプットのテキストを見まくらないとね、なんか答案構成できないってなったら、当然そのまま本番の試験に臨んでしまったらね、白紙の答案そのままろくなことを書けないまま出すことになっちゃうからね、よくないですから、手遅れにならないうちにインプットの復習とかをね、ちゃんと理解と記憶を計画的にやっていってほしいなっていうふうに思いますね。例えばほら会社法でさ、判例の事業譲渡の定義ね、別に判例の立場に立とうか立つまいがさ、やっぱそこは出さないといけないじゃないですか、っていうかいけないじゃないですかって、決めつけちゃいけないんだけどさ、出さないと分かりにくいんですよ、過去問の傾向からするとね。でそれが例えば今事業譲渡のじゃあ判例の定義が出てきませんってなったらさ、それはもうやっぱりインプットを頑張らないといけないっていうね、そういう感じになりますんでね、そこは頑張ってほしいなと。そして今度丸2のところですけど、で答案丸1で答案構成したらね、それを参考に答案を作成してほしいんですよね。でこの段階だとまだ時間無制限でいいし、紙も別に枚数無制限でいいです。とにかく理論を詰める、徹底的に納得できるね、そういった答案を1回作るってことがすごい大事になります。で基礎学力がない人はここで相当苦労しますから、かなり時間がかかるはずなんですよ。一問まともな答案を作るのにね、相当時間がかかる。で基礎学力ができてる人はここで楽できますね。インプットの授業を今まで一生懸命やってきた人はここを楽ができますが、そこをちょっとうまくまだねできてない人はここでちょっと頑張らないといけないですね。どっかで頑張らないとやっぱ試験受かんないですからね。で丸3の方なんですけど、で丸2でね答案作った後の話なんですけど、でそこで出題の人が採点実感等を読んでね、で自分が作成した答案、いろいろ改善すべき点があるはずなんで、そこを発見するとね。でその改善すべき点があるはずだから、その部分的にでもいいから答案を作り直す。もちろん答案全部作り直してもいいんだけど、時間がなかなか皆さん取れないんじゃないかと思ってね、時間取れない人は部分的に、時間がある人はね、24時間勉強できる人は答案全部作り直した方がいいですよ。もうこれ以上努力できないってぐらい努力した方がいいですよね、やっぱりね。早く受かった方がいいから、とにかく試験はね。なんで24時間できるんだったらやった方がいいですよ、全部答案作るのね。でもなかなかみんながみんなそういうわけじゃないでしょうから、部分的に答案を作り直すってことで、やってください。でその時にね、ちょっと線引いてあるところ5行目ぐらいかな、改善すべき点の検討の際にね、そこで私の回答例の出番ですよ、やっと。ずっと最初から最後まで私の回答例見てたんじゃね、初見の問題対応できないからね。でそういう点で、自分で答案作った後にね、私の回答例見てね、でなんかちょっと役に立つところがあるかどうかっていう目で見てほしいんですよ。真似しようとするんではなくてね、なんかこう自分が、こういうことを考えてるんだけど、でこういう時にどういうふうに書いたらいいのかが分かんないとかね、そういう時に、あなんかここの矢島の書いてるこの回答例、こういうところちょっと役に立つんじゃないかみたいな感じで、で吸収できるところを吸収してほしいって話なんですよね。で当然良くないところは真似しちゃいけないっていう話で、そこの取捨選択を考えながらやるっていうね、自分で考えて受け身じゃなくてね、答案に人の答案あるいは過去に自分が作った答案に線引いて覚えるとかってやってもね、どうせ本番の試験激震しますから、そういうんじゃなくて考える勉強を、ね、してほしいということです。で丸3の、このね中が2つあるんですけど、1個目の中のとこですけど、出題の人が採点実感ってね、試験考査員が将来の受験生に向けたメッセージっていうコンセプトで、毎年公表しているものなんだけど、たまに難しいこと書いてあるんですよね。別に意地悪してるわけじゃなくて、これぐらいのこと書いておけば受験生分かるだろうって、向こうも期待して書いてくれてるとは思うんだけど、でも結果的にちょっとこう受験生が読むと難しいところがあると思うん でそこで引っかかっちゃうと時間がもったいないからね、分かんないところは飛ばしてってください。でそのうち勉強が進んでくるとね、前に分かんなかったところが分かるようになってくるんですよね。最後まで分かんない時もあるかもしれないけど、別にそんなのそこはね、分かんなくても多分合否に影響ないでしょうから、とりあえずこう趣旨実感難しいところはね飛ばして、吸収できるところ、せっかく将来の受験生に向けたメッセージっていうコンセプトでこう出してくれてる、わけですから、吸収できるところはちょっとでも吸収した方が当然有利になりますよね。そういうことを全くやってない人とやった人を比べればね、試験って相対的なものだからね、結論を言うと論文試験で満点取る必要はありませんので、合格するのにね、満点を基準にした時にね、大体半分ぐらいの前後の点数ぐらいを取ってくれれば、十分合格できるので、そういう点で趣旨実感なるべく吸収した方がその半分取りやすくなるんだけど、難しいこと書いてあったらそこは飛ばしておくってことが大事ですよね。あと2個目の中のとこですけど、民法の趣旨とか実感を読むときは、債権法改正が、ありましたので、特に債権法改正前のものですね。具体的に言うと平成31年度ね、令和元年とちょっとかぶっちゃって、言い方紛らしいですけどね、平成31年度、令和元年度以前の、過去問に関してはね、これちょっと旧法で当然趣旨とか実感公表されてるんで、そこは新法の知識の方に自分で読み替えてね、っていうか、この講座に出てる人は大丈夫なんですけど、私の方が書き換えてますので、新しいバージョンに対応した趣旨実感を出しますんでね、大丈夫なんですけど、そちらの方で、勉強を、していっていただければと思いますね。
で今度7ページのところです。で丸4のところです。でここが大事なんだけど、再びね同じ問題をね答案構成して答案を作成してほしいんですよね。これなんでかっていうとさ、一回答案作ってその問題が身になるかっていうと、なかなかそういう人はいないんじゃないかと思うんですよ。なんか一回やってそれでもう完璧になるっていうのはね。だから、まあ、同じ問題をこう繰り返しして、欲しいっていうところなんですよね。で同じ問題繰り返すと何がいいことがあるのかっていうと、例えば1回目に答案作った時はなんか事実の抽出が甘かったとか、あるいは同じ事実を抽出してもその評価の仕方がなんか甘かった、抽象的でね、具体性がないとかさ、あとね結局この授業を7科目通じて聞いていくと最終的にちゃんと分かってもらえると思うんだけど、法律、まあ、憲法も含めてなんだけど、結局ね法律の試験って対立履歴の問題文読んでね、対立履歴を、まあ、発見抽出してね、でそれを各科目の適切な判断枠組みで考慮できるかどうかっていう能力を試してるんですよ。でそういう意味でいくと、当初ね自分ができた、まあ一応比較考慮できたなみたいな、ね、適切なちゃんと利益を抽出してで適切な枠組みでやったつもりがね、でもまあそんな最初からねできるほど甘くないんですよね、おそらく本番の試験の質っていうのはね。だからそういう点で同じ問題、例えば2回目書いた時ね、もうちょっといいね利益考慮の仕方ができたりとかで、3回目になればまたさらにもっとねいい利益考慮の仕方がこう発見できたりとかして、でその発見できた時に学力って上がるんですよね。その発見がないとね学力って上がんないんですよ。ただ時間だけ費やしちゃいましたみたいなね、そのなんか人の答案線引いて覚えちゃいましたみたいな感じになるんだけど、なんか前に同じ問題でもここのところこういうふうに事実をこう評価してで考慮すると、あこれで考慮の評価の結果もそうなんだけどね、どっちの利益を優先するかってところも含めてなんだけど、まあ、こういうふうに考えるとなんかより事案に沿ったなんか説得的な文章になるなみたいな、そういう発見というのがあるんですけど、それがね学力伸びた証拠なんですよね。でそれをやっぱ本番の試験初めて見る問題でね、まあ、そういうのを、まあ、やっていけば当然合格しやすくなるんだけど、そういうの普段やってない人ってのはやっぱできないですよ、本番の試験でね。普段やってないことって本番の試験急に本番でできないじゃないですか、試験に限らず何でも、ね、だからそういう点で本番の試験ではとにかく初めて見る問題文を見て、でその、ね、長い事実関係の中から対立利益をまあ発見して抽出して、で各科目の適切な判断枠組みでさ、まあ、利益考慮して妥当な結論を導いていかないといけないんだけどさ、そんなの急にできませんよね、おそらくね、だからそういう点でもうこれを日頃から繰り返すってことで、その思考能力を、ね、身につけてほしいって話なんですよね。まあ、それが ④ の、まあ、目的になります、ここのところね。で今度ね、丸5のとこです。上記丸4で再び作成した答案を見てね、でさっき丸3のところで改善すべき点を確認してもらってるはずなんだけど、それちゃんと改善できてるかどうかっていうのをここでチェックをしますね。ね、弱点の発見とその克服をしないと合格って多分できないと思うんだけど、それをしますよ、ここのところでね。でなんか改善できてなかったらね、原因究明っていうのがすごく大事で、で多くの場合ね、まあ多分その問題解くのに必要な基本知識の理解と記憶ができてないってことが多いですね。あとはそこができてても結局その頭の中でこう理論は組み立てられたんだけど、なんか答案書ききれなかったっていう時ね、答案書く時間がちょっと足らなくなっちゃったっていう時は、そういう時は単純にまあその出力が足らないとかって話なんで、まあそれは答案を書く訓練をすることによっていいんです。このも講座で扱った問題何回もこう書いてるうちに、同じ例えばじゃあ15分あたりにね書ける文字数って変わってきますから、自分が受験生の時もさすがにもう12年前だからね、ちょっと記憶曖昧ですけどね、まあ結構書いててね、やっぱこうみるみるそのこう書けるそのなんか文字数が増えていったっていう記憶はありますね、そこのところね。でもそれはやった方がいいと思いますよね。というわけで答案が書けない原因、大体その事例を処理するのに必要な基本知識の理解と記憶ができてないということと、あと仮にそこができていたとしても、まあ、時間内にまあその答案を、ね、書くだけの、まあ、出力とか、ね、感覚っていうのが身についてないっていうところが大体だから、まあ、そこのところを克服するためにね、その前者の、ところであれば、まあ、そのインプットの理解と記憶を繰り返すっていうところと、その後者の、ね、書ききれないっていうところは、まあ、それ答案書くことによってだんだん文字数増えてきますから、同じ時間でもね、まあ、そういう感じでやっててほしいなというふうに思いますね。で今度次のページ8ページで ⑥ で、基本的にはね各自の必要性や可処分時間に応じて上記丸4と丸5をまあ繰り返すということになってきますね。この私のこの講座、論文完成講座で扱う問題数結構多いですから、まあ、これを、まあ、手広げずにね、下手に手広げずに、まあ、これを繰り返すことによって法的思考能力をまあ身につけて、で初めて見る問題でもちゃんとその応用ができるっていうね、対立利益の抽出、発見抽出、そして各科目のね適切な判断枠組みでこう考慮して、で妥当な結論を導くっていうね、まあ、そういう能力をね、とにかく思考能力なんだよね、その思考能力をこれ繰り返すことによって、まあ、身につけてほしいなというふうに思いますね。
とにかくね、あ、でね、あの中がある、中の丸六の中の2個目の中のところを見てもらいたいんですけど、あのこの 2行目のところ、まあ、繊維であるところだけでいいですけど、あのこの段階でね、まあ、繰り返し答案作成する際は、まあ、何をどの順番で書くと出題者が求めていることをね、論理的にこうね答えることができるのかってことをあの毎回考える。でこの太字の毎回考えてるところをちょっと 太字にしてるんだけどさ、同じ問題何回かやってるとほら問題文の事実関係とか設問 の形式とか覚えちゃうじゃないですか。だけどそれはしょうがないと思うんですよ、まあ、覚えちゃっていいんだけどね。だけど覚えてもね、あの毎回何をどの順番、その試験考査員の立場に立ってね、この問題からどういうことを受験生に書かせようとしてるのかってことは毎回考えないといけないのね。それをあの思い出すときに問題文を思い出すんじゃなくてさ、あのなんか前に書いた回答例を思い出してね、他人の回答例あるいは自分が過去に書いた回答例の内容を思い出して答案作り出しちゃうと、これって思考停止なんですよね。本人は勉強してるつもりでもあの何の思考も できてませんから、あのそういうふうになっちゃいけないってことでね、毎回その問題文の事実関係、ね、とその設問の形式から試験考査員が何を求めてるのかってことをあの考えていくってことがすごく大事になってきますね。で最後ね、勉強が進んだ人ってね、多分今のところが多分一番大事って気づくはずなんですよ。あの勉強が進んでない時はさ、まだこういうことっていうよりはどっちかと、まだ答案の形がどうなるかとかさ、そういうところ気になると思うんだけどね、まあいよいよ本当に合格するかしないかっていうぐらいの学力があの身についた時って、ここがすごい気になるのね。ちゃんとその問題文の事実関係とか、その設問の形式に合ったちゃんと論述ができてるかどうかってところね。どんなに知識身につけてね、で担当試験は大丈夫だって言ってもね、やっぱ論文に受かんないんですよね。こういうところがあのできるようにしないとね、問われてないことを答えても点数にはなんないから、論文試験というのはね、博士の答案を試験スタート時にこう渡されて0点スタート でその設問の、ねところにこう答えた適切さに応じてまあ点数が振られるわけだから、やっぱりその何が求められているのかってことはな考えていかなければいけなくてね、まあ、それをひたすらあの繰り返してほしいんですよね。で最後 あの8ページの一番下のところですが、論文試験であの合格点を取る人はあの日頃からどれぐらい答案書いてるのかって話なんだけど、あの結論から言うとね、あのもうこの論文完成講座が始まったあたりから毎日2通司法試験の過去問で言えばね、毎日あの2通書きます。あのもちろん24時間勉強できる人がの前提なんですけど、確実に受かりたかったらだよ。あの、まあ、この時期からちゃんと今 あのしかも方法でね、ちゃんとこう2通書いてて、あの、まあ、落ちたっていうのはあまり聞いたことないね。あの逆に言うと、まあ、そこまでできる人ってあのもしかしたら少ないかもしれない。だけど、まあ、完璧に受かりたいっていうんであればね、もう全人生をこのもう受験にかけてね、あの次の試験まで完璧にもう時間取れますっていう言うんであればさ、もうそれはあの受験勉強仕事化しなければいけないでしょ。そうじゃなきゃだってね、どうしようもない時間を過ごすことになっちゃうんだからさ。であれば、このねもう受験勉強をこう仕事化するって観点からね、もう毎日日数を今の方法であの書いていくんですよね。とまず受かりますよ。でも実際には心配しないでください。いろいろ箇所も時間の関係でね、あの働いてる人だ、家の仕事で家の都合でとかでいろいろできない人いると思うんだけど、そこまでやんなくてもあの最近受かる人あの出てますんで大丈夫です。あの、まあ、合格した人が毎年こうあの合格発表後にこう来てくれるけどね、あの、まあ、そこまではできませんでしたっていう人でもあの受かってるから、でも確実に受かりたかったら、まあ、2通書いた方がいいっていうね、論文完成講座が始まったあたりからね、この今の方法で2通書いていくとあれ絶対に受かります。でも、まあ、できなくても受かる人はいるから、まあ、心配しないでくださいっていうね、それが言いたいんですね。だけどこれは8ページのまあ一番下のところですね。で9ページのところね、あのこれ復習する時間が本当にもう社会人の方とかその他いろいろ本当にもう時間が取れない人の非常救済手段みたいな感じなんだけど、その場合はね、あのもう直近のこの過去問集に乗っかって、この私の講座で扱うね、まあ、いろいろ問題ありますけど、まあ、直近のものから順番にまあ3年分ぐらい、まずそこを徹底的にあのしっかり復習してね、で本番の試験で求められている思考能力というのを十分身につけることですね。なんか幅広くこう時間がないからといって幅広くほらいろんな問題手をつけちゃうと、あのいつまでたっても初めて見る問題を時間内に処理できるような法的思考能力って結局身につかないんですよ。なので、まあ、そういう点で焦らずね、あの時間がない人ほどあの焦らずね、ちゃんとしっかりと理解をする勉強をあのやった方が将来伸びると思いますね。あの理解体力がないと結局初めて見る問題を処理できないんですよ、試験の時間内にね。だそういう意味で、まあ、もちろん最低限の理解とあの、ね、知識の理解と記憶、ね、会社法で商法の、科目で事業譲渡が出てで判例の定義も出ないってなったらさ、それはもちろん受かりようがないんだけど、だけど、まあ、その最低限確かにその理解と記憶をしておかなければいけないね、そういった知識もあるんですけど、でも最後やっぱ初見の問題や初めて見る問題でこう、ね、ちゃんとこう書き切る力があるかどうかっていうのはやっぱり理解力で決まってくるんですよね。なので理解中心の勉強をしてほしいなというところですね。あと一応最後の、ね、メモ、9ページの一番下のメモのところですけど、あの論文試験に合格するのに必要な3つの要素って話なんですけど、まあ、詳細は割愛しますが、あの丸1、まず基本知識ですね。そして丸2で、その基本知識を利用した法的思考能力です。でこれ過去問利用してやるのがいいですね。まあ、同じ民法でもあの、ね、いろんな試験種がありますけど、まあ、皆さんが受ける、まあ、試験は司法試験とか予備試験なんでね、まあ、そういう点ではあのその過去問をまあ利用するってことがあの大事だと思いますね。あとあの予備試験の受験生も司法試験の過去問であのまず勉強するのがすごくあのいいです。それは何でかっていうと、
まあ、試験構成員が同じっていうことと、で最近試験の質がこう似てきてるってことにプラスして、その後自然試験は採点実感という形で司法試験かなり丁寧なものを出してくれるんですよね。で特にその採点実感なんかだと、いい答案悪い答案みたいなことが具体的に分かるような記載なんかもまああるんで、そういう点で間違った方向に勉強が進みにくいんですよね。予備試験の自然試験はね、最近丁寧なものもあるんだけどね、でもやっぱ司法試験のものと比べるとね、まだまだ抽象的なところが多くて、相当勉強が進んでる人じゃないとね、ちょっと多分そこ読んでも、その予備試験の自然試験を読んでも結局何を問われてるのかというのが理解できない可能性があって、変な方向にこう進んでしまうというかね、正しい方向でこう勉強進められない可能性がありますので、ではそういう点では司法試験の問題を、ね、しっかりやってもらうって感じがいいと思いますね。で私の授業では一応こう司法試験と予備試験の問題両方扱っていきますので、基本的にこの授業で扱った問題を、予備試験の方でも司法試験の方でもですね、ちゃんと復習していってもらえればですね、初めて見る問題でも、ね、きちんと処理ができるような、法的思考能力が身についてくるというふうに思ってますね。であと最後丸三ね、あと手書きをしないとダメね。さっき言った通り、どんなに頭の中で分かっててもね、時間内に文章を書き切るっていうのはまた違う能力が要求されますから。でさっき言った通り、やっぱりこう毎日書いてるとだんだん上がってきますから、同じ時間でもこう書ける文字数がね、それ試しに測っといてみてくださいよ。自分例えば10分でじゃあ何行書けたとかさ、答案でね、でそれが上がってくるはずだから、でそれが自信につながるはずだから、で自信がでこう出てくるとどうなるかっていうとさ、自分の合格が信じられるようになるんですよ。で自分の合格が信じられるようになるとどうなるかというとね、ちょっと眠くても我慢して勉強するようになりますから、あともうちょっと我慢すればもうこう解放されるっていうね、その受験生活から解放されるって感じになるから、早くね、だから自分の合格を信じられるようにするってところがすごい大事なのかと思うんですよね。で手書きで答案して書いてってね、どんどんこう出力上げていくとね、だんだん信じられるようになってきますので、ぜひね、それをやっていただきたいなっていうふうに思いますね。それが9ページのね、一番下のところです。さて、でその後ね、今日の予定のとこ、で10ページね、これちょっと読むの割愛ですけど、論文完成講座以外の学習としては、やっぱそのインプットちゃんと頑張っていってください。あと担当試験心配な人は担当の過去問やったりとかね、各自自分の必要な勉強というのがあると思いますので、同時並行でね、やっていってほしいなというふうに思いますね。ただもう論文完成講座の、受講中は論文中心に勉強してもらってね、余裕がある方はそれ以外の勉強という感じでよろしくお願いしたいと思いますね。じゃああとはね、こちらも10ページ割愛しましょう。説明割愛します。で今度ね、12ページ見てください。関東付録1、憲法の論文試験の本質と出題形式の変化っていう話なんですけど、でこれは矢島の促進プト講座でお話してるんで、もうちょっと詳細は割愛しますけれども、ここ全体的に何が書いてあるかっていうとね、大雑把に言うと司法試験でも予備試験でも憲法に関しては設問の形式が結構大きく変化する時があるんですよね。でそれなんでなのかっていう話なんだけど、まずね、回答例をパターン化されたくない。パターン化するの予備校好きなんですよ。なんでね、予備校がまずパターン化するんだろうけど、でもそれって答案丸暗記になっちゃうからね。で当然試験構成員ってそういう受験生望んでませんのでね。でまずそういうパターン化できないように毎年設問形式を変えてくるって話ね。あともう一つはね、おいおい授業が進んでって具体的な問題見るときにまたお話しすることになると思いますけれども、憲法の試験に関してはね、いかにその受験生の憲法論を厚く論じさせるか、出題者としてはね、設問形式を工夫していかにその受験生の憲法論をこう中心にね、厚く論じさせるかっていうところをどうも試行錯誤してる感じなんですよ。でその試行錯誤の過程でやっぱ設問の形式っていうのが変わるんですよね。だからそのパターン化されないっていうこととね、それとその受験生のこうね、憲法論を厚く書かせるようにするには、どういう形でこう形式整えるといいのかってことで試行錯誤してるような感じだと思いますね。で私はですね、令和4年の試験が最新の問題になりましたけども、令和3年度まではですね、その設問の形式が変わった時にね、やっぱその今後そういう形式でずっとしばらく出てくるんだろうってことで、その形式に合わせたような特化したような対策を一部してたんですけども、ただ令和4年の問題がね、ちなみに13ページに令和4年の司法試験の設問形式ちょっと載せといたんですけど、上のところね、でこれまた令和3年以前と全然違って、でなんか今後真似できなさそうなね、そんな感じのものなんですよね。でこれってそのパターン化防止っていうのと、あと試行錯誤してるなっていうところが読み取れますね。どういうふうにこう設問形式整えるとこう受験生の憲法論を厚くね、述べさせることができるかみたいなところで工夫してると思います。だからそうすると令和5年度の試験は
また試行錯誤今している過程でしょうからまた変わってきますよ。だからこの4年に合わせるっていうことの意味がないんですよね。で結論からするとね、憲法ってどんな問題でも合格答案で書けると思うんですけど、それはどこがポイントになってるかっていうと、常に今日どんな設問形式でもね、全ての過去問で予備試験でも司法試験でも共通しているところがあって、さっきの話と同じなんですけど、結局問題文の事実関係を読んでね、で対立利益発見して、でそれを適切にね、その憲法の適切な判断枠組みをちゃんと選択してさ、でその枠組みでちゃんと考慮ができるかどうかっていうところ、そこのところが問われてますね。なのでそこの本質のところが理解できれば、ちゃんとその初めて見る問題で変なって言うとちょっと怒られちゃうか、まあ、ちょっと今まで見たことがないような設問形式を突然令和5年にボンって出されたとしてもね、司法試験でも予備試験でも、でもそれでみんな平等なんですよね。結局のところ他の受験生だってこう初めてさ、ボーンってもう出されてる、まあ、ものなんで、そうなってくるとやっぱその普段ね、ちゃんと問題文の事実関係から対立利益の発見抽出、そして適切な枠組みの設定、その枠組みを使って適切な考慮をするような能力を普段から身につけてれば、そういうことをやってない人と比べていい答案が書けるんですよ、相対的に。でさっき言った通り、論文試験で別に満点取らないでも合格できる試験で、満点基準にした時に半分前後ぐらいのところ取れれば受かる試験だから、まあ、そういう訓練することによってですね、まあ、合格ができるっていう話なんですよね。というわけで、まあ設問の形式だからあまりもうこだわんない、もう令和4年でもちょっと悟りましたよ、こちらもね。まあ今試行錯誤してる過程で、まあ令和5年また結構違うの出してくるんだろうなっていうふうに思ってますね。まあそんな感じですね。令和4年の形式なんか真似するの相当難しいですからね。そもそもね。やっぱその事案に特化した、事案の特殊性を踏まえたような、設問形式になってますんでね。ちなみに令和4年の過去問は矢島の最新過去問山手講座の方で取り扱うことになってて、ちょっとこちらの矢島の論文解説講座ではちょっと扱わないんですけどね。現時点でまだ採点実感が出てないので、あまりこう、迂闊なことが言えない段階ですので、毎年採点時間が出た後の、ね、矢島の最新過去問山手講座の方で試験考査員がどういうものを求めているのかってことはやります。でも別に、まあ、令和3年までの、ね、問題ここで扱ってきますけど、そこでちゃんと採点実感しっかり分析できるような感じで、まあ、ここでお話しますので、ね、まあ、そこで試験考査員が、まあ、どういう問題どういうことを求めているのかってことを理解できていくと、ね、どうせ令和4年も本質は多分同じようなことが書いてあるはずなんですよね。というわけで、ね、その本質、ね、対立利益の発見抽出で、それを、ね、適切な判断枠組みの設定で、その枠組みに従って、まあ妥当な結論を考慮しながら、まあ、結論付けるというところね、そういう点で、毎年共通しているなというところなんで、まあ、設問形式 の変化のところにはあまりこだわらない方がいいのかなというふうに思いますね。でその点ね、ちょっと12ページの一番最後の段落、このメモのところだけちょっとチェックをしておきます。この12ページの一番下のメモのところですが、どのような設問形式であっても、はい、丸1、憲法上の争点設定、そして丸2、その争点に対する受験者自身の憲法論の論述をするという点で問われていることの本質はね、もうずっと毎年共通してますから、司法試験始まってからね、平成18年始まってからね、あと予備試験も23年平成23年から始まってるけど、まあ、ここは共通してるんですよね。で出題者の意図に沿った、まあ、憲法上の争点設定をするには、でここが大事なんだけどね、なんか適当にやっちゃダメなんだよね。例えばあるその法令や処分をじゃあ違憲だっていうふうに、まあ、主張したい人がいますよね。で本当に何も考えなければさ、まあ、多分一番違憲にしやすい基準で一番厳格な基準を立てていくんだと思うんだよね。でそれに対するまあ反論としてさ、まあ、公権力側の方がまあそれ合憲だって言うんだろうけど、まあ、合憲にしやすい枠組みってやっぱ一番緩やかな基準だと思うんだけど、でそこで、ね、まずはそのある法令や処分を違憲だっていうふうに主張する人が一番厳格な基準設定して、そしてそれを合憲だってしたい人が一番緩やかな基準を設定してさ、で自分のところがまあ間を取ってじゃあ中間審査基準ですみたいな、それって求められてる答案かというと、過去問の傾向からしたら求められてないんですよね。なので適切な争点設定って、例えば同じその今3つの基準出したけど、まあ、そもそもその事案だと厳格審査基準というのがそもそももう妥当のしようがないようなね、判例の立場立ったり、あるいは重要な学説の立場からしたらもうそもそもこれって厳格審査基準がありえないような事案でさ、そこで厳格審査基準を誰かその、ね、違憲の主張、合憲の主張で最後自分の見解ってところのどっか一個で出したってしょうがないわけでね。あとは、まあ、私の授業でこれ補強問題集の方でいつかやってきますけど、例えば生存権の法的性質、まあ、平成22年の司法試験で、まあ、生存権が出たんですけど、で生存権の場合っていうのはやっぱ、まあ、最初に、ね、法的性質論というのがちょっと問題になってくるんですよね。でそこで、まあ、皆さん担当試験で勉強されてるかもしれませんが、プログラム規定説とかさ、まあ、抽象的権利説とか具体的権利説とかがありますが、プログラム規定説って今判例でも学説でも誰も取ってる人がまあいないんで、そういうのをその論文でその3者の立場のどっかに挙げるのってのはやっぱ不適当だっていうふうに書かれてるんですよね。だからそういう点で適切なその憲法の争点設定をするにあたっても、やっぱりその基本的なその知識の理解と記憶ね、その基本的な判例の理解やその学説の理解っていうのが、ね、必要になってくるんで、まあ、そこのところはしっかりね、普段からやっていかなければいけないって話になってきますね。
というわけでね、今みたいにその争点設定すごい、まあ、要は憲法で合格点取れるかどうかってその争点設定が的確にできるかで決まりますからね。でそのためにはやっぱりその基本的な判例や基本的な学説ね、そこのところが理解できてないとね、あの適切な争点設定がそもそもできないって話なんですよね。なんか適切な争点設定ができないとどうなっちゃうかというとね、まあ、その違憲の主張と合憲の主張でそれぞれめちゃくちゃ極端なあの見解出して、で自分の見解があんまり大した理由もなく真ん中の立場取っちゃったりとか、あるいはその違憲と合憲の主張を出して、で自分のあの論述のところがどっちかの論述に流されてしまう、で実質その手前のところと同じようなことを書いてしまいましたみたいな、そういう傾向が見られますね。やっぱその基本的なその判例とか学説の理解ができてないからね、適切なその事案でやっぱその事案の処理に必要な適切な争点設定ができないあの一つの表れなんですけどね。だからそういうのね、あのちゃんとあの憲法合格するには適切な争点設定っていうのができないといけないんだけどね、そのためにこの授業を通じて、まあ、あのこの授業を通じてね、結構その判例とか学説で大事なところの理解深まると思いますのでね、まあ、そういうことで、まあ、そういう意味でもあの復習を頑張っていただければというふうにあの思いますね。さて、で今度ね、次です、14ページのところですね、関東付録に、憲法の論文試験の答案で求められていることね、これも、まあ、矢島の促進プト講座でご紹介済みなんで、あの、まあ、ちょっと全部じゃなくてね、ちょっとこう特にこういうところ気をつけてくれっていうのをピックアップしてお話ししますとね、これあの過去のね出題の日とか採点実感とか、あと採点実感が出る前はあのヒアリングっていう形で試験考査員があのいろいろこうね、あの考えてることを外に公表してくれてたんだけど、それの中でね、今後のまあ令和の時代にもこう役に立ちそうなあのものをちょっとピックアップしてるんですよね。でそこで例えばですけど14ページの2個目のブロックのところです。これは H26 司法論文の、ね、採点実感の抜粋なんですけども、憲法の論文式試験で受験者に求められていること、逆に求められていないことや不適切とされていることについては上記の指摘事項と重なるものも含め、ほら毎年公表されている採点実感によって記載してるんだって。それにもかかわらずね、あこの点線のところはね、あの悪い例、あの反面教師にしてほしいところ、こういうことをやっちゃうと合格から遠ざかりますよというところを点線にしてますから、積極的に取り入れてほしいところは実践にしてます。点線ではなくて実践にしてます。で今のところね、それにもかかわらずという3行目のところだけど、それにもかかわらずこれまでも指摘されているような求められていないこと、あるいは不適切とされることを記載している答案についてはね、まあ、やっぱ厳しい評価、まあ、悪い意味でね厳しい評価にしちゃってるよってことになるから、まあ、あの採点時間とかね、将来の受験生に向けたメッセージでコンセプトで出してるんだからやっぱり吸収できるところは吸収していかないとね、まあ、ダメなわけなんですよね。でちなみにね、ちょっと中身の面なんですけど、例えば この下の縦1の、ね、1個目のブロック、これ平成21年 あの交際員のヒアリングなんですけどね、また採点実感の代わりにヒアリングっていうのを出してくれてましたけど、でここであの受験雑誌等で成績上位者が再現した答案が、まあ、予備校でね、やっぱりこう模範答案だ優秀答案だってもてはやされてさ、まあ、そういうの出版されてお金で売られていくわけなんだけど、でもやっぱそれが真の意味での模範答案ではないって話なんだよね。やっぱその満点基準にした時に別に満点じゃなくてさ、逆に言うとまあ結構点数を落としてますからね。だから、まあ、そういう点であのそれをこう真似したところで、その人のなんかいろんな思考があってさ、そういう答案書くんだったらまあいいんだけど、そのそういう、ね、あの相対的にいい点数取った人が書いた答案を、そのまずそういう答案を自力で作れないような人が、まあ、見てもね、あのなんでそういう答案になったのかってところの理解ができないんですよね。でそうなるとどうなるかというと、結局その人の答案に線引いて丸暗記するだけの勉強になっちゃってね、で初めて見る問題にやっぱり対応できないって話になっちゃうんで、まあ、それじゃ良くないって話なんだよね。だからあのやっぱり真の学力身につけるにはさっきの復習の方法なんですよ。あのまずは一回自力でちゃんと問題文を自力でね、時間無制限でもいいから、で何見てもいいから、一回筋立ててね、処理できるような思考をしないといけないって話なんでね、でそういう過程でどんどんね思考能力を鍛えていってほしいんですよね。あとはですね、この先のところは結構事業が進んでいくと具体的にあのこうね、あの出てくるところもありますので、まあこれぐらいにしときます。あ、ちょっと面白いところは14ページのところだな。これちょっと面白いかもしれないな。14ページの一番下の平成22年のこれ採点実感の抜粋なんですけど、荒削りな中でも的確にポイントをつかみ、予備知識が少ない中でも論点の本質に迫った、で悩みなんだよね結局ね。憲法の答案って一律の答えっていうのが、まあ、絶対的にこうじゃなきゃいけないっていうのは今まで問題出たことなくてね、やっぱその悩みを見せてくれた答案だったが、残念ながらまあ当時は少数でしたと。でその、法令や処分の合憲性が問題となるときには、でこれはね、まず、その両当事者ね、違憲の主張、合憲の主張する当事者の主張を出して最後自分の見解どうなのかってことで、だから要は争点設定するんですよ。争点設定、あでこれがさっき の, あの生存権のやつ、ホームレスの、ね、生活保護 の, あの問題、ホームレスの、まあ、要は住所のない方の生活保護の問題とか、あと選挙権のまあ問題でね、でその過程の中でさっきのプログラム規定説の下りが書いてあったわけ。あのその生存権の法廷
的性質のところでさ、まあ、当然ほら合憲だっていう公権力側の方はさ、まあ、例えばプログラム規定説だっていうふうに仮に言ったとしたらさ、まあ、そもそも生活保護を支給しなくたってまあ、そもそも憲法上の権利の制約がないことになるからね、まあ、当然合憲って話になってくるんだけど、でもそれはやるなと。なぜならそのプログラム規定説は今判例でも学説でも誰も取ってる人がいないわけでさ、そんなものを前提に争点設定したってのはしょうがないわけなんですよね。結論から言うとね、合憲の主張と違憲の主張を出すことによって争点設定がその事案で、ね、処理されるべき真の憲法上の争点設定がされていくっていう話になってくるんだけど、その各ね、その合憲違憲の主張っていうのは一応それを裁判所で主張したら勝訴する見込みがあるようなものじゃなければいけないんですよ。つまりですね、その重要な判例とか重要な学説をまあ理解して裁判所にそれなりにこう筋を通して、ね、説得できるようなものじゃなければいけなくて、でそういう主張が立てられるからこそ悩みっていうのが出てきて、自分のところで本当にどうしようっていうことで悩みっていうのが出てくるんだけど、そこの悩みの設定とその悩みに対する答えを求めてるんですよね、憲法の試験っていうのはね。で、この悩みの設定っていうのはさっき言った通りその憲法上の争点設定、その当該事案を処理するための適切な争点設定 で、 やっぱその今のホームレスの生活保護の問題で言えばさ、プログラム規定説は今判例も学説も誰も取ってないっていうことが基本知識になってさ、争点設定するときにやっぱそこを生かしてね、まあ、いく感じになってくると思いますよね。まあ、そういう感じでちゃんと基本知識をね、しっかりと理解をして、で、まあ、違憲の主張、合憲の主張を出すときにね、それが、まあ、裁判所で、共にね、通り得るような、まあ、そういうものをちゃんとね、学説とか判例を踏まえて立てていかなければいけない。で、真のね、その当該事案で処理されるべき憲法上の問題っていうのをね、出して、で、それはもう悩ましい。答え多分もう出ないと思うね。もう絶対こうじゃなきゃいけないっていう答えはもう出ないと思うから、共にだって合憲と違憲それなりに根拠があって言ってるわけじゃないですか。だからそういう中で最後どうなるかっていうのは、これは実務でも裁判官が悩むところだからね、本当にこうしちゃっていいのかって、まあ、ずっとこうね、気にする裁判官も言いますしね、まあ、そういうところで、まあ、受験生自身も、まあ、合憲と違憲の主張それぞれそれなりの根拠を持って立てたらね、まあ、本当にこれでいいのかって悩むところが出てくると思うんだけど、その悩みの過程を書いたら試験は合格できるっていうかね、すごく試験構成が喜ぶ答案になるって話なんですよね。結果的になんかちょっとこう変なこと書いちゃったとしても、悩みをやっぱこう設定してね、でそれに対して自分がどう考えるかってことを書くってことが、まあ、すごく大事なんですよね。まあ、パターン化、最後の2行、下から2行ぐらいのところだけど、やっぱパターン化された思考って求められてないからね、さっき言った通り、ね、違憲の主張するのに一番厳しい基準立てて、合憲の主張するのに一番緩やかな基準立てて、で自分の見解で真ん中の基準とかね、そういうの一切求められてませんから、ちゃんとこうね、基本知識踏まえて、その事案の処理に必要な争点設定をね、その事案で真にね、解決されるべき憲法上の問題を、まあ、争点設定していかなければいけなくて、で結局憲法の答案の良し悪しというのはその争点設定の適切さで決まるって話なんだよね。でそれにやっぱ基本知識の理解っていうのが、まあ、とても大事になってきますっていうところになってきます。あとはね、おいおい、ここで全部話すと多分ちょっと難しい話もっていうか、真にちゃんと理解しようとすると少し難しい話も入ってるから、これは授業を進めていく過程でね、質に応じてちょっと話をしていきたいと思ってますね。あとね、16ページのところですが、憲法の基本で、これ矢島の促進部と講座でやってるんで、もう内容説明するのはやめておきますけど、憲法16ページのまず1個目のね、憲法の基本的思考方法のその1ですけど、憲法の世界では法令違憲の問題と処分違憲の問題がありますので、そこは明確に区別してくださいね。法令がその人権制約しているところの憲法適合性を今聞かれているのか、それともその法令ではなくてね、その処分がその人権を制約しているところの憲法適合性を聞かれているのかというところはちゃんと理解をするということですね。で、17ページのところです。あるその法令や処分が、まあ、人権を制約してね、でその制約が憲法に適合するかどうかっていうのは、大雑把に言うと比較考量なんですよ。本当に大雑把に言うとね、その比較考量をどこまで厳密にやるのかっていうのはちょっとまた後で考えないといけないんだけど、とりあえず大雑把に言うと、その比較考量ってことになってきますね。例えばその町の美観を、まあ、維持するっていう利益を、まあ、守るために、その町で立て看板をね、町中でこう立て看板をこう設置することを禁止するみたいな形で、まあ、表現の自由を制約するような、例えば条例作った時にね、やっぱその対立利益を考慮する、そういった表現の自由に対する、まあ、制約が強要されるかどうかっていうのは、その今で言うとその対立利益ね、その町の美観の、まあ、風致を維持するって話になりますけど、そういった利益との関係で、まあ、その保護に値するかどうかということで利益考慮を、まあ、していくんですよね。でその利益考慮をどこまで厳密にやるのかっていうのは、まあ、次のページになるんですけれども、まあ、いろいろその、ね、着眼点というのがありまして、まあ、いわゆるその違憲審査基準論みたいなものを使うんだったらね、でこれはもう矢島の促進部と講座でやってるから読みませんけど、まあ、二重の基準論とかね、あとはさ同じ二重の基準論ってところで、まあ、例えば経済の自由に対する規制立法の憲法的合成審査っていうのは、やっぱ精神の自由とのものと比べて緩やかに審査されますけど、でその中でもやっぱその日本の最高裁っていうのは、経済の自由の分野に関しては、例えば薬局の距離制限のね、違憲判決みたいな感じで、結構その必要性合理性をかなり厳格に、実質的に手段審査のところ LRA 審査に匹敵するぐらいの審査
査を してましたけど、まあ、それぐらい厳しい審査をまあしていくのか、それともその氷市場事件みたいなの感じでね、もうものすごく立法裁量をめちゃくちゃ尊重しちゃってね、当該規制措置がね、もうちょっとぐらい不合理だと違憲にしないんですよね。立法裁量、その規制をするっていう立法裁量の方を尊重しちゃってさ、その、ね、ちょっとぐらい不合理ではもう立法裁量を尊重するから、裁判所はもうそれを違憲にしなくてね。でどういう時にその違憲にするかというと、その不合理であることがもう著しく不合理であることが明白だって言える時に限って初めて違憲にするんだみたいな感じで、そこまで裁判所が立法裁量を尊重するのかどうかっていうところね、まあ、そういうところをその人権の、まあ、その経済の自由だったら判例なんかはその規制の目的とか権利の内容性質、まあ、ここで権利の擁護性を実質的に見てるって話は後でおいおい過去問やりながらまあ、見てきますけど、それからその制限の対応ですよね、要は規制 の, その、ね、対応の厳しさのところ、まあ、そういった ところから適切にですね、その厳格度、その判断するときの枠組みの、まあ、厳格度を決めてるっていう話なんですよね。というか基本は比較考量です。でその比較考量っていうのをちょっと大雑把にこうやっちゃうとね、その論理の過程がまあ見えなくて恣意的な判断がまあされてしまって説得力がないってことになっちゃうから、まあ、そこのところでその判断の過程を明確にするためにですね、こういったその着眼点っていうのを出してですね、場合によっては審査基準論みたいなことをまあ持ち出してですね、適切な枠組み設定して、でそれで当てはめをしていくみたいなね、まあ、そんな感じのことを、ね、やっていったりしますね。まあ、こういうのは具体的に、ね、抽象的な話にしてもしょうがないから、後で過去問通じてやっていきましょう。さて、で20ページのところを見てください。これはね、今覚えちゃってください。これがまず頭に入ってないとちょっともう今日の授業をついてこられないと思うんでね、20ページのところで審査基準の厳格度を決定する主な要素ということでね、さっき言った通り基本的には憲法の、ね、合格答案を作るには問題文の事実関係を読んで対立利益の発見とまあ抽出なんですよ。でさっきの例で言えばその、ね、町の美観の風致、ね、町 の, その美観を維持するためにね、その建て看板を禁止するみたいな形でじゃあ表現の自由制約することが憲法21条1項に適合するのか、憲法が許してるのかどうかということをまあ審査するときにさ、まあ、利益考慮するって話になってくるんだけど、でその時の、ね、利益考慮をまあ どこまで厳格にやるのかってことでね、その着眼点というのがありますね。でそこで20ページの1個目のブロックのところですけど、タイトル、審査基準の厳格度を決定する主な要素ってことでね、で学説と判例ごちゃごちゃにしないでくださいね。日本の最高裁は矢島の促進プロコードで教えてるんだけど、日本の最高裁ってまずね、どんな事案でもそれを規範として明示するかどうかは別として、どんな事案でも必ず利益考慮してます。でその後に必要に応じて、これはちょっと結構詳細な理由をつけなければいけないなっていう事案の時は、今の利益考慮論にプラスしてアメリカの審査基準論をちょっとこうまあ参考にしてるのかね、審査基準論っぽい話をまあしていくんですよね。まあそんな感じが、それが日本の最高裁なんですね。でこれ今は学説の話、日本の最高裁の話じゃなくて、その純粋に審査基準論の話をまあしてますから、体系的に今どこの話をしてるのかっていうところね、そこのところの理解を間違ってしまいますと、最近の試験って結果的に出題の趣味るとさ、やっぱそのあるこうなんかポイントになる判例っていうのがあってね、その判例を踏まえた論述ができたかどうかっていうのは結構大きいんですよね。配点されてるところの、まあ、大きさが大きいんですよ。司法試験でも予備試験でもね、司法試験なんかだともうそもそも設問の形式自体に判例を踏まえてっていう条件がもう明示されてる時もあるし、予備試験の場合はその明示がない時でもね、出題の書を見るとね、結局この判例を踏まえる必要があるとか、この判例を参考にする必要があるみたいな感じで、やっぱりねその判例を踏まえた論述っていうのが求められてるんですよね。まあ、それなんでかって言ったら、やっぱほら皆さん試験に受かった後にさ、まあどんな立場、弁護士だろうが裁判官だろうが検察官だろうが、やっぱり日本で、ねこうまあ、法律闘争する人たちだから、まず判例がどう言ってるのかってことね、そこのところが理解できてないと、そもそも日本で仕事ができないわけなんですよね。だからそういう点で、まずその日本の最高裁というのがどういう考え方を取ってるのかってことはよく、ね、理解を、まあ、しておかないといけないってことで、おそらくそれで判例を踏まえた論述っていうのが、ね、司法試験でも予備試験でもね、それが明示するかどうかは別として、まあ、求められてるんじゃないかなっていう話ですよね。でそこでね、ちょっと今これ学説の話なんですけども、一般論としてはってところでね、タイトルの下のところです。さっきちょっと口頭で言いましたけど、権利の内容や性質、あと規制のまあ対応ね、あと経済の自由に関しては判例は規制の目的なんかを、まあ、規制の目的むしろ目立たせてますけどね、冒頭に大体考慮要素として出してね、まあ、規制の目的をも考慮して、当該規制に、ね、適用すべき審査基準の厳格度をまあ検討していることが多いですってことね。で典型的な学説 の, 審査基準、この下の丸 ① 丸 ② 丸 ③ で、丸 ① が一番厳しいもので、立法目的が必要不可欠な利益、やむにやむらぬ利益、ね、でもいいんだけどね、を確保するためのものと言えるか、で括弧に目的達成手段として是非とも必要最小限度のものと言えるかって形で、手段審査もかなり厳しくやっていきますね。目的審査はね、ちょっと抽象的に話しても分かりづらいと思うんで、これ授業が進んでいく過程でだんだん分かってくると思います。今回の1回目の授業で扱う問題全部やってもまだちゃんと理解できないと思うんだけど、2回目の授業でね、平成30年の司法試験の問題やるあたりになってくるとね、多少この目的手段審査って比較的分かりやすいと思うんだけどね、その比較的分かりづらい目的審査の方、
ね、そちらの方もちゃんと理解しやすくなってくるんじゃないかと思うんですよね。目的審査のなんかちょっと大雑把な例出しましょうか。例えば何かこうわいせつな図書とかさ、まあ、大人がこう大人でもさ嫌悪感をまあ抱くようなね、そういったものをじゃあ見たくない利益をまあ守るためにそういう表現をする人をじゃあ殺してもいいっていう法律をじゃあ例えば作ったとしましょうか。でその時にじゃあはい、いつも言ってる通りさ、対立利益の発見抽出じゃないですか。まずで対立利益今の何なんですかねって話だよね。でそうすると、まあ、まず そういったそのなんか見たくないものを見ない利益っていうね、そういう大人がまあそのわいせつな図書なんか例えば典型的にして、そんな大人が見たくないものをまあ見ない利益っていうのがあると思うんですよ。で一方でその、まあ、その人を殺、そういう表現をする人を殺しちゃってもいいって話になってくるから、その非侵害利益っていうのが、まあ、人の命っていう話になってくるよね。もちろん表現の自由っていうところもまあありますけど、表現の自由よりもなんか人の命の方が大事になってくるじゃないですか。まあ、今回の非侵害利益はだから表現の自由と人の命だっていう話になってくるんだけど、でここはちょっと話をまあ単純化するためにね、人の命と表現の自由どっちが大事ですかって言ったら、まあ、多分人の命なんじゃないかと思うんだよね、用語性の程度からするとね。でそこでちょっと話をまあ単純化するために、じゃあ人の命っていうところをちょっとこう捉えてさ、でその時に大人が見たくないものを見ないっていう利益を守るために人の命を犠牲にしていいのかって言ったら、これはやっぱその今の特に厳格ね、人の命ってとても大事だから、やっぱそのね、それを制約するようなその法令の憲法適合性はかなり厳格に見ていきましょうっていう発想になってくると思うんだけど、でそういう時に多分この厳格審査基準を立てる可能性高いですよね。でそういう時にさ、まさにその大人が見たくないものをまあ見ない利益っていうのが、この人の命を犠牲にするようなね、そんなための必要不可欠な利益と言えるのかといったらそうじゃないと思うんですよ。でそうなってくると、これ手段審査に入るまでもなく目的審査でその法令違憲っていう風になるんだけどね。でこれが目的審査なのね、手段見ないんですよね。でこれね、受験生がなかなか分かりづらいところだと思うの、まあ、心配しないでください。いきなりこれ初めて目的審査の話聞いた人は分かりづらいと思うんだけど、このまま授業が進んでいってね、特に2回目の授業で平成30年の司法試験、まさに大人が見たくない、大人も含めてね、なんか人が見たくないと思うようなものをこう見ない、見たくない利益ね、それを守るためにどこまで その人権制約ができるのかっていうまあ問題ね、ちょっとこうやることになりますけど、その問題やるとね、平成30年の問題やるとね、目的審査のイメージがすごく湧くと思うんですよね。まあそんな感じです。そして今度中間審査基準ですね、丸に、これはね、まあ日本の最高裁の立場で言うと、薬事法の違憲判決なんかがよく中間審査基準というふうに学説の方からこう言われてるんだけどね。でそれを厳格な合理性の基準というふうに言われることがあります。まあ、最高裁その言葉自分で使ってるわけじゃないんだけど、学者の先生がね、日本の最高裁の、中間審査基準の点検というのは薬局 の距離制限の違憲判決 の枠組み でそれは厳格な合理性の基準なんだということでね、基本的に二重の基準論が あるんで、精神の自由じゃなくて、まあ、経済の自由の制約の憲法適合性が問題となったまあ事案なんでね、まあ、基本的には立法裁量を尊重して、まあ、その規制が必要かつ合理的と言えるかみたいな、そんなところをまあ審査するんだみたいな、まあ、ノリなんですよね。でその規制の必要性合理性をどこまで厳格に審査するかっていうのは、同じその二重の基準のところでいうと下のところに入ってくる経済の自由でもまた変わってきて、で特にその中間審査基準というのはその規制の必要性合理性をかなり厳格にまあ審査していくと。で具体的にはその判例皆さん勉強されている方は分かってると思うんだけど、手段審査のところで実質的に LRA 審査してるんですよね。だからかなり厳しい。だから中間審査基準ってなめちゃいけないんですよ。薬事法の違憲判決、あれよく復習しててくださいね。特にその手段審査のところで実質的には LRA 審査をしてますから、より制限的でない他の選べる手段があるかどうかという観点からの検討入ってますから、実は中間審査基準って相当厳しい。要は判例踏まえて論述しないといけないでしょ。なんか適当にやっちゃいけないからさ。じゃあそうすると、仮に判例踏まえたって形で経済の自由聞かれた時に、中間審査基準、つまり薬事法違憲判決型の厳格な合理性の基準を自説として立てた時にさ、当てはめする時に、じゃあどれぐらい厳格な審査をするかって言ったら、かなり厳しい審査をしてるって話なんだよね。ただ目的審査のところはちょっと緩やかになります。その上のところとの関係でいうとね、この必要不可欠な利益の確保っていうところまで言えなくてよくてです、まあ、一応重要な利益っていう形でちょっとファジーな感じ、ちょっとこうぼやかされた感じになるんだけどね、経済の自由を制約するに値するだけ十分重要な理由と言えるかどうかっていう価値判断が入ってくるんだけど、まあ、そういうのはまた後で、ね、おいおい過言をやりながらやっていけばいいんですけど、まあ、そんな感じですね。この中間審査基準ね、でも決して油断しちゃいけない。目的審査のところはね、一番上の丸一の基準と比べたらまあ緩いんですけどね、手段審査は相当厳しいっていうね話なんですよね。学説なんかだと中間審査基準は実質的関連性の基準なんてね、まあ、言われるような、学説って言ってもアメリカの学説ね、ですけど、まあ、受験生好きなんだよね。でもね、なんか実質的関連性の基準ね、おそらく薬事法違憲判決型の厳格な合理性の基準と比べて枠組みが単純だから覚えやすいからってことでね、多分あんまり深いこと考えないで実質的関連性の基準取られてる方もいるんじゃないかと思うんだけど、まあ、日本の最高裁は使ってないですね。実質的関連性の基準をね、経済の自由の分野では厳格な合理性の基準を使ってるんですけど、でもしそこをアメリカの学説使ってね、実質関連性の基準でもまあいいですよ。別に判例の
ところがおかしいとかって言ってさ、あの判例踏まえた論述にそれでもなりますから、あの判例使わなくてもね、判例がおかしいと思うんだったらね、でその時に、まあ、実績関連性の基準でその、まあ、目的審査と手段審査ともにやりますけど、その手段の関連性審査は相当厳しくやりますからね、あのいや中間審査基準っていう意味では厳格な合理性の基準と同じ枠のところに入るん で厳格な合理性の基準だったら手段審査 LRA 審査するじゃないですか。で実績関連性の基準別にあの形上は LRA 審査っていう形にはならないんだけど、でも厳しさは LRA 審査に匹敵するぐらい厳しい審査をしていくんですよね。例えばその目的審査のところで、まあ、まずその当該人権を制約するに値するだけ十分な重要な利益がまず存在しなければいけませんけど、その重要な、ね、その人権をその、まあ、守るために、ね、こういう規制をすることとの関連性を見ていくんだけど、でその時に、ね、その実効性と相当性っていうのを相当厳密に見ていかなければいけないんだよね。まずこの重要とされる目的を守るためにこういう規制をすることにまず十分こう意味があるのか効果が出るのかっていう意味での実効性はしっかり審査していかなければいけませんし、でその意味があるとしてもやりすぎちゃいけないんですよ。なんでかって言ったら、まあ、LRA 審査に匹敵するから、さっき言ったその薬事法の厳格な合理性の基準にこう匹敵するぐらい厳しいものだから、まあ、そういうところで実効性があっても、ね、相当性を欠いてしまったらダメなんだよね。でその時にまあ LRA って言葉は使わないんだけど、でもその相当性があるかどうかっていうところで結局あの目的達成のためにやっぱ緩やかな手段があったら結果的にあの相当とは言えないって話になっちゃうから、実質関連性があの否定されてしまうんですよね、まあ、それが中間審査基準なんですよね、まあ、つまり中間審査基準を理解しようとした場合はその薬事法の違憲判決をあれをよく理解することなんですよね。でそれで、まあ、別にいいですよ、学説 の実質関連性の基準をあの使いたい、あの厳格な合理性の基準忘れちゃったらね、まあ、しょうがないよね、まあ、その現場で実質関連性の基準は、まあ、覚えやすいから形がね、でそれ使うのはしょうがないかもしれませんけど、でもその時当てはめするときはね結構慎重にやんなければいけないって話なのね。あの薬事法の違憲判決と同じぐらい厳しく審査をしていかなければ結局その基準を理解してないってことになっちゃいますのでね、まあ、そこは十分気をつけてください。あでもあの、まあ、まず経済の自由でね、中間審査基準を立てるんだったら絶対厳格な合理性の基準とかいいですよ。日本の最高裁は実績関連性の基準使ってないから、今判例踏まえた論述が求められてますからね。でそこでなんで判例使わないんですか、あの結局厳格と同じなんですよ。アメリカの実績関連性の基準を使おうが日本の最高裁 あの薬事法違憲判決型の厳格な合理性の基準を使おうが厳格と一緒だから、形はちょっと違うけどあの基準の形式はね、だけど値めした結果ある規制が合憲になるか違憲になるかは違いは出ないはずです。なのでであればなんでその判例使わないんですかってなっちゃいますよね。だからそういう点で経済の自由のところはね、やっぱその今はあの薬事法の違憲判決ですよ、中間審査基準取るんだったらね。そして丸三、これ一番緩やかなの基準でね、これも立法裁量をとことんあの尊重するって話 でアメリカの学説からするとあの合理的関連性の基準と言われてますね、まあ、立法目的がまあ正当ね、要は憲法これぐらいでいいの、憲法によって禁止されていない利益を確保するためのものと言えるぐらいであれば、これもともと裁判所が立法裁量をすごい尊重するときにあの妥当する枠組みだからね、これぐらいの、 あのことが言えればもう目的審査としてはもう合憲という話になってきますね、そして手段審査としては、まあ、目的と手段との間のまあ合理的関連性があるかどうか でここもかなりあの裁判所が立法裁量を相当尊重するときにしか使えない基準なんで、まあ、そういう意味でここでの関連性審査は一般人がもう合理的な手段とまあ判断するかどうかってことね、裁判所の目からまあ厳密に見てったらこんなのやりすぎだっていうふうに思ったとしても、まあ、一般人だったらこれ妥当だって思うんだろうなぐらいな感じで立法裁量を尊重するんですよ。裁判所が立法裁量を尊重しなければいけないときにこの合理的関連性の基準というのがまあ成り立つんでね、まあ、そうなってくると当てはめするときも当然立法裁量を尊重する形で当てはめをまあしますからね。だからこの程度でその関連性がまあ認められるって話なんですよね。ちなみに日本の最高裁はあの経済の自由の分野で合理的関連性の基準というのは使ってなくてね、やっぱりあの小売り場事件 の合憲判決のように明白の原則ね、当該規制措置が著しく不合理であることが明白でない限りその当該規制がもう合憲になっちゃうっていうね、違憲にしないっていう、まあ、それぐらいめちゃくちゃ立法裁量があの尊重されるべき時にこの一番緩やかなあの基準が使われますけどね、まあ、日本の最高裁の立場だったら、まあ、その経済の自由の分野で一番この、ね、緩やかな基準を立てるときは、まあ、明白の原則って形になってきますね。まあ、こういうのもおいおい、ね、あのやっていきます。さてで最後21ページの一番最後のブロックを見てください。あの判例と学説の違いを確認しておきましょう。最高裁は判決文に明示するかは別として利益考量論から規制の合憲性を検討することを基本とし、で必要に応じて審査基準論を併用しているっていう理解の仕方が審査基準論を取ってる学者の先生 あの主流的な考え方になります。そもそもねちょっと細かい話になるから聞き流して、細かいっていうかあの、まあ、別に論文試験で書かなくてもいいっていう話だから別に聞き流してくれてもいいんだけど、そもそもあの日本の最高裁は違憲審査基準論を取ってないっていう先生も最近主流っていうか結構多くなってきてるんですよね。要はドイツの比例原則を取ってるんだってことでね、あの要は
合憲審査の枠組みっていうのはアメリカの違憲審査基準論かドイツの比例原則なんですよ。でアメリカの審査基準論を取ってる先生はさすがに最高裁 の、 あの判決文読んでてね、いきなりバリバリ審査基準論やってないっていうのはさすがにそこは分かっ、あのそこは納得せざるを得ないところがあると思うのね。でも審査基準論を放棄することはやっぱその立場上できないから、じゃどうしてるかっていうと、日本の最高裁で必ず確かに比較考慮してるんですよ、判決文どんな事案でもね。なので、まあ、そのドイツの比例原則みたいなその比較考慮をまずして、で必要に応じて、まあ、特にこういろいろ理由付けがしっかりしてないといけないような事案の時はね、まあ、そういう時はあの審査基準論をまあ組み合わせてるんだみたいな感じであの説明してますね。でも最近主流のドイツの比例原則取られてる先生なんかはもうそもそも審査基準論取ってないって前言ってるんでね。だけどあの受験対策上は正直審査基準論の方が理解はしやすいと思います。あのどういう時にさ、どうあの二重の基準論、例えば審査基準論って二重の基準論っていうのがやっぱりこう出てくるんだけどさ、二重の基準論をまず一つ基盤にしてさ、そこからその権利の擁護性とか制約の対応ね、例えば表現の自由だったら内容中立規制とか内容規制とかでやっぱその制約の厳しさが違うから基準の厳格度って変わりうるとか、よく受験生慣れてると思うんですけど、その思考方法ね。でそういった思考方法っていうのはあの審査基準論なんですよね。だからそういう点ではあの、まあ、審査基準論の方をベースにね、だから比例原則プラス審査基準論を組み合わせる日本の最高裁の立場っていうのをよく理解して、でそれで答案書けるようにすると、まあ結果的にあの判例踏まえた論述にまあなるんですよね。まあ、そんな感じのとこですね。これも、まあ、あの矢島の促進部ってことでやってるんで聞き流してくれていいですけど、あの審査基準設定、あの合憲審査 の、ね、あの憲法あの枠組み設定するときに、その設定段階で対立利益を見るか見ないかっていうところでも大きく違いが出てきます。あの比例原則とアメリカの審査基準論では、アメリカは見ません、あの純粋な違憲審査基準論は。例えば政治的な表現の自由で内容規制だったら、まあ、昔だったら明白かつ現在の危険の基準っていうのでやっててね、で今はまあそれが機能しなくなっちゃってブランデンバーグのテストでやってるよって話は矢島の促進ということであの教えてますけどね。あとその政治的な表現の自由で内容中立規制だったら、まあ、LRA の基準であのやります。でこの時に対立利益によって基準の厳格度変わんないんですよ、アメリカは。だけど比例原則はそもそもその枠組みの設定する段階で対立利益を見ていくんですよね。でじゃあ日本の最高裁ってのはじゃあどうなるかっていうと、でよく私が出す例としては、あの公務員の政治活動の自由のあのせを、ね、制限する国家公務員法の規定と、その委任を受けて制定された人事院規則の規定がね、憲法21条1項に適合するかの例 の、 あの猿払事件と堀越事件 の、 あの枠組みの違いなんですよね。で特に猿払事件は本当に最高裁がそうなのかは別なんだけど、学説からのまあ評価だとね、学者の先生からの評価だと、これかなり合理的関連性、学説でいうところの合理的関連先生の基準とも言えるようなかなり緩やかな審査をしちゃってるんじゃないかみたいな、要は当たり前の仕方見てるとね、すごく抽象的関連的なこう関連性だけ見てあっさり合憲にしちゃってるから、そういう点ではまあかなり緩やかに審査しちゃってるんですけどね。だからそういう点でまあ合理的関連性の基準で、表現の自由で普通その合理的関連性の基準ってありえないじゃないですか。じゃあそれなんでやっちゃったのかっていうと、その当該事案のまあ対立利益ですね、猿払事件っていうのはその事案として公務員で組織する労働組合の活動としてですね、その労働その政治行為をまあやっちゃったんだけどね。でそうなってくると、その公務員の、まあ、結局組織する団体としてのまあ政治的行為だってことになると、その対立利益が害される度合いが大きくなってくるんですよ。対立利益っていうのは、まあ、その行政の中立的運営とそれに対する国民の信頼だって話になってきますけど、でそうなってくるとね、その事案では対立利益が害されるところが大きいから、だから、まあ、そのあんまり厳密に審査しなくてもその規制が合憲だっていうふうに、まあ、言えるから、だからあまり厳しい審査をしなかったんじゃないかみたいな、まあ、そういう理解がされてるっていうのは、あの矢島の促進プタ講座のところでお話しましたよね。それに対して、あの同じ法令の憲法21条1項適合性が問題になった堀越事件ね、あれはサルフ、いわゆるサルフスの審査基準を使ってないんですよね。あれはあの淀号の新聞記事、あの抹消のね、あの、枠組みをまあ出して、まあ、比較考慮の大枠の部分のところを出して、で結論はまあ合憲にしちゃったんだけど、でも枠組みが違うんですよね。で審査基準論を取ってる先生はね、それを判例変更って言ってます。まあ、実際には判例変更じゃないですよ。あの大法廷判決で出さないと、あの日本の裁判所法上判例変更するときは大法廷判決で出さなければいけないんだけど、その、堀越事件は大法廷でやってないんですよ。だから判例変更は法的にはできないはずなのね。だけど審査基準論を取ってる先生はもう対立利益によって基準の厳格度って変わんないから、もう判例変更したって言わざるを得ないんだと思うんだよね。だからそういうところで、あのその2つの判例をどう理解するかっていうところも、実はあの審査基準論をバリバリに貫いていくのか、それとも比例原則みたいな感じでね、そもそもその憲法適合性の判断枠組み設定する時点で、その対立利益をまあ見ることを予定してるのかっていうところで、まあ、違いが出てくるんですけど、まあ、日本の最高裁はやっぱその比例原則と審査基準を組み合わせてるっていうところが、まあ、確かに正しい理解なのかもしれませんね。まあ、本当にそうなのか分かんないけどね。でここ本当に学者の先生めちゃくちゃ争ってるから、審査基準論だっていうふうに言ってる先生もいればね、比例原則だって言ってる先生もいて、でここは多分もう永久にあの多分決着つかないところだと思うんで、まあ、少なくとも受験生はね、日本の最高裁がまあなんか比例原則らしいものと、で質に応じて審査基準論を組み合わせてるなということでね。で特にそのポイントはね、やっぱ基準立てるところで対立利益を見ちゃってるから、特にさっき言った通り、その堀越と猿払ね、
同じその、憲法の憲法上の21条の、ね、人権の制約の適合性が問題となるときでも、事案によって、つまりその対立利益が害される度合いによってですね、基準の厳格度が変わってくるっていう、まあ、そういう話なんですよね。これがその日本の、まあ、最高裁の立場になってきますね。だから判例踏まえた論述が今求められてますけど、あの完璧な、あのすごいいい答案作りたいと思ったらそんな感じですよね。であんまりもうなんかそこまでついていけませんっていうんだったら、一番楽なのあの、ね、考え方はね、まあ、正直アメリカの審査基準論でしょうね。表現の、まあ、自由で、ね、政治的表現の自由で内容規制なら、まあ、昔の基準だけど、まあ、明白かつ現在の基準の基準でもいいと思いますよ。受験生レベルだったらね、別にわざわざブランデンバーグテストのところまで追っかけてなくてもね、まあ、あの明白かつ現在の基準の基準でいいでしょうし、内容中立規制だったら、まあ、LRL の基準でいいんですけど、ただ少なくともね、日本の最高裁を踏まえた論述にはならないんだけどね、まあ、一応こう形式的な答案にはなってしまいますけど、そういった理解をするのが面倒くさいっていう人は、最悪あのそういう答案を書いてくれてもね、あの点数はあまりいい点数は取れないでしょうけど、もう漏れなくね、事実の抽出と評価をものすごく説得的にやっていけば、まあ、合格はできると思います。でもまあ正直日本の最高裁の方を理解しちゃった方がいいと思います。あのそういう点ではね、あの合格しやすくなると思いますよね、今の日本の最高裁がどうなってるのかってところね。さて、じゃあ大体あのこんな感じですね、冒頭の話が。でこれユニット1ね、このままあの令和3年の憲法の問題をねやっていく予定になってますんで、このままやっていきます。では今度メイン問題集ということでね、これあの後であの通学クラスの方、ちょっと原稿ですいませんけどね、あの通信クラスの方、後であのあと通学クラスの方、後で製本されたテキストね、送りますん でとりあえずこのねちょっと原稿の方でやっていきます。でメイン問題集の方はですね、あのパンフレット記載 あの過去問をね、まあ、あの新しいものから順番にこう変哲していきまして、でどういう構造になっているかというと、これ 全科目共通してましてね、まずあの問題文にあのいろいろ私が線引いたり手書きのメモを入れたようなあのものね、手書き問題文なんて私自分で言ってるんだけどね、まあ、手書き問題文というのがあって、でその後ページめくっていくと、今度あの何の手も入れてない、まあ、真っさらな問題文があります。でその後、出題の趣旨があります。で出題の趣旨の後パラパラめくっていくと、今度採点実感というのがありますね。でこういうのはあの後であの復習の時に役に立ててほしいんですよね。あのさっきほらあのこれ見てね、自分の足らないところを、ね、改善すべき点を発見してくださいって話なんですけどね。で採点実感の後にね、あの今度ねこちらこの憲法の令和3年でいうと R3-24 ページなんですけどね、まあ、24ページなんですけど、こういう R3 司法論文憲法というにタイトルをつけた項目が出てきます。これ採点実感の後に必ず問題あの一問一問ごとにあのこれつけてますね。でここにね講義語追記という項目をあの毎年設けてまして、授業が終わった後になんかこういうことをあの伝えていた方が皆さんに役に立つかなっていうことがあったら、ここにあの書き込んでいきます。だから通学クラスの方、後で製本されたテキストが届いた時に、その当該問題やる時にね、ここの講義語追記というところに何か書いてないか、まあ、何も書いてなければいいんですけどね、それは私が十分授業中にもう思う存分言うことを言えたっていう話であの、まあ、そういう理解してもらえればいいんだけど、まあ、なんか後で終わった後にね、悔やまれる、あいけねえや、これを言っときゃもっと皆さんがちゃんとした思考ができるようになったのにとか思ったら、まあ、それはあの書き込むときがありますんでね、まあ、そこがあの講義を推記という話になってますね。まあ、復習するときにその都度だからあの確認してもらえればと思うんですよね。で25ページ R3-25 ページ、ここが論点確認という話で、まあ、答案構成のめちゃくちゃ詳細版みたいなものがあの書いてあることが多いですね。ちょっと科目によっては違うんですけどね。でその後に、基本知識、そのこの問題を解くのに最低限理解しておかなければいけない基本知識が ありまして、令和3年の憲法でいうと38ページになりますね。 R3-38 ページなので、まあ、実は令和3年の問題をちゃんとまともに自力でね、あの出題者の意図に沿ったような答案を作ろうと思ったら、まあ、ここに書いてあるような、まあ、知識の理解と記憶がまあ必要だっていう、まあ、そういう話になってきますね。なので、まあ、ここを足らなければね、あの矢島の即身仏講座の記事をそのままあの貼ってることが多いので、まあ、その即身仏講座のでもすでに学習済みの方はここで今楽できますから、あのここの時間節約してね、論文の構成とか答案確保に時間取れるんですけど、まあ、そういうインプットの勉強、今ほらいろいろ日本の最高裁の考え方を教えたけどさ、これ知りませんでしたって人ね、これはちょっと頑張らないといけないですよね。あの判例踏まえた論述をしようとしたらだけどね、判例を踏まえた論述として、まあ、少しでもいい点数を取りたいと思うんであればね、ちょっと今ここを苦労しないといけないと思うんですけど、まあ、そういうことでここにあのいろいろ必要なこと書いてありますから、あの各問題ごとにね。でその後にですね、やっとね解答例です。これ一番最後です。あの初めて見る問題をちゃんと試験の時間内、本番の試験の時にね、初めて見る問題時間内に解き落とした場合は、まあ、正直この解答例ってどうでもいいんですよね。やっぱりその自力でその問題文
見てね、でもあの対立利益の発見抽出、そして各科目の適切な枠組み でそれをもって考慮してね、妥当な結論を出すというまあ能力がまあ必要 でそういう能力身につけるのに、人の回答例に線引いて覚えてたら永久にそういう能力身につかないんですよ。でこれはさっき言った通り、復習の仕方の時にほらあの参考にする時が出てくるでしょ、そのうちその時にこれは参考にしてもらえればいいんですよ。でこれ別に完璧な答案ってつもりであの出してるつもりは一切ありませんから、あのまあなんか皆さんが役に立ちそうなところがあれば吸収してもらって、で逆には自分だったらこうじゃなくてこうだよなって思うところがあればさ、まあ、それはそれであの、まあ、一つ私の回答例を叩き台にしてね、皆さんの力を伸ばしていっていただければね、まあ、そうするとあの初めて見る問題を試験時間内にね、まあちゃんと処理ができるようになるのかなっていう感じになりますね。というで回答例を一番最後にしてるのはあのそういうことなんですよね。これをあのね、通常他の予備校だと、まあ、結構早いうちにこれ出てくるんじゃないかと思うんだけど、私はやっぱ思考能力をちゃんと真の思考能力を身につけてもらいたいのでね、回答例は一番最後でもうなくてもいいぐらいだと思ってますからあの本当にね、でもまあさすがに本当に答案の書き方全く知らない人もまあいるだろうからね、一応つけてるんですけど、まあ、これはそんなに重視してないんですよね、ここのところはね、まあ、そういう感じです。じゃあちょっと令和3年これ初めての問題なんでね、ちょっとこれは王道通りちょっと問題文からいきましょうか。 R3-1 ページのところ見てください。まあ、さっきちょっと冒頭あのお話しした通り、メリハリつけてあの、まあ、あの場合によってはこうある論点飛ばしたりとか、ね、することはまあありますけど、ちょっとこの令和3年これ今回初回なんでね、初めてなんでこれちょっと全般的に見ていきたいと思ってます。でまずね1ページのところで、まあ、第1問っていう話なんですけど、で自分が受験生だったらまず設問の形式を見るんですよね。あの設問の形式理解しないまま問題文の事実関係読んでもね、結局何が問われてるのか分かんないまま読んでもね、理解 しにくいと思うんですよ。でまた問題文読む回数余計に増えちゃったりとかするからね、まあそういうこと で3ページになります。 R3-3 ページ で今回の設問こんな感じでした。あなたが検討を依頼された法律がこうであるとして、規制1および2の憲法適合性について論じなさいと。でなおその際には必要に応じて参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及することってことだね。でなんか論述すべき事項をこう限定して深い憲法論を、まあ、多分論述させたからなんだろうけど、あの争点を絞ってますね。あの規定の文言の明確性とかね、あとは手続きの適正、それは論ずる必要はないってことなんだよね。要はね、あのさっき言った通り試験考査員工夫してる、試行錯誤してるんだよね。どういうふうに設問の形式を工夫すればこの問題で真に解決されるべき憲法上の問題を皆さんがね、受験者の立場で熱くこう論じてくれるかってことで、いろいろ試行錯誤されてるんですよ。だから正直昔の問題に遡れば遡るほどね、やっぱ解きづらいですよね。あのそういう試行錯誤の本当にもう真っ只中っていうか、受験生がどういうこういう設問にしたらどういう答案書いてくるかって分かんないような段階だからね。でもだんだんその資料が、まあ、試験考査員の方も集まってきてね、まあ、いろいろこう工夫して、まあ、徐々に良くなってる感じはあのしますね。というわけでこう争点があの絞り込まれてますね。というわけで、こんな感じね、まあ、結論から言うと憲法21条1項のね、まあ、デモ行使の自由、まあ、大雑把に言ったのは表現の自由みたいな感じですけど、あの、まあ、規制の文言の明確性とか、まあ、一応問題になりそうなんだけどね、まあ、そういうのは やんなくていいよと。あと手続きの保障のところもいいですよって話になってますね。あとこの設問 あの特徴的なのはね、あの法律家公の立場で、まあ、論じろっていう話なんだけど、まだあの実際に事件になってなくてね、あの法案立案段階なんですよね。 あるこの、条例を作るっていう、まあ、過程でね、でそれ あの憲法の問題をこう、ね、論じさせるっていう法律家の立場で、まあ、論じさせるって話なんですよ。でこれポイントがね、あの法律家公の立場で、まあ、これは厳密に言えば受験生としての皆さんの立場で論ずるんではなくて、ちゃんと法あの司法試験に受かって放送資格を持っている法律家公の立場で、まあ、論じろって話 でこれを何を意味しているのかというと、やっぱその基本的な判例とか重要な学説はちゃんと理解しているところを前提にね、まあ、それで論じなさいという趣旨なんですよ。これずっと過去問を遡っていくとね、あのこういうところをはっきり書いてくれているものもあります。ここでいうあの弁護士の立場でよく論じさせるような問題昔出てたんだけど、ここでいう弁護士の立場っていうのは弁護士の立場でっていうのはどういうことかっていうと、それは基本的な判例や学説をちゃんと理解していることを前提に、ね、してるんだみたいな、そういう立場の人であることを前提にしてるんだみたいな感じで書いてあったのね、昔のね。でその傾向がずっと続いてます。だそういう点ではね、あの、まあ、法律家だ弁護士だって出てくるんだけどね、まあ、基本的な判例や学説をちゃんと理解してるっていう形で、ね、まあ、やっていきますね。だからここ適切にほら、あの結局必要に応じて、この2行目のところだけど、必要に応じて参考とすべき判例、あと事故の見解と異なる立場言及ってなってるんだけど、やっぱおよそ裁判所で通用しないようなことを適当になんかこう挙げてさ、でそれあっさりその後自分のほら意見として潰すような、そういうなんかあの中身のないようなね、そういった論述は一切求められてるんだよっていう話なのね。反対の見解とかの判例なんか踏まえるんだったら、やっぱその主張が通れば裁判所がね、その
ちゃんと認めてくれるようなね、そういうようなその請求を認めてくれるような、まあ、そういうような主張を展開していかなければいけないのね。でこれがねできるかできないかはもう正直基本知識の理解で決まっちゃうから。さっき俺今日あのいろいろ判例の話したじゃないですか、まあ、たまたまなんか雑談みたいな感じで話流してましたけど、あの猿払事件と堀越事件の違いとかさ、まあ、そういうのがあの基本知識であって、でそういうのが理解できてないとそもそもあの的確な争点設定ができませんからね。だからなんかつまんない議論になっちゃうんだよね結局。なんか後で潰されるのが明らかなことをこう答案に挙げてね、で何の説得力もないような面白みのないようなあのことを書くのに時間と紙面を費やして、で結果当たり前だけどそんなものを答案あの出したってあんまりいい点数もらえませんから。だからまあそういう点で面白い答案書こうとしたらね、基本知識の理解っていうのがすごく大事になってくるわけですよね。まあそんな感じです。じゃあちょっと問題文を見ていきます。R3-1 ページのところに戻ってください。1ページのところね。でまずねこれ今回規制2つあるんだけど、規制の内容を先に確認しちゃいましょう。1ページの縦3のところにあります。このような状況に強い懸念を抱いていた国会議員 X らは次のような規制を内容とする法律案を検討しているということね。どうもねデモ行進の時にまあいろいろ暴れちゃって悪いようなことをするような人がいるみたい でそこで規制丸1、顔を隠して集団行進に参加することを禁止するっていうそういう規制ね。顔を隠して集団行進に参加することを禁止するってことね。顔を隠したらほらもうバレないからさ、もう何でもかんでもいいだみたいな感じになっちゃうから、むちゃくちゃやっちゃう人がいるから、だから、まあ、顔を隠して集団行進に参加することをまあ禁止するってことね。でちょっと面白い話するとね、あの、まあ、どんなあのこう事案でもね、あの憲法の問題、予備試験でも司法試験でも、もうどの年度の問題でも対立益の発見と抽出っていうのがまず必要になってくるんですよね。だから今回はこのまず制約されてこの規制によって制約されている人権というのが何なのかという話で、それが対立利益のまず一つになるから。でその利益をですね、まあ、制約されているわけなんだけど、それどういう利益を守ろうとしてね、そういう利益を制約しようとしているのかというところをまあ見つけることなんですよね。でそれが見つけられれば、その制約が問題になっている人権の性質に応じて、その憲法適合性の審査の枠組みのほら厳格度でさっき変わるって話したじゃないですか、まあ、そういうことで、まあ、判例とか学説を踏まえて適切な枠組みを設定してね、であの妥当な結論を出すことができますから、まあ、そういう思考をまあしていきますね。というわけで今回まずだからね、顔を隠して集団行進に参加することを禁止するっていうことによってどういう利益が制約されるのかということ、ここをね厳密にちゃんと分析できるかどうかというのがすごい大事になってきますね。で対立利益はちょっと後にまたあの問題文から発見していくことにしましょう。そしてもう一つ規制丸2、集団行進において公共の安全を害する行為を行った者が一定比率以上含まれる団体を監察対象として指定し、当該団体がその活動のために利用している機関紙、ウェブサイト、SNS のアカウントなどについて報告を義務付けるというこういう規制ね。でこれによってどういう利益がまあ侵害されるのかって話ね。要はね、顔を隠してデモを してる人が、まあ、やっぱむちゃくちゃするんですよ。でそこでまず顔を隠してる、まあ、顔を隠してデモすることを規制しようというのが、それがまず丸一でしょ、規制の丸一が。そしてそういう顔を隠してむちゃくちゃなことをやってる人たちっていうのが、まあ、一定の団体に所属してる人が多いんですよ。なのでそこで団体にね、その活動をに使ってるそのまあいろいろサイトとかをね、まあ、報告しなさいみたいな感じのそういう規制をまあしようとしてるんですよね。なのでまずね、あのポイント、この各規制どういう利益を制約してしようとしてるのかね。先ほどより、とにかくどの年度の問題でもね、司法試験予備試験を問わずどの年度の問題でも対立利益の発見と抽出なんですよ。でその、をするためにはまずね、この規制の内容を具体的に見ていくこと必要が出てくるのね。でそれでまず対立利益のまず天秤の一方にかけられるね、その制約されている利益というのがまず分析できると思いますので、そこのところをしっかり見ていくと。であとで問題文読む過程でね、そのじゃあどんな利益を守るためにそういう制約をしているのかということで、そのもう一つの対立利益を発見していく感じになってくるんですけどね。であとは審査基準、適切な厳格度の枠組み立てていくんだけど、まあそこであれだよね、まあ日本の最高裁って対立利益見ちゃうから、さっき言ったほら基準の厳格度決めるときにね、アメリカはやんないけど日本の最高裁は一応こう見ちゃいますから、まあそこのところを答案にどうやって表していくのかってところが、まあ多分腕の見せ所だと思うんだよね。判例踏まえての実用としたときにね、アメリカの審査基準論バリバリにあの行くんだったら対立利益見ないからね。さっき言った通り政治的な表現の自由のまあ制約だったら、内容規制だったらあの明白かつ現在の規制の基準で、内容中立規制だったらまあ LR の基準でしょ。でも日本の最高裁そんな単純なあの枠組み立てないから、さっき言った通りね、同じ公務員の政治活動の自由の制約の憲法21条1項適合性が問題となるあの事件でもね、猿払と堀越とで違う枠組み立ててましたからね、まあ、そういうことでね対立利益を見てるんですよ、まあ、そういうところでそれをねどこまであの答案に反映できるかっていう話になってくると思いますね。じゃあというわけで今ここは頭まず押さえちゃいましょうね。まず一つ、その規制丸一が顔を隠して集団行進に参加することをまあ禁止するってことね。集団行進でデモ行進のことだと思っていてください、簡単に言えばね。まあデモの自由なんだけど、でもちょっと特殊性がありますよね。顔を隠してデモをする自由、ね、
顔を隠してデモすることを禁してるから、これ果たして単純にデモの自由を制約してるっていうふうに簡単に考えちゃっていいのかって話なんだよね。これ問題文を読んでいくとね、もうちょっとヒントがあるから、まあ、制約されてる利益はもうちょっと特定できると思いますよね。でそういう顔を隠してデモするような人が大体特定の団体に所属してる人がことが多いからね、その団体にこう報告義務をね、その活動に使ってるそのウェブサイトとかの、をね、報告する義務を課すみたいな、まあ、そういう話になってます。規制丸にはまあどっちかというといろんな構成ができると思う。例えばその報告を義務付けられることによって実際活動が萎縮する可能性がありますよね。非侵害利益がね、ある権利利益が制約されているかどうかっていうのを見るときはね、やっぱその萎縮効果を見ます。どんな事案でもどんな人権でもこの規制によってどういうその行動が萎縮するのかっていう話でね。で特にその報告義務なんかどうですか皆さん。報告義務課されたらさ、まあ、常に監視されてるっていうことが、まあ、把握つかその団体側の方もさ、自分が活動に使ってるウェブサイトとかをさ、もう報告しちゃってるから、公権力側の方にね。だから自分たちはいつも監視されてるんだっていう、そういうことを意識しますよね。でそうするとどうなりますっていうと、まあ、やりたいことやれなくなっちゃうから、でおそらくその団体として その例えばデモ行進の自由が制約されるとかね、あるいはその、まあ、結社の自由、団体としてなんか自由に活動するっていうことは例えばその結社の自由に入るんだとかさ、まあ、あるいはその団体としての情報プライバシー権を、ね、こう規制するみたいな、意思に反して団体の意思に反して、その情報を強制的に、まあ、取得されるようなものですから、まあ、その団体としての、まあ、情報プライバシー権の制約になるんだとか、多分いろんなことが考えられると思うんですよね。でそこを最後ね、答案に何を書くのかっていうのは自分で判断しなければいけません。問題文を読んだ時にはいろんなことを思いつくから、要はちゃんと基本的な学力が基本的な理解ができてればね、学説とか判例とか憲法の体系的な理解ができてれば、まあ、一つ同じ問題文読んだってさ、いろんな非侵害利益を思いついちゃうから、でも思いついたもの全部書いてたらね、答案浅くなっちゃうしさ、まあ、そもそも時間内にあの紙に書けないからね、答案用紙にね。だからそれでね、この事案で一番盛り上がりそうなもの、つまり満点取んなくてもほら合格できるって言ったじゃない、さっき。論文試験っていうのは半分前後ぐらいの点数取れれば、まあ、合格できるわけだからさ、でも実際受験生はそこ取るのに苦労してるわけだから、まあ、だから満点なんて不可能なわけだよね。だからそういう意味で時間内にもう半分ぐらい取るのがじゃあマックスだとして、じゃあどこのところをかければ半分ぐらい取れるかなっていう、そういう思考になるわけですよね。だそういう点で特に規制丸にって多分いろんな非侵害利益が思いつくから、この事案でなんか自分が一番なんかすごい盛り上がって書けそうだ、まあ、半分ぐらいなんか点数もらえそうだっていうところね、まあ、そこのところをこうなんか考えなければいけないと思うんですよね、まあ、基本知識をもちろん考慮してですけどね。さてじゃあちょっと問題文読んでいきましょうか、まあ、対立利益とかあと非侵害利益をもうちょっと特定できると思います。問題文しっかり読んでいくと、では縦1のところです。まあ、2000何とか年、各市の大規模なデモにおいて、いくつかの団体の構成員が、覆面や仮面で顔を隠して参加するようになったと。で、これらの団体は、それぞれ異なる政治的主張を掲げ、組織的な活動を行っていたと。で、これらの団体の構成員は、集団行進、かっこ集団自由運動も含む、まあ、大雑把に言ったら、前はデモ行進です。もう、あまり厳密に見なくていいけどね。要はデモ行進に際して、顔を隠すだけでなく、団体の主張が書かれた大きな旗を振り回す、抗議の対象となるものが書かれた、紙を、ね、燃やすなどの行動も行っていたと。でまたこれらの団体はそのような行動の動画を集団行進への参加の呼びかけを、ね、ウェブサイト、まあ、要は SNS を通じて配信していましたと。で次の段落、縦1の2段落目ですね。上記各団体は顔を隠すこと自体に特定のメッセージを込めて、まあ、いなかったが、今回顔を隠してデモすることは制約されてるんですけど、ここで非侵害利益とか、あと基準の厳格度を決めるときに、はい、皆さんに問題です。基準の厳格度を設定するときに考慮される事情って一般的にはどういったものでしたっけ。さっきちょっと話したでしょ、まあ、例えばその権利の内容性質とか、あと規制の対応ね、あと経済の自由なんかだと、まあ、判例見てると規制の目的ね、まあ、そこ一番重視してますけどね、判例なんか見てるとね。でも、まあ、今回は経済の自由じゃないんで、まあ、基本的にはその権利の内容性質、まあ、そこで用法性なんかをまあ見ていくんじゃないかと思うんですけどね。あとはその規制の対応って話なんですけど、でこの時にそのなんか顔を隠すこと自体になんかほらメッセージ込めてないっていう話になってくると、ここだけまあ表面的に捉えるんだったら、まあ、規制の対応すると厳しくないんだなっていうまあ評価もまあできるでしょうし、この規制によって制約されてる、まあ、制約されるまあその非侵害利益の、ね、まあ、用法性もまあそれほどではないんじゃないかなっていう評価が表面的にはまあできるんだと思います。最終的にそのままそれを前提にね、まあ、基準決めちゃっていいのかっていうと、もちろんそんな世の中試験は甘くないですからね。そのいろんな着眼点をこれから出してきますから、まあ、そこを、ね、最後ちゃんと、ね、的確に抽出して適切な枠組みを立てていかないといけないのね、まあ、そんな感じのところです。 あとねこれおいおいまた
別の問題でお話しする機会はあると思うんですけど、過去の採点実感をずっと遡っていきますと、悪い答案の例として、事案の分析をもうほとんどせずに直ちに意見審査基準論に飛びつくって、これ悪い答案の例なんですよ。で、これなんでなのかっていうとね、まさにその日本の最高裁が、そうであるよ、日本の最高裁がね、今みたいなことやってないんですよね。アメリカの審査基準論はそれなんですよ。もう政治的表現の自由がもう内容規制されたら、明白言論の危険の基準とか、ブランデンバーグのテスト、で、俺は内容中立規制だったら LR の基準みたいな感じで、事案の分析は一応それが政治的表現の自由とかさ、内容中立性とか、それぐらいの分析してるんだけど、でもそれ以上の分析しないんですよね。対立利権がとにかく絶対見ちゃいけないから、アメリカの審査基準論だったらね。だけど、日本の最高裁はさっき言った通り、同じその、ね、公務員の政治活動の自由の規制の憲法適合性、21条1項適合性が問題になってる時でも、事案によって枠組みを変えてるんですよ。つまり、事案を見て枠組みの設定をしてるっていうのが、それが判例の立場だっていう理解になってくるんですよね。だから、悪い答案の例として過去問を遡って採点実感を見ていくと、その事案の分析をろくそっぽしないでね、その直ちに意見審査基準論に飛びつくみたいなのが、それが悪い答案の例として挙げられてます。で、今ほら、私事案分析してるのね。どういうところに着、日本の最高裁に立つ場に立つとしたら、事案分析して適切な枠組みを設定するから、そういう意味でこう今ね、分析をしている感じになってくるわけですね。そういう点で、その今のね、縦位置の2段落目のところ、顔を隠すこと自体特定のメッセージを込めていないというところは、これはまあ、さっき言った通り、規制対応がまあそれほど厳しくないとか、あるいはそもそも制約されている利益がね、この規制によって制約される利益の予報性がそれほど高くもないみたいな感じで、これは基準を緩める要素に使えるんじゃないかって話なんですよね。こういう分析の仕方をしてきますね。でも試験はこんな甘くないからね、これからいろんなことが出てくるから まだまだ分析が続くわけですよ。じゃあそこで、今のね、縦位置の2段落目の2行目です。で、その後ね、途中のところですが、SNS 等では、デモの報道が、で、顔を映る心配がない、就職活動や職場のことを気にせずデモに参加できるといった意見が多く見られ、上記各団体の構成員ではないデモの参加者の中にも、顔を隠す者が多数現れるようになったと。で、この後ね、結構むちゃくちゃなことがされるようになるわけね。顔を隠してるのをいいことに。それが縦見のとこです。で、そういうことでね、顔を隠してほらデモすること規制されてるでしょ。この後縦に読んでいくと対立利益が見えてくるから、なんで今回こんな規制したのかってことでね、対立利益が出てきますから。でそれが縦にです。前期の大規模なデモでは、参加者の大部分は平穏に集団行進を行っていたと。ここのところはあれだよね、今回その活動内容、団体内容関係なしに顔を隠すことを一律禁止してるから、ここのところ着目すると、ちょっとこれやりすぎな規制っていうにもなっちゃうかもしれないよね。平穏にデモやってる人についてまで顔を隠すことは制約しちゃうからね。ここのところを捉えると、これは規制対応厳しいっていう方向になってくるんでしょうね。あるいはその制約されてる権利利益の要望性が高いっていうみたいな感じでね、やっぱその顔を隠すからこそ職場等に気兼ねなくデモがまあできるって話で、逆に言えば顔を隠さなければ、気兼ねしちゃうからデモができないって話になってくる。そうなってくると、やっぱその、顔を隠してデモする自由自体の擁護性が高いっていうふうに評価できる可能性も出てきますしね。あと、そもそもその制約の対応自体が厳しいっていう、そういった評価もできるんじゃないかと思うんですよね。そんな感じで、で問題文読みながらこうやって考えていくのね。今なんか原稿があって私喋ってるわけじゃなくて、基本知識は一緒なの。皆さんと共有している基本知識はさっき のところに書いてあったものですから、矢島の促進プロコースで教えているものですから、それが頭の中に入っていることを前提に、こうやって問題文を読みながらこうやって分析をしてるんですよね。だ分析の仕方は日によって多少気分とか、その時のなんか疲れ具合とかによって違ってくる可能性がありますけどね。今日はこういう分析をしてますという感じになってきます。さて、で、今度ね、縦2の、3行目の途中のところからいきましょうか。縦2の、縦2の、2行目からいかないとダメか。顔を隠した、参加者の一部が商店のショーウィンドウを破壊する、ゴミ箱に放火するなどの暴力的な行為を行うようになった。ね、だんだん対立利益が見えてきましたよね。顔を隠してデモする自由を制約する対立利益が見えてきました。さらに、いくつかのデモは、ではですね、顔を隠した参加者の一部が警備に当たる警察官を負傷させ、それぞれ数十名逮捕される事態になったということね。で、次の段落、縦2の2段落目、逮捕者には前期各団体の構成員が相当数含まれていたと。ここはね、規制丸二の、規制の必要性につながってくるんじゃないかと思うんだよね。その顔を隠した人がほらデモの時にむちゃくちゃやっちゃってるのは規制丸一の多分必要性 で、そういうむちゃくちゃなことをやる人が、ある特定の団体にこう、ね、属していることが多いってことになるとさ、団体に報告義務をこう課す必要性が出てくるじゃないですか。監視する必要性が出てくるからね。だから、そういう点で、ここのところは、ね、規制丸二の必要性、対立利益のところにつながってくるんじゃないかっていう話ですね。
というわけでね、縦2の2段落目、もう一回読んでいきましょうか。縦2の2段落目で、逮捕者には前期各団体の構成員が相当数含まれていたと。しかし逮捕者の半数ほどはですね、それらの団体の構成員ではなく、もっぱら暴力的な行為を目的として、その都度 SNS で仲間を募りデモに参加していたものだった。でさらにそれ以外にもね、その場の雰囲気やに刺激された一般の参加者が、まあ、暴力的な行為に加わり逮捕された例もあったということになりましたね。で次の段落、集団行進の許可を求められた公安委員会は主催者側に適切な対応を求め、でまた所轄の警察署の警備を強化もしていた。しかし大規模なデモの最中に、ね、暴力的な行為が散発的に行われることから、集団行進の主催者も警察もそのような行為を行う者を事前に把握して対応することは困難であった。また顔を隠している被疑者の特定が難しい、逮捕者は暴力的な行為を行った者の一部にとどまっていたと。でこれポイントはね、インプットの勉強している時の一般的な知識ね、よくほら集会の自由とかのさ制約のところでさ、まあ、警察の警備によっても、まあ、対立利益が害されちゃうの時じゃないと集会の自由が制約許容されないんだみたいな話って多分聞いたことがあると思うんだけど、この事案ではその話は使っちゃいけないという指示誘導がされているようなものですよね。今回はその警察の警備ではもう対立利益は守れないっていう、守ることができないという事案設定になってますから、でそういう意味ではその一般的によくねインプットの勉強で学んでるような知識は使えないっていう話なんですよね。まあ、事案の特性を踏まえた論述をしていかなければいけませんのでね。まあ、論文試験ってこういうことなんですよね。で、まあ、だからそれある意味こうやって適切に事案分析するには、まあ、基本知識というのは理解と記憶できてないといけないんですけどね。でそれができた上でやっぱこのその基本知識で学んだ事案とね、この本番の試験の事案がどう違うのかっていうところでね、まあ、少なくとも今回は警察の警備によれば対立利益を守れるんだから今回の規制はやりすぎだから違憲だみたいな、そういう筋の答案は作っちゃいけないっていうことが少なくとも分かるんじゃないかと思います。さて、で今度ですね、次いきますか。縦3いっちゃいましょうか。縦3、このような状況に強い懸念を抱いた国会議員のエクスラは、まあ、次のような規制の内容の、ね、法律案を検討していますと。で規制丸1、顔を隠して、ね、集団行進に参加することを禁止するってことで、こういう流れでこう来てんだね。で規制丸2ね、でだから顔隠してむちゃくちゃやる人がさ、大体特定の団体に所属していることが多いから、まあ、その団体監視したいわけでしょ、まあ、そういうことで規制丸2があるわけですよね。集団行進において公共の安全を害する行為を行った者が一定比率以上含まれている団体を、ね、観察対象として指定し、当該団体がその活動のために利用している機関紙、ウェブサイト、 SNS のアカウント等について、まあ、報告を義務付けているって話なんですよね。で後でね、もうちょっと問題文のヒントをこの後読んで読み取っていって、特にね規制丸2の非侵害利益をどう捉えるかって話だと思うんですよね。こちらがその、ね、デモの参加者個人の人権っていうよりは、まあ、団体としての人権に、まあ、なってくると思うんだけど、でさっき口頭で、まあ、言った通りね、まあ、報告義務を課されるとまずどうなるかっていうと、常に監視されてるってことを意識することになるんで、むちゃくちゃなことを、要はやりたいことやれなくなっちゃうからね、まあ、団体としての、まあ、行動の自由、まあ、団体としての表現の自由、デモ行進の自由っていうのが制約される可能性も出てきますし、あとはそもそもその、ね、公権力から情報を、まあ、強制的に意に反して取得されるっていう、まあ、意味ではね、まあ、団体 の, その情報プライバシー権の制約にもなってきますし、自己情報コントロール権のね、団体としてのその自己情報コントロール権 の, 制約にもつながってきますし、と同時にその団体として自由に行動ができないっていうのは、まあ、団体の行動をまあ自由にすることを認める趣旨も含む結社の自由をまあ制約してるんじゃないかみたいな、まあ、そういう理解も基本知識がちゃんと頭に入ってると、まあ、いろいろ思いつくと思うんですよね。でこれは全部答案に書いてらんないので、この後もうちょっとヒントを探してね、まあ、自分が時間内に、まあ、とにかく半分取れればまあ受かるわけだからさ、こんなもん全部書いてられませんから、答案用紙に時間内にね、だもうちょっとヒントを探して、なんか自分が書きやすい人権、非侵害利益何なのかなっていうところを、まあ、見ていくと、まあ、いいんじゃないかと思いますね。あちなみに規制丸1どうですか。これ単純にデモ行進の自由が制約されてるってなっちゃうと、ちょっと事案の特性踏まえられないんじゃないかと思うんですよね。やっぱそのさっき の, 問題文、そのさっき読んだところにあったけど、顔を隠すからこそ気兼ねなく職場とかにね、学校とかに気兼ねなくデモに参加できるっていうふうに言ってるってことと、あと本件別にデモをすること自体規制禁止はしてないんですよ。でそうなってくると、この事案特性を踏まえると、今回はこの規制丸1によってね、単純にそのデモの自由が制約されてるっていうんじゃなくて、顔を隠してデモをする自由っていうものが、まあ、制約されてるんじゃないかっていうふうに構成するのかどうかって話なんでね、これはね過去問に慣れてるかどうかなんでしょうね。単純にこういう事案出されてさ、でインプットの方に書いてるようなデモ行進の自由のまま済むわけないなっていうのは過去問に慣れてると予想できるわけですよ。であえてこう顔を隠してなんてさ、面
白いこと書いてあるから、ここはやっぱ考えてほしいんだろうなっていうことが、過去問に慣れてるとね、やっぱりこう、そういう発想になるわけね。だから、こういうね、で、やっぱ過去問に慣れてる人は単純にこれで、規制丸一の非侵害利益をね、デモ行進の自由っていうのは見ませんよね。で、そういう目でちょっと慎重に見ていくと、先だとり、別に規制丸一はデモすること自体はね、禁止してませんから、あとはその問題文のさっきのヒントだよね。顔を隠すことによって、職場や学校に気兼ねなく、まあ、デモに参加できるってことはね、やっぱその顔、逆には隠さなければ、まあ、デモができないっていう話になっちゃうから、まあ、そういうところを踏まえれば、この規制丸一によって制約されている非侵害利益というのは、まあ、顔を隠してデモをする自由なんじゃないかみたいな感じで、まあ、その通りじゃなくてもいいんだけど、まあ、とにかく単純なデモの自由ってやっちゃったらまずいですよ。この事案でね、単純なデモの自由ってやっちゃったら、それはやっぱりその題に答えられないんじゃないかと思うんですよね。これだんだん慣れてくるはず。過去問やっていくとね、そんな甘いもんじゃないよってことが、てか言い方、面白くすればさ、受験生に考えさせようとしてね、楽しい問題を作ってくれてるわけだよね。で、このやっぱ顔を隠してデモする自由、規制するというところが、そこを楽しませようとして、こう面白い問題作ってくれてますからね。ここはやっぱりいろいろ考えた方がいいんじゃないかと思いますよね。さて、じゃあね、この縦4のところですが、縦4、問題文の縦4、別点資料は、規制丸1及び丸2の内容として検討されている法律家の骨子ですと。で、X らは、これ国会議員ですね、今立法をしようとしているね、立法を検討している国会議員 X らは、法律案の骨子につき、で、法律家候補で、これが皆さんになりますから、ちゃんと資格持ってること前提ですからね。だから反論とか、判例参考に論ずることになるけどね、適当なことやっちゃダメですよ。ちゃんと身のある議論をしていかなければいけませんからね。まあ、法律家候補に今相談しましたと。で、そのやり取りがね、会話になってますけど、この下見ていきましょうか。まずこうのとこですけども、まず規制丸1ですがね、暴力的な行為をしているものだけでなく、平穏にデモを行っている多くの参加者まで一律規制を及ぼすのはこれ行き過ぎじゃないですかってことでね、まあ、ここも確かに問題視してますよね。で、 X、規制丸1の目的は、で、ここでね、対立、目的っていうと、やっぱ規制の目的だから対立利益を読み取るヒントになるはずなんですよ。後でこう、利益考慮するときの天秤の他方の方にね、制約されてる人権の他方の方に、まあ、載せる、対立利益が大体こういうところ出てますけど、で、この規制の目的は、まあ、集団行進において公共の安全を害する行為が行われるのを抑止することであり、でもそれ自体を規制するつもりはありません。あとここもヒントになるよね。非侵害利益がほら、単純なデモの自由じゃないよっていうところね、デモ自体は規制してないっていうふうに言ってますから、それにもかかわらずこれでね、規制丸1がデモの自由だってやっちゃったら、これは相当事案を無視した論述になっちゃいますのでね、まあ、そういうところでいろいろヒントを、ね、読み取ってきます。で、この後ね、X の発言の2行目の途中のところですが、覆面や仮面で顔を隠している人はそのことで何かを伝えようとしているわけではないのですから、顔を隠さなくても集団行進を通じてメッセージを届けることは十分可能なはずだと。で、他方を覆面や仮面で顔を隠すことによって誰がやってるかがわからないという感覚が生じ、普段しないような行動に走る面があるってことでね、まあ、これ規制の必要性をまあ言ってるんでしょうけどね、まあ、そういうことで、否定できませんと。で、同じようなことはウェブサイトや SNS の表現一般めぐってもまあ問題だってことで、で、2ページですね、で、2ページの最初の項の発言です。で、これを顔を隠すことが許される正当な理由としてはどのようなものを想定していますかと。で、 X のところ、感染症対策とか健康上の理由でね、まあ、コロナの流行った時期にこれ問題作ってるから、多分コロナウイルスを多分想定したんじゃないかと思うんだけどね、まあ、感染症対策や、ね、まあ、健康上の理由で、マスクをする、あと進行上の理由ね、まあ、こういうのはいいんだって話 で、こういうところはちょっとこう規制の厳しさをね、ちょっと緩める、まあ、要素になってくるんじゃないかと思うんですけどね、規制の厳しさを緩める要素に今なってくるんじゃないかと思います。そして次の項の発言、次の項の発言、今度規制丸2ですね。これ団体のね、情報収集になりますけど、規制丸2、団体の規制に関する既存の立法と比べると対象となる団体の危険性がさほど大きくないように思いますと。だからこれ要は対立利益を守るためにちょっとやりすぎじゃないかって言いたいんだよね、きっとね。で、そこで X の発言ですが、公共の安全を害する行為を実効的に抑止するためには、そのような行為を助長している団体の活動を把握する必要があると。さっき言った通り、もう警察ではどうにもならないみたいね。ちょっと警察では把握しきれないから、急に、そういうデモとかやっちゃうからね。警察が事前に把握することは困難なんで、やっぱそのさっきの対立利益を守るためにはね、やっぱその報告義務付けないといけないみたいな、多分そういう話なんだと思うんですよ。まあそういうことで、今のところね、もう一回、その把握する必要があります。で、これが規制丸2の目的ですね。だからこれ対立利益を読み取るときの超ヒントになりますよね。目的って書いてくれてるからね。で、規制丸2を担当、するのは、公共の安全の確保のために最近設けられて設置されたね、まあ、A 委員会と、まあ、A 通長ですってことで、一応なんか専門の部署を設けたみたいですよね。だそういう点で、まあ、手続きはなんか慎重にしようとしてるんでしょうね。まあ、それが、その手続き慎重っていうのは、はい、皆さんに問題です。基準の厳格度を決めるときにどう影響しますかね。
まあ、ここはちょっと頭使わないといけないと思うんだけどね、そういったなんかこうね、専門の部署をまあ設けて判断するっていうね、規制の対象にすべきかどうかを判断するっていうのは、まあ、多分いろんな評価の仕方ができると思うんですけど、基本的に一般的に規制の厳格度にほら影響する事情っていうのはさ、まあ、権利の内容性質で用語性見たりとか、規制の対応ね、まあ、表現の自由といったら内容規制か内容中立規制かで、やっぱり基準の厳格度が変わるというのがアメリカの審査基準論だから、そういう意味ではその規制の対応ってところも、ね、大きな着眼点になると思うんだけど、こういうなんか手続きがしっかり、その規制をするときには、きちんと事前にそれなりの手続きを取ってるっていうところが、規制の対応がこれ緩いんじゃないかって形で評価することはいかがでしょうか。まあ、別にこれ答えが決まってるわけじゃないんで、自分の頭で考えなければいけないんですけども、仮にそう考えるんであれば、まあ、今の話は、その今のそのね、記述の部分のところは、まあ、基準を緩める、まあ、一つの要素になってくるって話だよね。まあ、もちろんこれ一発で基準決まるわけではありませんけどね、まあ、一つの要素になってくるというところになりますね。そして、今度ですね、次の項の発言のところ、あ、ここがごめんなさい、今のところね、すごく大事でね、2個目のね、今項の発言の2個目の項の発言で、その次のところ、X のところ今読んだんですよね。で、ここの次だ、ごめんなさいね、項の発言の3つ目の項の発言ですね。項の発言続いてますけど、項の発言3つ目 で団体の指定の要件に関してですがってところ でこの後ね、 X さんの発言見てください。で、ちょっとここが面白いかなと思うんだけど、 X の2行目、その構成員としては組織としての活動に継続的に参加しているものを想定しね、その監視対象になる、その団体はね、その継続的に活動している人が所属しているような団体なんだってことを多分言いたいと思うんですけど、でそこでその今の X の発言の3行目、SNS 等をフォローして集団行使に参加しているだけのものはこれ構成員に含みませんと、ね、こういう人が入っている人は監視の対象にならないよってことでね、言ってますね。で、次の段落、公共の安全を害する行為を助長している団体は、で、その線引いてあるところだけ見ていきましょうか。過去5年以内にデモにおいて法律案の骨子の第2の2の掲げる行為をいずれかを行い、あ、で、殺人罪とか放火罪とかね、まあ、いろいろ結構危険な犯罪をやるような話なんだけどね、まあ、これ後で見といてもらえればと思うんだけど、今ちょっとやめておきましょう、時間の都合でね。まあ、いずれにしろ、まあ、結構重大な刑法犯罪が列挙されてましたけど、まあ、そういった行為のいずれかを行い、まあ、処罰された構成員が全体の 10% 以上に、まあ、上りますと。で、構成員の 10% 以上という基準であれば、当面はその指定の対象を、実際に問題を起こした団体だけに絞り込むことが、まあ、できると、まあ、見てますってことでね、まあ、これ果たしてね、基準緩やかと言えるのか、その制約果たしてこれで的確にね、規制すべきものを、規制できるような内容になっているのかとかさ、まあ、いろんな見方すればいいんじゃないかな、制約の対応の多分これ厳格度とかのところに影響すると思いますよね。そして今度、次のところです、またってところで、また規制丸2で報告が義務付けられているのは、団体がその活動のために利用している、でこれね、媒体の名称だけなんですよ。ゆえに、この次の項の発言のところなんですけども、確認ですが、報告義務の対象となるのは、機関紙のほか団体が利用しているウェブサイトと誰もが見ることが、まあ、できるものなんですねと。で、 SNS でもそのサービスの利用者であれば自由に閲覧できる投稿しているアカウント等もね、含まれてくるという話ね。だから要は結局そのこういうウェブサイトを利用してますってことでさ、まあ、URL 報告するとか、まあ、その程度のまあことなんですよね。で、それって、まあ、別に報告しなくても、まあ、貢献力の方がまあ一生懸命探せばって話だけど、まあ、探して発見することはまあ可能だというものね、それが一応その報告義務の対象ね、規制丸2の報告義務の対象になっているところでね、だここをね、どこまで重く見るかによって基準の厳格度が変わってくるんだと思いますよ。こんな誰でも見られるようなものを単に報告義務付けてるだけなんだから、大した規制対応じゃないよっていうところを強調すればさ、まあ、あんまり厳しい基準で審査しない方向で働くでしょうし、まあ、一方で、まあね、でも実際に探さなければまあ見つからないわけ でそれを報告してしまって以上どういうことになるかっていうと、萎縮効果ってすごい大事で、憲法を見るときはね、さっきちょっとお話した通り萎縮効果っていうのが大事なんだけど、まあ、自分たちが活動に使ってる URL とかをこう報告することによって、まあ、いつも監視されてるんじゃないかっていう意識が、まあ、団体内に今芽生えてしまいますから、まあ、ちょっとこうデモやめとこうかなとかね、まあ、その団体の活動がこう制約されてるしまう可能性がありますから、だから、まあ、そういうところまで分析していけば、これは決して規制対応は緩やかなものではなくね、まあ、これは結構厳しい、規制対応になってるんじゃないかという評価も可能だと思います。で、これどっちもあり得ると思うんだよね。だからここは悩みになると思うんだよね。ここのところどっちなのかっていうところが、まあ、そこがほらさっきほら悩みを見せた答案じゃなきゃダメだから、いい点数取ろうと思った時にね。で、これどっちも説得的でしょ。だから悩むんですよ、自分のところで、ね、これ大した規制じゃないっていう人もいるだろうし、いやいやこれ萎縮効果につながるから、いや決して大したものじゃないとは言えないよっていうね、意見もあると思う。で、それぞれ多分説得的じゃないですか。で、悩むんですよ、自分どうしたらいいだろうっていうところで。で、そこまで来たらもう結論どっちでもいいから、まあ、自分の悩みを素直に書いたら、それでいい点数がまあもらえるのが、それが論文試験なんですよね。まあ、とにかく自分の考えをちゃんと書くっていうところが大事なんだと思います。で、このあとね、
最後の X のところを見ていきましょうか。一番最後の X の発言の3行目の、まあ、私がちょっと線引いてあるところなんですけど、まあ、代表者や幹部に限らず構成員が、個人名義のアカウントを使って団体の主張を流布する場合も含めてね、まあ、それらを網羅的に把握し団体の活動をほらでもここがヒントになるね。規制丸に決してこれ緩やかなものじゃないかもしれないよね。団体の活動を継続的に観察するつもりでこういう規制丸にみたいなのをやってるからさ、だからこれはやっぱりこれヒントになると思う。この問題ではね、継続的に監視されてるっていうことをやっぱり認識するよ。こうするとね、団体というのが認識することをこう予定してさ、それによって活動を萎縮させるってことをこれ目的にしてますから、規制丸にはね。だからそこまで分析するとこれ多分結構規制対応、ね、決して緩やかなものではないですよね、まあ、基準結構厳格なものが妥当しやすい事案だっていう、まあ、分析は可能かもしれませんね、まあ、こんな感じ。問題の分の見方はこんな感じね。で急にこういう話、今日の話ちょっと少しあれかな、難しかったかな、まだ慣れてない人は要はね大した話してないんですよ。基準の厳格度を決める考量素ってね、あんまりそんなにたくさんあるわけではなくてね、本当に大雑把に言うと権利の内容性質、これ要は権利の擁護性を見てるんですね。典型的に言うと二重の基準論の観点からさ、まあ、厳格な基準なのかそうじゃないのかっていうところ、例えばほら見るときに例えばそこ見ますよね、というわけで権利の内容性質、それからもう一つは規制の対応です。で表現の順で言えばほら分かりやすいけどね、内容規制なら明白現在の危険の基準で、内容中立規制なら、まあ、LR の基準みたいな感じでね、まあ、制約の対応によって厳格度って変わってくるじゃないですか。その辺のところがまず主な着眼点になりますから、基準の厳格度を決めるときにね。そしてさらにですね、まあ、経済の自由になりますけどね、まあ、日本の最高裁なんかは規制の目的、まあ、やっぱ立法裁量をどこまで裁判所が尊重するかというのが経済の自由の問題なんでね、二重の基準を踏まえるとね、だそれでねやっぱその立法目的というのはすごく重視されるんですけど、まあ、経済の自由なんかだと、まあ、結構立法目的というのを見ていきますね、まあ、その一応こう純粋な学説とか審査基準論化すると、まあ、そんな感じのところになってきます。ところが日本の最高裁は経済の自由じゃなくても、さっき言ったとおりその猿払とか堀越みたいな感じでね、まあ、公務員の政治活動の自由ですけど、まあ、政治活動の自由の制約が問題となるような時でもね、まあ、対立利益を見て基準の厳格度を決めている可能性がありますので、だそういう点でその対立利益というのは規制の目的なんですよね。そういう意味では判例の立場で書こうとした場合は、その規制の目的、まあ、今規制の目的というのが問題文にも挙げられてましたけども、そういったものが基準の厳格度に影響する可能性が出てくるって話なんですよ。日本の最高裁の立場によるとね、アメリカの審査基準論では決してそれが影響することはないんですけども、まあ、判例の立場を取ろうとする限りはですね、この問題文に出てきた目的、つまりその対立利益の擁護性がそこに示されているわけなんですけども、まあ、それが基準の厳格度に影響しうるんだって話になってきますね。だこういうところを踏まえて、まあ、何をどの順番で書くかって毎回考えてね、多分影響に答え出ないですよね。だからこそ基本知識の理解と記憶を深めつつですね、同じ問題を繰り返しやるんですよ。で決して同じ答案になることはないと思うんですよね。あと仮に同じ法律構成になっちゃったとしても、その利益考慮の仕方が上手くなってるはずなんですよね、まあ、そういう点で事実の評価が上手くなったりとか利益考慮の仕方が上手くなってるはずなんで、まあ、そういう点でどん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 法的思考能力を磨いてもらうこの材料にしてもらいたいってことね。この過去問のところをね、今言った通りも本当にいろんなこと考えられそうでしょ。特に規制丸になんかだって非審議大変ですよこれ。いろんなこと考えられちゃうからね。でこれ全部書けないでしょ。とてもじゃないけど試験時間内にさ書けないじゃないですか。でそれと絞り込みかけていかないといけないんだけどさ、で絞り込みかけておくときにやっぱ問題文のいろんな事情を見てさ、まあ自分だったらこの辺の事情を使いやすいから、じゃあ今回はこの非侵害利益でいこうとかさ、まあそういうこと考えるんだけど、そういう思考を積むことによってね、同じ問題でもいいからそういうことを繰り返すことによって、初めて見る問題でもね、まあいろいろなんか悩みが出た時にさ、これ非侵害利益どうしようかなってなった時もね、時間内になんか書けそうな非侵害利益の選択をする能力がちゃんと知らないうちに身についてますんでね、まあそういうことで繰り返しやるってことね、が大事ですね。はい、じゃあそういう中で設問もう一回確認していきます。設問、あなたが検討を依頼された法律がこうであるとして、規制丸1および丸2の憲法適合性については論じなさいと。なおその際には人に応じてね、参考すべき判例や事故の見解と異なる立場に言及することね。でこれ法律家の立場だから、さっき言ったように適当な争点設定しちゃダメだからね、判例とか事故の見解と異なるのはいいんだけど、それぞれ説得的な、ね、話ね。さっきの説得的な反論としては、さっきのあれだよね、その報告義務のところのさ、規制対応の厳しさは多分どっちも成り立つと思うんですよ、ね、大した制約じゃないっていうのもあるだろうしね、まあ、一方でその萎縮に、団体としての活動にいろいろ萎縮つながっちゃうから、決して大したものじゃないっていうところでは出てくると思うけど、それはね多分本物の訴訟でも各代理人が言うと思います。それぞれの自分の依頼人に有利なこととして説得的にね、もっとちゃんと言うと思うんだけど、言うと思うから、そういうところですよ、この反論のところはね、まあ、そういうところをこう見つけていかないと、まあ、いけないということになってきますね。で必要に応じてっていうのもポイントね。何でもかんでも反論すればいいわけじゃないからね。自分が勝負できそうなところをこうね、ポイント絞って争点設定する、憲法上の争点設定するっていうつもりで反論をね出したりとか判例出したりとかするといいんですよね。じゃあ今日はね、このあとね時間の都合でまずね9ページちょっと見てください。これ出題の趣旨なんですけど、
出題の趣旨ね。で、非侵害利益のちょっとね、あの話を簡単に確認します。R3-9 ページのところの、これ出題の趣旨 で縦位置こんな感じになってます。本文は匿名表現の自由の制約、あと結社の自由、団体その他構成員の表現の自由、プライバシーの権利の制約ね、これ規制丸いんだけどね、の可否を問うものですと。で2個目のブロックです。規制丸1は、まあ、集団行進ね、まあ、集団自由運動も含む、まあ、つまりデモ行進ですね、における公共の安全を害する行為の抑止を目的に、これ対立利益です。あ、だからこうやって対立利益書いてくれてるからね、これ何のために書いてるかって言ったら考慮するための対立利益ですから、まあ、そういうことで、この公共の安全の行為を抑止を、ね、目的に、行進参加者が覆面や仮面等で顔を隠し要望の確認を困難にする行為を禁止するものだと。でこれやっぱあのさっき言った通り、ほらあのデモ自体禁止してないからね、あと問題文にね、あの顔を隠すからこうデモに行けるんだみたいなね、職場とかに気兼ねなくまあ行けるんだってなってるから、まあ、逆に言うと顔を隠さないとデモできないってなっちゃうから、だから顔を隠してデモする自由ね、まあ、それが問題になってるんじゃないかっていう話なんだけどね。でその点のところがこの2個目のブロックの3行目のところ、単に集団行進への参加の対応の制約にとどまらず、でこれちょっと難しい言葉使ってますね、匿名での表現の制約ね、まあ、この言葉使わなくていいですよ、まあ、要は顔を隠してデモする自由で十分だと思うんだけどね、まあ、一応これをあのもうちょっとこう工学上の用語っぽくねして、あの学問上の用語っぽくして、まあ、匿名での表現だっていうふうにあの言ってますけどね、まあ、要は顔を隠してデモする自由で今回の問題は十分だと思うんですけどね、まあ、そんな感じの制約で、そういうところをあの発見するってことが大事になってきますね。で今度規制丸2です。規制丸2は公共の安全を害する行為を実効的に抑止するために、そのような行為を助長する団体の活動を把握し、集団行進に際し所要の措置を取ることを可能にするという目的のもとね、これ一応対立利益ですね。で3行目、集団行進において公共の安全を害する行為を行った者が一定比率以上含まれる団体を監察対象と指定するとともに、当該団体がその活動のために利用している機関紙、ウェブサイト、SNS のアカウント等について報告を義務付けるものね。たださっき言った通り、その URL とかそういうところをこう出せばよくてね、別になんかパスワードとかのそういうところまであの出す必要はありませんのでね、だから一応こう報告義務の対象になっているものは誰でもこう見ることが、ね、できる、まあ、そういうものなんですよね。ということで、まあ、報告を義務付けるもので、また上記の目的に加えて、団体の活動を観察対象とすることで団体の表現活動を抑止しようとする狙いがうかがえる。これはね、ここ問題文のどこに対応しているのかっていうと、おそらくあのさっきの2ページの最後の X の発言、ほら最後ちょっと一緒に読んだところ、さっき皆さんと、あの2ページの一番最後の X の発言の3行目4行目ですよ、ここですよ、ね、ちょっともう一回見ていきましょうか。2ページの一番最後の X の発言の3行目、代表者や幹部に限らず構成員が個人名義のアカウントを使って団体の主張を流布する場合も含めて、でこの後ほらそれらを網羅的に把握し団体の活動を継続的に観察する必要があるってことになってるからね、だからここのところが、ね、ヒントになると思いますね。まあ、こういうことであのやってるんだなって、この辺のところは非侵害利益をねちょっと構成すると、あの出題者の意図にねあの答えやすいってことなんだよね。結局ある意味あのちょっと国語の試験っぽいですよね、論文あの試験ってね、まあ、どの科目でもそうなんだけど、インプットの一般的な知識だけ書いてもあのやっぱ抽象的な事案に合ってない答案になっちゃうからね、いい点数もらえないんですよね。である意味その問題文の事実関係をあの的確に分析してね、出題者の気持ちを読み取ってあげるっていうね、知識を聞かれてるわけじゃないから、やっぱり論文試験っていうのはね、問題文をちゃんとこうあの読んで何が問われてるのかっていう理解するね、そういうあの力っていうのがすごい大事なんですよね。だから復習の時に問題文何回か やってる、あの同じ問題やってるうちに問題文を覚えちゃうと思うんだけど、でもそれでも過去の答案をなぞるっていう形で復習するんじゃなくてね、問題文にこういう書き方をしているから出題者はきっとこういう論述を、ね、受験生に求めてるんだろうって、そういう分析の仕方を毎回してほしいんですよね。で最初分かんなかったことがだんだんあのよりいいことを思いつくようになってくるはずだから、同じ問題繰り返すことによってね、でその能力が身につくと、そういうことやってない人と比べると本番の試験でできるんですよ。あのそういう相対的な問題だけど、そういう能力を、そういう訓練を全くしてない人と比べてね、初見の問題であの第一に答えやすくなるんですよね、まあ、そんな感じね。さてじゃあまたあの出題の趣旨のところ戻ってください、9ページです。9ページの3つ目のブロックのですね、今ね、下から3行目のところを見ました、もう一回行きましょうか。団体の表現活動を抑止しようとする狙いも伺えるってことね。でかかる措置は、結社の自由、団体の表現活動、プライバシーの制約に加えて、その構成員の表現活動のプライバシーをもまあ制約するってことで、非侵害利益めちゃくちゃ挙げられてますよね、まあ、ちなみに規制丸にも確かにさ、団体の自由を制約すると結果的にその構成員の自由の制約の問題にもなってくると思うんだけど、まあ、それを書くかどうかは別ね。でも一応理論的にはあのそういうこともまあ、あり得るって話だよね、まあ、構成員自身の、あのまあ、なんか非
侵害利益は結構規制丸1のところでやってるからさ、まあ、丸2でなんか目立った非侵害利益って多分団体の方に多分本番の試験で受験生この問題文見た時にまあ目が行くと思うから、まあ、基本的にね満点取んなくても合格できるっていう観点からしたら、まあ、団体の順に着目すると面白いかもしれないですよね。規制丸1との対比でね、規制丸1はその団体の構成員個人の人権の問題 で規制丸2はその団体の人権のまあ問題ですと。で団体の人権の問題としてはさっき言った通りね、まあ、報告が義務付けられるとどうなっちゃうかというと常に監視してるってことをこう、ね、認識することになってやりたいことができなくなっちゃうってことでさ、団体としてのまあ表現活動の自由の制約になりますし、まあ、その情報を、ね、強制的にこう取得されるっていう点で団体の自己情報コントロール権 の制約ね、情報プライバシー権 の制約にもまあなりますしね、で自由な活動をするってことがこれが結社の自由にまあ含まれてるんだっていうまあ見解に立ちますとね、これ同時に結社の自由の制約にもなると思うんですよね。だけど一応この辺のところを一つ隔離して、でどれか一つピックアップすればいいと思いますね。まあ、視点の人は欲張りですからいろいろありますけどね、まあ、本番の試験でまあ半分ぐらいの点数、半分前後ぐらいの点数を取って受かろうとまあするんであれば、この団体のところはいろいろ非侵害利益があるけど、まあ、問題文の事実関係との関係で自分が勝負できそうな、まあ、非侵害利益で復習のためにだから勝負する人権変えてもらってもいいんですけどそのために学力が皆さん の法的思考能力が上がりますんでね、まあ、そういうことをやっていただければいいんじゃないかと思いますね。そして採点実感に飛んでいきましょう。特にやっぱ採点時間が大事ね。さっきほら、ボロクソ書かれてたでしょ。過去の採点時間に書いてあるのに、これまたやりやがったな、みたいな感じでさ。で、これもう厳しい評価になったみたいな感じで言ってますから。だから、そういう点でね、やっぱ採点時間でめちゃくちゃ大事なんですよ。やっぱやっていいことを、やっちゃいけないことをいろいろ書いてくれてるからね。で、まぁ、ちょっと時間の都合で全部はお話できませんけど、例えばね、悪い答案の、例としては、いい答案も含めてじゃあ紹介した方がいいか。15ページ見ていただけますか、15ページ。規制丸1のところですけれども、今回高く評価された答案はね、15ページの第2縦1の括弧1のところです。人権は具体的事案を離れて、ほら、一般的な憲法上の保障に値するものとして観念されるものですと。で、この点で匿名表現の自由を憲法21条の下で保障される権利類型の一つである、まあ、ことを十分論述した答案は、匿名での表現、いや集団行進が憲法21条の保障のもとにあることを当然の前提とした論じたよりも高く評価できたと。これどういうことかというとね、おそらく言いたいのはね、これ単純にデモ行進の自由の制約だって構成しちゃった受験生が多分結構いたんじゃないかと思うんですよね。時間がまあなくてね。でその中で顔を隠すってことをその、まあ、制約対応の一つとして単にね捉えてしまって、その顔を隠すってことを非侵害利益の人権の中身そのものにこう入れることができなかった人がいたんじゃないかと思うんだけど、それがやっぱ良くなかったっていうかね、その事案にやっぱ踏まえたやっぱり論述ではないんですよ。やっぱさっき言った通り今回の規制でデモをすること自体は禁止してませんからね。あと問題文にやっぱその顔を隠すからこそ職場や学校に気兼ねなくデモに参加できるって記載が結構目立つように書いてありますから、まあ、逆に言えばその顔を隠さなければ、まあ、じゃあデモができないんだっていう形で裏から言えばそういう評価ができると思いますので、まあ、その辺のところからするとやっぱ非侵害利益の設定段階でもう顔を隠すってこと自体も非侵害利益の中にもう入れ込んでいくと、単なるその、ね、デモの自由の制約対応の一つにとどめるっていう位置づけをするんではなくてね、その非侵害利益の中にまあ入れ込んでいくと、まあ、いい点数がもらえたんじゃないかなって話なんですよね。でほらこれでまた思考能力が上がるじゃないですか。で自分が受験生の時はねこうやって自分でやるわけ、採点実感の分析を。まあ難しいですよね。だからまあ分かんないの飛ばしてきますから。だけど勉強進んでねまた戻ってきた時に分かるようになってる時がありますね。ちなみに憲法6スポを勉強したことがない人が今の過去一のところを読んで今みたいな理解は多分できないと思うけど、まあ、でも勉強進んで戻って読むとね分かっちゃうんですよね。これがねその科目の多分基本的な思考能力が身についた証拠なんだと思うんですけどね、まあ、そんな感じで同じ問題を復習することによって徐々にその科目の学力が上がってきますのでね、だから繰り返しがすごく大事だっていう話になってきます。さてじゃあ今日はね時間の都合でちょっと私の答案用紙型の回答例行こうとするとちょっと時間があれだな。でも2時間超えちゃいそうだな。よしここはちょっと切りがいいので予告通りね2時間ぐらいの前後のところでちょっと休憩を取りますのでじゃあここで1回休憩で、休憩後にちょっと回答例の話をしていきますね。じゃあ一度休憩します。はい、ではね、1回目の後半を続けていきます。令和3年のね回答例の話をねしたいんですね。で回答例は令和3年の項目の一番最後に答案用紙型の回答例がありますから、で今日はね時間の都合で復習の時はねこの回答例だけ見ても多分理解できないところがあると思うんで、理解するように丁寧な文章は25ページ論点確認という形で書いてありますので、回答例のうちいろいろ理解できないところがあったらこっちに戻ってもらえるとね割りかし丁寧に書いてありますから、こちらの論点確認の方ね。で今日はちょっと授業 の時間の都合でねちょっと論点確認のところはとりあえず置いておいてね、回答例答案用紙型の回答例の方をちょっと中心にねお話ししていきたいと思ってます。では答案用紙型の回答例令和3年のね項目のところの中では一番最後のところですね、で、そのね8分の1ページ答案用紙型の回答例8分の1ページになります、で
まずね、縦1、第1規制丸1ね。で、まずね、非侵害利益特定しましょう。で、3行目のとこです。規制丸1は正当な理由なく、まあ、顔を隠して集団行進ね。まあ、取材の詩に、なんか匿名表現って書いてあったけど、まあ、難しい言葉使うのはちょっと嫌なんでね。まあ、その場でなんか思いつくそうなものとしてね。まあ、とりあえず顔を隠して、まあ、集団行進を参加することを禁止した上でね。で、違反者に過料を科すものですということでね。で、この点、まあ、集団行進ね、まあ、以下デモと言いますが、まあ、参加すること自体を禁止するものではないため、権利利益を何ら制約するものではないという立場があり得る。時間がなかったらここは端折りますね。まあ、これおかしい、おかしい。どうする皆さん。これ、何ら利益、こういう理屈でさ、何ら制約しないでどう、何の利益も。これまずい。反応が良くないな。じゃあ、やめといた方がいいですよ。これで、うんうんってね、みんながうなずいたら、それは多分多くの人がさ、まあ一応こういうことも成り立つんだろうなっていう、ね、理解が得られるところだから、まあそこ書いたかもしれないけどね。まあ今の反応だったら、まあ時間がなかったらやめといた方がいいじゃないですか。はい。これ自分で判断するのね。だから、答案に線引いて覚えちゃダメってこういうことなんですよ。毎回自分で何をね、どの順番でどう書くのかっていうのは、毎回考えないと、まあ、いけないからね。でそこでこの後しかし、6行目、実際上顔を隠すからこそデモを気兼ねなく自由にすることができるものが多く存在する。これ問題文の事実を引っ張ってます。問題文の事実を必ずね、なるべく活用してくださいね。じゃないと事案無視した答案になっちゃうからね。いい点数もらえませんからね。というわけで、実際上顔を隠すからこそデモを気兼ねなく自由にすることができるものが多く存在するという事実が存在することを踏まえると、まあ、顔を隠すことを禁止されたものが事実上ね、デモをすることができなくなったため、まあ、デモの自由に対する萎縮効果が生ずるということで、結論、10行目、非侵害利益としては、ね、顔を隠してデモする自由にしました、ね、こんな感じです。で、この後、ね、憲法の人権 の話をするときは、ね、まず法令や処分がね、まあ、なんか人権制約していると思うんだけど、問題文って大体で、その時にまず、ね、何が どんな利益を制約しているかということをまず見るわけで、その制約されている利益がじゃ憲法上どう位置づけられるのかね。場合によっては憲法上もう保障されていないという権利も出てくる可能性がありますから、だからそういう点で憲法上どう、まあ、位置づけられるのかということで、この2点を確定することになりますね。でそれが確定されると、まあ、適切な枠組み設定の話にこう進みやすいんですよ、まあ、そういうことでね、まあ、法令や処分が、ね、どんな利益を制約しているんだろうかということで、まあ、今回処分というかまだ立案段階なんでね、法令立案段階なんで、まあ、法令の話しかしませんけど、法令意見の話しかしませんけどね、まあ、その、今回の条例がね、規制丸1がどんな利益を、まあ、制約してるのか、でそれがね、憲法上どう位置づけられるのかどうかね、まあ、そういう話になります。で憲法上の位置づけがですね、縦2の、括弧1から12行目からいきましょうか。8分の1ページの12行目で、でここはちょっとね、判例をもし踏まえるなら、東京都公安条例事件がですね、デモの、デモ行進の自由を憲法上位置づけてるんですよ。でちょっと12行目のところですが、デモは動く集会として集会の自由を規定する憲法21条1項で保障されるとの、まあ、見解があります。しかし集会はその場に留まっているところに特徴があるに対し、その場に留まらず移動しながら表現活動するデモにはですね、まあ、集会の前期特徴がないと。でこの点、でもし判例を生かすならここで生かすことが可能ですね。東京都の、ね、公安条例事件ですけど、でそれはデモは、一般大衆に訴えようとする何らの、思想主張感情等の表現を内包するものとしてね、これぐらいなら覚えられるでしょう。矢島促進プト講座でもこの東京都 この事件さ、短くまとめて黒丸つけてありますから、覚えられるぐらいの量でね、まあ、そんでこれぐらいのこと書けると思うからね、まあ、そういうことで表現の自由として、まあ、憲法の保障が及ぶことを認めてということね。あと一応今日1回目だから言っときますけど、これ答案に線引いてさ、でこのデモ判例がデモ行進のことをこう言ってるって、この答案例で覚えちゃったらこれ不正確だから、判例の言葉だいぶ崩してますからね。だからこれが基準になっちゃったらどんどん不正確になってちゃうから、だから覚えなきゃいけないのは基本知識の項目のところのところね、あそこに黒丸つけてますから、そちらの方ね、矢島の促進プト講座で学習済みの方はそちらのテキストですよ。覚えるべきはそちらね、そこで黒丸つけてるから、覚えなきゃいけないことはね、でそこを付箋つけといてさ、たまに見返すんですよ。覚えてるかどうか確認するためにね。この論文式の回答例ってのはもともと不正確だから、ほらカチカチにだってその判例のフレーズそのまま書いたらだって時間足んなくなっちゃうんだからさ、それは崩しますよもちろんね、なのでもともと不正確なんですね。まあそういうことでね、一応こういう書き方、こういう要約の仕方がありますよぐらいな感じね。まあそういうことで15行目、東京都公安条例事件判決は、あと1回目だから言っとこう。これ、判例はでもいいです。その代わり、どの判例がこういうことを言ってるのかってことを、採点者に分かってもらえないと、判例を踏まえた論述をしたって認めてもらえないから、不利になりますからね。で、憲法に関しては、重要判例の名前ぐらいは、もう知ってるっていうのは多分前提です、憲法に関しては。他の科目はなかなかそうはいかないと思うんだけどね。憲法ってやっぱ判例基本だから、憲法っていう学問はね、やっぱ判例基本なんで、重要な判例の名前は、やっぱ出せることが多分
前提になってますよ、憲法の試験はね。でもここ別に判例まで書いても点数は変わんないと思います。別に事件名出そうが出す前がね。その代わり判例はってやっちゃったら本当にどの判例のことを言ってるのかってきちんと正確に特定できるような内容を書かなければいけないんで、まあ、その点不利になりますよね。なんかその論述内容も曖昧だし判例の名前も出してないってなったらもう最低限に伝わんないから、あの判例踏まえた論述になってないからね、そこは点数になりませんから気をつけてください。というわけでね、まあ、別に判例はでもいいんだけどね、あの、まあ、その分特定しないといけないので大変ですよってことね。でとりあえずこの後ね、あの16行目、まあ、表現の事として憲法の保障が及ぶことを認める。でデモは、一般市民が容易に利用できる意見表明の手段で、これにより自らが、まあ、望む、ね、表現活動を行うことができるところに着目して、その他一切の表現の自由として、まあ、憲法21条で保障されると考えられる。でこうした意味でね、まあ、判例の立場は妥当だよってことね。判例は、ね、条文上の位置づけまで言ってないんでね、あの憲法もね他の科目と一緒で条文が大事なんですよ。だから判例区に今条文触れてないんですけど、まあ、そこを条文につなげたっていう感じですね。あと判例紹介するときはね、あの、まあ、判例に乗る場合と判例を批判してその当該判例とは違う立場をこうまた、ね、論じする場合とかあると思うんですけど、これは判例に乗ったパターンね。でこれ妥当だっていうことね。判例はこうです。でそのままその判例を前提に書いてたら、はい、皆さんその答案ってどう思いますか。何にも考えてない丸暗記の答案になっちゃうでしょ。だから判例を挙げたらそれに乗るのか乗らないのか乗らないのかっていうのは示さないといけないんですよ、自分の考え方をね。で私はこれ乗りますと、これ妥当だからねいいんですということで、まあ、それで乗っていきますね。でもう一回言うよ、悪い答案の例、判例はこうだ、でもそのままそれの判例がいいか悪いかということを書かずにさ、もうその判例の立場でそのままあの淡々と書いちゃうっていうね、それは良くないと思う。もう丸暗記の答案なんですよね。判例の挙げたらこれはいいのか悪いのかで、ところはあのちゃんと意見を一言でもいいから書いてください。それが判例を踏まえた論述ということになりますね。さてで今度、括弧にですね、で21行目でここで単なるデモの自由でなく、あここはちょっとね論述を広げようと思ってね、あの時間がなかったらこんなはしょっちゃいますけど、論述を広げるための部分のとこです。ここで単なるデモの自由じゃなく顔を隠してデモする自由という類型の人権がね、まあ、表現の自由として保障されるかがまあ問題となるということで、ちょっと話を深めてあげようって話ね。でこの点規制丸1で問題とされているデモのように顔を隠すこと自体に特定のメッセージを伝える意味が、まあ、ない場合はね、こうやって問題文の事実を使います、顔を隠すこと、あで2あと8分の2ページの1行目ですね。顔を隠すこと自体を憲法で保障する必要はないとの立場があり得る。はい、皆さんにちょっと聞こう。これどうですかね、反論、まあ、一応これ自分の立場じゃないんだけどまあ判定の立場として挙げたんだけど、これどうでしょうかね、ありえますかね。ダメ、じゃあやめた方がいいですよ、これ。で、これもあり得ると思ったら書きゃいいんだって。そんな感じ。で、毎回考え方変えていいですから。あの、まあ、こんなの おかしいよなって前は思っててもさ。まあ、なんか改めて復習したら、まあ、一応こういうのもありから。で、前はこれでいいと思ってたけどさ。いや、こんなの意味ねえじゃんね。論述の全体からしたら、こんなところに争点設定したってしょうがないだろって思ったらさ、今やんなきゃいいし。だ毎回考えないといけないんだよね。だそういう意味で答案に、人の答案とか、自分自身が書いた答案もそうなんだけどね。自分が過去に答案、に線引いてね、覚えちゃいけないんですよ。毎回考えないといけないの。問題文との関係で何をどの順番で書くのが適切かっていうのね。で、そうすると初めて見る問題解けるようになりますから。でそういうことでね、8分の、2ページの、ね、2行目、ここから先は自分の考え方になります、顔を隠すからこそ、でこれ問題文の事実を引っ張ってます、報道で顔が映る心配がなく、就職活動や職場のことを気にせずデモに参加できるとの声が SNS 等で多く見られるようになり、顔を隠してデモに参加するものが多数あるようになったことを考慮すると、論文試験って問題文の事実 の、ね、注意あの引用とそれに対する評価を加えることの繰り返しなんですよね。事実を挙げるだけはダメね。あの事実を挙げたら、問題文の事実を挙げたら、それに対してあのその各科目の、ね、法的な枠組みとの関係で意味付けをしないといけないんだけどね。でそこでその意味付け部分のところが、その法的な評価のところが4行目の終わりの方かな、匿名で表現活動をすることに独自の憲法上の、ねまあ、意義を、ねまあ、認めるべきだということで、まあ、自分の意見を書きます、まあ、したがって、顔を隠してデモをする自由という類型の権利は、まあ、その他一切の表現の自由として憲法21条1項で保障されるということね。こういうふうに構成することによって、ほら今回本件単なるデモの非侵害利益は、ね、単なるデモの自由じゃないよということでね、顔を隠してデモする自由なんだよということを、ねまあ、示すことができます。でその憲法上の条文上の位置づけはその他一切の表現の自由ということでね、まあ、憲法21条1項にまあね、位置づけることができるわけですよね、まあ、こんな感じでやります。さてじゃあこの後、ね、あの判断枠組み立てましょう。でほらさっきいろいろ、ね、いろんなところ着目したけどさ、まあ迷いますよね、今回どの枠組みでいくのかね。でそれが、8分の2ページの、8行目のところね、縦3、制約の憲法を適合する判断枠組みのところね、あと1回目だから言っておきます。あのこの見出しつけてもね、見出しのところに点数はくれませんので、だけどそれをつけることによって、あの採点してる人に自分が書いてることの意図が伝わりやすいっていう、そういう効果がありますね。でこれね、見出しどこまで丁寧にするから、あの利益考慮です、まあ、とにかく見出しのところは点数いってももらえないから、だからあんまり長すぎるとね、やっぱ時間の無駄で
ですから、だから端的にね、これから自分が書こうとしていることが伝わればいいです。逆に言うと文章がちゃんとしっかり全体的にしっかり説得的に理論的に書けるんだったら見出しがなくても読めちゃうからね、まあ、そういう人は見出しつけなくてもいいんだけどね、まあ、この見出しつけるかどうかっていうのはあの皆さんにお任せしたいと思います。まあ、いずれにしろ点数は一定もつかないところだからね、論文試験ではね。さて、でそこで9行目のところですね、でまずねこれ、規制丸1の憲法定義をどの程度の、ね、厳格度で判断すべきかに関しては、まあ、顔を隠してデモをする自由が、あこれ面白いと自分は面白いと思ってるんだけどちょっと難しいかなと思ってね、下線を外してるところなんですよ。でここね、私は個人的には面白いと思って自分で書いたんだけどね、これどうかな、ちょっと皆さんどう思うかな、ちょっと聞いてみようか。顔を隠してデモをする自由が表現の自由として保障される以上、公共の安全を確保するという規制目的の達成のために顔を隠すよりも、例えばですよ、これ一例です、顔を隠すよりも緩やかな規制手段の有無を検討した上でその手段が存在することを理由に規制が合憲であると判断する目的手段審査の、ね、手法を形式的に適用しては、せっかく顔を隠してデモする自由を、ね、憲法上保障されると結論付けたことに矛盾するんじゃないかということで、今回はだからこういった目的手段審査で特に LRA 審査みたいなものをしちゃいけないんじゃないかという、そういう自分の考えですね。ここはもしかしたらちょっと難しいかもしれないかなと思って下線は外してありますが、理解できる人はあのちょっと参考にしてほしいと思う。ここのところはね、自分が皆さん自身が取り入れるかどうか別としてね、あ、じゃあなんかこういう着眼でもあるんだなみたいなね、まあ、私の完全な現場思考ですけど、ここはあの取り入れられるんだったらね、自分がやるかどうかは別としてこういう考えもあるんだなってことでやってもらえると思います。でこの後ですね、そこで、14行目、そこで規制丸1が憲法21条1項に適合するかは、本文自由と同様に、憲法21条1項を根拠に保障される集会の自由の制約の憲法適合性について二重の基準論を踏まえて厳格な判断枠組みを提示した泉佐野市市民会館事件判決を参考にするのが、ね、これ妥当なんだみたいな感じでやりました。で一応17行目のところで、あのこれ規制丸1でメインにすべき判例ね、まあ、いろんな判例関係するんだけど、さっき言ったように東京都の公安条例事件とかいろいろあるんだけど、まあ、今回多分一番あの基本判例なんか踏まえて、ね、厚く論じたいと思ったら、多分泉佐野市の事件がこれが一番参考になりやすいんじゃないかと思うんですよね。まあ、集会の自由とデモの自由とで、まあ、違うんだけど同じ21条の、まあ、問題でね、まあ、個人の意見、みんなあのこう集団で意見を伝えようとしている点では、まあ、共通性ありますのでね、まあ、そういう点で、まあ、泉佐野市の事件が、まあ、いいんじゃないかというふうにあの思いますね。で18行目、同判決は、あでこれに乗るかあのこれ参考にして検討するのが妥当でさ、で自分がまだこれに乗るかどうかっていうのはこれからの話だからね、でこれからあのそれを検討します。18行目で、ここから先があの判例を踏まえた論述なんですよ。同判決は集会の自由の制約はあの二重の基準論に触れてるんだよね。あで結論、はい、皆さんに問題です。あの泉佐野市あの21条1項のさ制約の憲法で合成問題となったんだけど、二重の基準論踏まえてさ、で結構厳しい基準立ててるんですよ。まあ、結論は合憲なんだけどね、でもあの結構厳しい基準立ててます。でも一方であの破壊活動防止法の、ね、表現活動の自由の制約の問題 の最高裁判例は、あれはもうまともな審査しないであっさりもう公共の福祉の名のもとにあっさり合憲に増してるんですよ。同じ21条の、ね、1項の表現の自由絡みの問題が、制約が問題となってるのに、なんでこうも最高裁って温度差があるんだろうなっていう話なんだよね。でおそらくこれってやっぱりね、あの事案分析して枠組みの厳格度決めてるからなんだよね。日本の最高裁ってアメリカの審査基準論と違ってね、やっぱりその事案分析して厳格度決めてるんですよ。でそういう面で、はい、皆さんでここで問題ですよ。泉佐野市の事件で結構厳しい基準立てたっていう評価が一般的にされてるんだけど、これどういう事案が前提になってると思いますかっていうと、あもううなずいてる人いるね。あのそうなんです、あのこれはね、集会のように供された公の施設で集会をする自由の制約が問題となった事件なんだよね。集会のように供された公の、あ集会のように供された公の集会施設で、ね、集会をする自由 その、ね、制約の憲法21条1項適合性が問題となった事案でさ、で擁護性高そうでしょ。で一方その今の破壊活動防止法の要は犯罪を扇動するような表現行為ね、犯罪を人に他人に犯罪をそそのかすようなあの表現行為、これは、まあ、まともな審査しないであっさり合憲にしちゃってるんだけど、やっぱりその擁護性が違うんじゃないかって話なんだよね。対立利益の、まあ、擁護性の話と人権自体の擁護性の話ね、まあ、そういうことで同じ21条1項の適合性問題って何にもかかわらず判例はね、厳格度全然違うんじゃないかって話になってくるんですよ。でそういう理解があると、これからこの本件の事案を分析して、果たしてこのね、泉佐野市のこんな厳しい基準が妥当する事案なのかってことをこれ分析していかないと、まあ、いけないって話になるん でこれがメインになります。あの判例踏まえた論説しようとした場合、まさにここがメインになります。規制丸1はね、ここのところがメインになると思います。でそこで18行目、同判決は集会の自由の制約は、まず判例を、ね、要約していくといいと思いますよ。どんな判例だったのかっていうのね、まあ、そこで同判決は集会の自由の制約は、で一応これ受験生がこれぐらいは書けるだろうって話ね、あのインプットでさ、あの私泉佐野市の事件教えてますけどね、 まあ、あれをちゃんと復習していけばさ、まあ、せめてこれぐらいのこと書けるだろうなっていう可能な、その現実的に可能な文章に変えてますから今度はね。でそこで
同判決は18行目、集会の自由の制約は精神の自由を制約するものであるから、経済的自由の制約より厳格な基準で判断されなければならず、そう、二重の基準に触れてるんですよね、あの判例はね。で、集会の自由に対する制約が正当化されるには、集会の自由を保障することの重要性よりも、ここ、比較考慮が入ります。いわゆる利益考慮論ね。で、このあとね、審査基準論を、いわゆる目明かす現在の基準の基準になんか似てるような基準をね、審査基準論を組み合わせてくるんですよ。まず一発目、比較考慮を立ててね。で、このあと必要に応じて基準論を立ててるんだけど、これってまさに日本の今の最高裁らしいんだよね。先にまず比較考慮して、でこの後必要に応じて審査基準論の話に入るみたいな感じなんですけどね、まあ、そういうことで20行目、集会の自由を保障することの重要性よりも、集会が開かれることによって、人の生命身体財産ね、これ対立利益ね、集会の自由を制約するにあたりの対立利益ですけども、生命身体財産が侵害されることで公共の安全が害される危険を回避することの必要性が優越することが必要でね、でその危険性の程度は、で今二重の基準論に触れてるからね、集会の自由に対する制約って慎重じゃなければいけないはずなんですよ。ゆえにこの後慎重な態度を取ってますよね。危険性の程度は単に危険な事態が発生する蓋然性があるというだけでは足りず、ちなみに平成25年の司法試験はね、デモ行進の自由の制約の憲法適合性が問題だったんだけど、公権力側の主張でこの対立利益が害される蓋然性があるんだっていうことを理由にね、デモ行進を不許可にしてるんですよね。だけどこの判例よく理解してると、判例の立場に立つんだと単なる蓋然性ぐらいでは、その泉佐野市の事件が適用されるぐらいのね、そういう擁護性の高い人権が制約されてる事案だったら、単なる蓋然性があるぐらいではその人権制約を最高裁は認めてないんですよね。それだけその擁護性が高い人権が、まあ、問題となる時じゃないと、逆に言うと使えない枠組みなんですよ。まあ、何でもかんでも21条ならこの泉佐野市でやってるかって、そんなことないから、日本の最高裁はね、事案をまあ見てるんですよね。で、その危険性の程度はね、単なる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が、でこれ具体的に予見って言ってるんだよね。具体的に予見、されることが必要。まあ、私がね、インプットの授業で教えてるけど、明かす現在の危険の基準になんか似てるような、似てないような感じがしますよね。というわけで、具体的に予見されることが必要であり、まあ、その判断の際は、許可権者の主観による予測ではなく、客観的事実に照らして具体的に予測されることが必要である旨を、まあ、判事してますってことね。で、この判例は、で、これを私が今回の事案で使うか、まずこの判例ね、この判例は、集会のように供された公の施設における集会の自由の要素の高さに考慮してね、まあ、こんな厳格にやってて、この点は妥当だっていう指摘をまずしました。で、これが本件に妥当するかっていうのは、またさらに考えなければいけないんですけどね、まあ、とりあえずこの判例自体はまあ妥当ですと。でこれは問題、これ本件に射程、要は簡単に言ったら射程が及ぶかって話なんだよね。この判例自体はいいんだけど、じゃあこんな厳格な枠組みを立てた判例の射程が本件にもまあ及ぶのかってところが、そこが次のまあ課題、判例を踏まえた論述をしようとした場合はね、まあ、そこが次のまあ課題になってくると思います。あと皆さんに問題です。これ基本知識になるんですけど、泉佐野市の枠組みってなんか明白かつ現在の危険の基準のようにも見えるじゃないですか。まあ、ちょっとフレーズ違うんだけど、まあ、似てますよね。で、泉佐野市の事件って内容規制の事案でしたっけ？っていうと違いますよね。多くの人が今って、まあ、多くの人でもないかな、まあ、一部の人が口が違うって言ってましたけど、基本知識としてはね、泉佐野市は内容規制ではないって言われてますので、ね、なぜなら関西空港空港の、まあ、要は建設等を阻止するためにこう集会開いてるんだけど、同じ目的で同じ泉佐野市に過去にですね、その会議室の利用が認められたりとかね、まあ、いろいろその同じその公権力側の施設の利用が許されてきたんで、まあ、そういう点で内容規制ではないっていうのが一般的な理解 でこれもう基本知識ですからね。泉佐野市の事件が内容規制ではないっていうのはね、だから明白かつ現在の危険の基準っぽいようなことを立ててるけど、別にこれ内容規制を理由にこういう厳しい基準を立ててるわけではありませんので、変なことを答案に書かないことね。泉佐野市は内容規制だからこんな厳しいことを立ててるみたいなことを答案に書いちゃったらもうアウトですよ、これね。だからそういうことをやんないようにね、よろしくお願いしますということです。じゃあ話進めていきましょう。じゃあこれ判例の射程ね、この判例はじゃあこれ妥当として本件に当たるのかな、妥当するのかな、射程の問題になります。これは6行目。最も、で、これが大事なんだよね。道路でデモ行進をする自由の擁護性ってさ、集会のように供された公の施設で集会する自由との擁護性と比較したとき、これ同じかというとそうじゃないよね。道路ってだって本来人や車の通行のように供される、まあね、公共の場所であってさ、デモ行進をする場所じゃなくて、でデモ行進してる間だって通行制限しなければまあいけないわけだから、だからそういう点で、道路でやっぱそのデモをする自由の擁護性っていうのはね、集会のように供された公の施設でね、その集会をする自由との、ね、擁護性とはだいぶ違うって話なんだよね。だからここの指摘をしますね。ということで、最も道路はもともと人や車の通行のように供されるために作られたものであり、本来的にデモを行うことを予定した場所ではないと。道路におけるデモの自由の擁護性は、集会のように供された公の施設での集会の自由と比べて高くなく、同判決の厳格な枠組みは当然に妥当するとは言えないということでね。で、それでもこれ妥当するならそれなりの根拠を立てていかないといけないよっていう話が11行目ぐらいのところですね。で、その根拠があるかって話で、それが12行目からの分析になってきます。で、
ここで規制の対応とかそういうのを見ていくんですよ。12行目、この点、規制丸1が規制の対象として想定されるデモは、顔を隠すこと自体に特定のメッセージを伝える意味はないものであるため、これ反対利益になりますし、ね、これ私の考えじゃなくて反対の立場に触れてるんですけど、そのメッセージを伝える意味はないものであるため、デモで訴えかけようとする表現の内容を直接規制するものではなく、顔を隠す対応でのデモを禁止する表現の内容中立規制に過ぎずね、まあ、そんな大した対応じゃないよっていうね、そんな厳しいものじゃないんじゃないかっていう、そういう立場はあり得ると思うんですよね。でここが、まさに争点設定できるところ、今回の事案に即した、争点設定できるところはここだと思いますね。でこの後、しかし、顔を隠すからこそデモに参加する者が多数現れるようになったという事情を考慮するとね、問題文の事実必ず使ってくださいよ、必ずね。離れて頭の中だけで考え出すともう変な方向行っちゃうからね。まあ、そういうことで、顔を隠すことを禁止することでデモ参加者がね、多くなったことがあることが予想されるってことで、そのため18行目、規制丸1は本門自由に対して非常にね、本門自由というのは顔を隠してデモをする自由で、もう長ったらしいから書くのやめたんですよ。本門自由ということでちょっと短く書いちゃいましたけど、本門自由に対して非常に大きな萎縮効果をもたらすと。でこうした萎縮効果の大きさを考慮すると、規制丸1は単にデモの日場所を制限する規制と異なり、表現の内容規制にも、内容規制そのものじゃないかもしれないけど、知っていても匹敵するぐらい強度な制約で、例えばこうね、評価をするということで、で21行目、顔を隠してデモする自由が自己の意見を公衆に訴えかけるのに効果的なもので、その擁護性が高いことや、その自由に対する萎縮効果が非常に大きいことを考慮すると、泉佐野市の、先ほどの厳格な枠組みは、で8分の4ページ1行目で、規制丸1の枠組みとしても妥当すると考えられる。これが私の意見ですね。こんな感じ。これ判例を踏まえた論述、判例を踏まえた&、その事案を踏まえた、論述ということで、規制丸1はこれで勝負が決まるんじゃないかと思いますね。さっきの東京都の公安条例事件とかあんな触れなくてもね、ここのところが泉佐野市を基準にね、事案の分析が、できれば、これで十分、合格は、できると思います、ここのところでね。さて、でこの後ですね、8分の4ページの2行目のところですが、でどう判決を参考にした上 で、ちょっと基準をもうちょっと明確にしていきたいと思います。当てはめができないからね、法的三段論法をしやすいように基準をちょっと明確にしていきたいと思います。そこで2行目、規制丸1が憲法21条1項に適合すると言えるためには、顔を隠してデモする自由を保障する重要性よりも、さっきの泉佐野市の事件の枠組みを本件の事案に合うように言葉を調整しているだけですけどね、そういうことで、デモする自由を保障する重要性よりも、それにより人の生命身体財産、これ対立利益ですね、対立利益が侵害されるなどして、公共の安全が害される危険を回避することの必要性が優越することが必要 で、その危険性の程度はね、単に危険な事態が、発生する蓋然性があるというだけでは足りずね、客観的事実に照らして明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要ということでね、擁護性の高い権利だからこそ、こう言えることでね、判例を踏まえた論述として、成り立つものなんで、十分その擁護性が高いということと、あとその制約の対応が厳しいということね、そういうことは言っていくと、いいんじゃないかと思いますね。で縦4、具体的検討で、基準立てるところとね、結構内容被るところはあるんだけど、より具体的にしてきます、当てはめのところはね。でよくね、何かの年度の採点実家に書いてあったんだけど、基本的に憲法ってさ、基準立てるところの論述と当てはめするところの論述って被るんですよ。だけど全く同じこと書いちゃったら三段論法にならないから、どこで調整するかというと、その具体性抽象性の程度で区別をすることになりますね。だから当てはめのところは本当に最終的な超具体的な事実を使うんだけど、それを意識的に規範立てるところでは少し抽象化しておくんですよ。他の事案にも多少こう使えるような感じで、そこのところをね、ちょっとこう調整しないと全く同じ文章、同じ事実使うことになっちゃうんだけど、それで三段論法がされたことにならないのね。なのでそこは気をつけててください。これ結構大変だから、慣れるまで。なんか同じような文章書いちゃうのよ、慣れないうちは。もう規範立てるところと当てはめ立てる、釣るところね。だけどこれ慣れなんですよね。結局当てはめる、この憲法の答案全体に慣れてくるとさ、当てはめ理解するようになるじゃないですか。で当てはめが理解した後なんだよね、受験対策上規範がちゃんと書け、適切に書けるようになるのはね、その適切な当てはめがなんかちゃんと思いつけるようになってから、意識的に作戦的にそれをちょっと抽象化した文章を先に立てておくわけなんですよね。そんなレベルのものなんだけどね、これは慣れだと思います、ここのところね。なんか採点実感か、どれかの年度にね、比較的最近の令和のね、年度に書いてありました。でそこはしょうがないのね、被るところはもうしょうがないんで、だからそこのところは意識的に使い分けるようにね、徐々に訓練をしていけばいいって話ね。じゃそこちょっと当てはめします。9行目、本を見ると、でこれはもう最終的な本当の具体的な事実を使っていきます。これ当てはめのところだからね。だから逆に言うと、ちょっとその手前のところはね、少し加減してるんですよね、若干抽象化してるんですよ、ある意味意識的に。でそこで本を見ると、9行目ね、8分の4ページ9行目、本を見ると、大規模のデモの際に顔を隠したデモの参加者の一部が商店のショーウィンドウを破壊したり、ゴミ箱に放火したり、また警備中の警察官を負傷させて数十名が逮捕されている事件が発生していると、また大規模なデモの最中に暴力的な行為は散発的に行われていることから、警察の、事前対応困難という事情もありますと。これ対立性がかなり害されちゃうという感じね、
今対立利益の侵害の程度を見てますから。でこの点、14行目、顔を隠して匿名性があることをいいことに一部の参加者が暴徒化することを厳然に発生していることを強調するとね、顔を隠してデモに参加することを禁止した上で違反者に、まあ、過料を科す、旨の記載、規制丸1はね、まあ、客観的に照らし公共の安全が害される危険の発生が明らかに、差し迫っていることが具体的に予見できる状況での規制と言えるし、あ、これ一応反対利益です。あの集団暴徒化論っていうね、あのやつで基本知識のところ載せときましたけどね、これ一応反対利益として挙げてます。でそれあとどうたらこうたらってことで、で結論としては21行目ね、20行目から21行目のところですけど、顔を隠してデモする自由を制約する必要性を、顔を隠してデモする自由を保障必要性よりも、まあ、優越してね、で規制合憲だっていう立場ね、まあ、集団暴徒化論を強調するとこんな感じになってきますね。ただ集団暴徒化論ってすごい批判、インプットの授業でまあ学ぶことだけど、すごく批判が強くて、まあ、すごく抽象的なんですよ。要はね、本当に対立利益が害されるかよく分かんないのに、なんか謎の集団ってのはとにかく暴徒化しやすいみたいなさ、まあ、ことで、それで大事な人権を制約しようとしてるんだけどね、やっぱそのなかなか根拠としては弱いと思うんですね。そこでしかしってことで、公共の安全を害する行為を防止するとの対立利益は重要な利益であることは間違いないけどね、まあ、先ほど述べた通り、顔を隠してデモする自由の、が重要な権利であることを考慮すると8分の5ページね、両利益の調整はさらに慎重に行わなければいけないということ で本当にもっと具体的に見ていこうと、集団暴徒クラウンみたいな抽象的な理論を振り回してね、あっさりその規制を合憲にするんじゃなくて、もっと具体的に本当に対立利益がさ具体的に害されるのかって見ていきましょうよってね、まあ、そういう話になるわけですよね。でそれが8分の5ページの2行目あたりかな、この点デモの参加者の大部分は平穏にデモを行っており、暴力的な行為をする者は一部の者に過ぎないとの客観的事実に照らすと、前期のような危険の事態が発生する蓋然性があると言えるかもしれないけど、これね、顔を隠してデモする自由を制約するに値するような明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見されるとまでは言えないって話なんだよね、と言えるんだよねみたいな感じで決めつけちゃったけど、決して決めつけはないです。自分で考えてください。毎回ね、考え方考えるために変わるかもしれないから、決して答えは決めないようにしてほしいんだけどね。皆さん の思考能力の芽を摘んでしまいますから、毎回考えてほしいんだけどね、まあ、一応一つ の考え方としてね、こういうのも、まあ、あるんじゃないかって話ね。だ結論としては違憲です。8行目のところでこの規制丸1はもう違憲っていうことでね、やってますね。で規制丸にはね、ちょっと時間の都合で全部説明するのは終わりにします。私の回答例一応非侵害利益をね、複数挙げてるんだけど、さっき言った通りね、8分の5ページの18行目見てもらえますか。18行目にちょっとほら作戦の一つってちょっとメモつけていたんだけど、作戦の一つとしてね、検討対象をね、団体の、私表現の自由が書きやすいんじゃないかって個人的には思うんだけど、どうですか。結社の自由とか、まあ情報、団体の情報コントロール権とかってあるかもしれないんだけど、団体が要は監視されることをさ、公権力によってこうね、監視、報告義務義務付けられてさ、監視されてるということを認識することによって、やりたいと思うことができなくなっちゃうんじゃないかということでね、まあ、団体としてのその行動の自由が制約されてるっていうのはどうでしょう、皆さん。書きやすいですかね。もしそう思うんだったら、そこを中心に書いたらいいんですよ。他のところの非侵害利益のところ書かないで。一応私の答案全部書いたんだけどね。で、まあ、こんなの全部書けないから、まあ、なんか一個絞って、自分書きやすいものを、まあ、書いていけばいいんじゃないでしょうかっていう、まあ、そういう話です。で、ここのところはね、もう皆さんにお任せします。規制丸一と比べてそんなに難しくないから。規制丸一はさっきのね、泉佐野市の事件ね。あれをいかにね、こう分析して、今回の事案に使えるかどうか。で、採点実家に書いた、んだけどね、やっぱりその集会場での集会の自由と道路でのやっぱデモの自由っていうのは違うんだっていうところね、そこをどこまで踏まえられるかって話なんですよ。で私踏まえてたでしょ。だけどその規制の対応が厳しいんだってと、規制の対応が厳しいんだってところを着目してね、それでまあ泉佐野市の事件の起案を道路の事案にも使ったんですけど、まあそれが答えかどうかは分かんないんだけど、まあいずれにしろそのやっぱ道路と集会場のね、やっぱその自由の違いのところを踏まえた、まあ、論述をするってことがね、やっぱ主たる目的ね、ここのところはね。でなんでこうやって考えるかというと、25年の司法試験で似たような問題出てるから、結局のところね、その道路のデモの自由出したんだけど、やっぱり元の参考にしてほしい判例っていうのは泉佐野市の事件だってことがその時点で明らかになってるんですよ。でそういう点で過去のほら採点実感で将来の受験生に向けたメッセージのコンセプトで出してるから、だからそういう意味で、あ、まず道路の事案が出たら、あ、とりあえず集会場の泉佐野市なんだなってことは分かってるわけ、過去もちゃんと理解してる人はね。で今回もまあそうする形でやったら、結果的にね、今回の取材の人採点実感とも合ってたんですよね。まあ、そんな感じだから、まあ、道路のデモが出たら、まあ、集会場のまず泉佐野市なんですよ。あれが使えるか使えないか、基本的には使えないんです、事案が違うから。だけどその当該事案の特性に着目して、それを使うことができるかどうかっていうね、そこの検討のところが、まあ、メインに
になってくるって話なんですよね。で、規制丸のところはさっき言った通りさ、まあ、あの情報提供を、ねまあ、義務付けることによって、まあ、いろんな利益が侵害されますから、まあ、自分でそこをピックアップして、でこっちはそんなに難しくない、あの規制丸1と比べたら、今私がこう今の話で多分私が喋んないとなかなか分かってもらえないと思うんだけど、規制丸にはそんなに難しくないので、まあ、こちらのところは、ね、あのちょっと説明割愛して皆さん の, あの、復習に任せたいと思いますね。規制丸2のところはね、まあ、そんな感じで時間がない人は規制丸1を徹底的に復習しておいてください。泉佐野市をどう料理するかっていうねところで憲法の思考能力が上がりますから、そこのところをもう徹底的にね理解するっていうのを目的にこの問題使っていただければと思いますね。で、規制丸2のところはまあいろんな考え方がありますんで、まあ私の回答例一つの参考にまあするのはいいんですけどね、まあ自分なりのなんか立論してもらえればまあいいんじゃないかっていうふうに思います。さてでは、この後ですね、今度令和2年の司法試験の問題に入っていきますね。はい、では今度ですね、令和2年の司法試験メイン問題集になりますけども、令和2年の司法試験の問題をやっていこうと思いますね。で、この問題はね、今度経済の自由なんで、まあ、ちょうどこの前にやったね、まあ、表現の自由との比較でいいんじゃないかと思うんですよね。どういうところを着目して基準の厳格度を決めていくのかっていうところで、あの、先ほどの令和3年の問題と、この令和2年の問題を一緒にね、復習してもらえると、まあ、あるいは、あの、まあ、なるべく離れない時間、あの、あまり日にちを空けないでね、あの、忘れないうちに復習してもらえると、まあ、どういうところを着目すると適切な枠組みが立てられるのかね、そういうのをね、すごく深く理解できるんで、まあ、いいんじゃないかと思いますね。で、まずね、自分が受験生だったらまずね、あの設問の結論部分をね、あの見ますから、3ページになります。R2-3 ページ、R2-3 ページですね。令和2年で、そうそう、こんな感じ。設問、あなたが検討を依頼された法律がこうであるとして、あ、出たな、こうはって感じだね。またあの令和3年と一緒ですね、法律がこうであるとして、で、規制丸1、規制丸2の憲法適合性について論じなさいと。ここまで読むと、あれさっきの問題また読んでんじゃないかと心配しちゃうけど、この後がちょっと違うからね。なお、その際には必要じて参考とすべき判例や事故の見解と異なる立場に言及すること、まあ、なんかあの検討内容を限定する言葉がないですね。で、おそらくこれでね、悟ったんですよ。この検討内容をこれ令和 2年の問題で限定しなかったから、受験生がいろんなこと書いちゃってさ、で、試験構成員が本当に書いてもらいたいことはあんまり書いてくれなかったんだね。そこで令和3年絞り込んだんですよ。このその後さ、あの明確性書くなとかさ、あの適正手続きの保証書くなとかって形で、だから今試行錯誤してる過程というのがよくわかるのね。こうやって問題比べるとね、おそらくこれ限定してないからね、いろんなこと書いたんでしょうね。で、本当に書いてもらいたいことをね、書いてもらえなかったんじゃないかと思うんだよね。まあ、そんな感じね。だ、試験問題ってそういう風に作ってるはずなんだよね。さて、じゃあそんな感じで、問題文ちょっと見ていきますとね、 R2-1 ページ で自分が受験生だったらね、まあ、もし規制の内容を端的に示しているあのパートがあったらそこ見ちゃいます。で、見るとね、あのさっきの令和3年の問題と同じような感じなんだけど、今回の令和2年でいうと縦4のところに、問題文の縦4のところに規制のなんか要点が要は書いてあるんですよね。ここ読んじゃうと、あのね、把握しやすいですよね。で、はい、皆さんに問題です。規制の内容を端的に把握するとどんないいことがあるんでしたっけ。言うと、あの利益考慮するときの対立利益の発見がしやすいって話ですよね。結局ね、どの年度でもあの憲法に関してはね、対立利益の発見抽出と適切な枠組みを設定して、それで利益考慮するというところになりますから、まあ、規制の内容を見るとね、それであの非侵害利益が分かりますから。で、非侵害利益があれば、その問題の前後を読めばね、大体その対立利益が書いてあるんですよ。なんでその制約が必要なのかってことで対立利益が書いてあるから、まあ、そういう点でね、見ちゃいます。規制丸1を、じゃあ見ましょう。縦4、議連で検討されているのは、まあ、議員さんの集まりだね。で、次のような規制。だからこれもまた立案段階だね。あの実際の事件になった話じゃなくて、法案立案段階の話なんですけど、で、規制丸1、高速路線バスの運行は、あの高速路線バスってね、一応儲かるってことが前提に問題文できてるんですよ。まあ、実際今どうなるか分かんないですけど、まあ、高速路線バスは、要は生活路線バスと違ってね、この田舎の方のなんか路線を走ってる、まあ、お客さんガラガラのバスと比べて、高速路線バスは儲かるってことが前提になってるんですけど、で、そこで規制丸1、高速路線バスの運行は生活路線バスを運行する乗り合いバスの事業者にのみ、まあ、認めるということでね、生活路線バスがね、やっぱ儲かんないってことで撤退する事業者が多くて、で、地方の方で要は足がなくなっちゃうんでね、バスがなくなっちゃってね、で、高齢者とか高校生がまあ困っちゃってるっていう話 で、そこでその地方のね、移動手段を確保するためにはまあどうすればまあいいのかっていうと、その儲かる高速路線バスをやるんだったら、その生活路線バスもやんなきゃいけないみたいな、そういう形で高速路線バスで儲けようとする利益を制約しようとしてるっていうことが読み取れるんですよ、問題も後で読むとね。まあ、そういうことで、規制丸1、高速路線バスの運行は生活路線バスを運行する乗り合いバスの事業者にのみ認めるものとすると、で、生活路線バスへの新規参入は
そう、だから1行目みたいな規制するんだったらさ、じゃあ生活路線バスやればいいじゃないかって話なんだけど、高速路線バスやるならじゃあいいんでしょ、生活路線バスもじゃあやりますよってなったら、したらね、こういう規制されちゃったのね、2行目、生活路線バスでの新規参入は、既存の生活路線バスを運行する乗り合いバス事業者の経営の安定を害さない場合に限り、まあ、認めるものとするってことなんだよね。だから、まあ、既存の、ね、生活路線バスの、ね、やっぱり営業の利益害さないような形で、じゃあ生活路線バスやろうとしたら、じゃあどうなるかというとさ、本当に今もう路線がないような本当のど田舎のところでさ、もう全く儲からないようなところでバス走らせるしかないじゃないかって話になってくるでしょ。まあ、そういう感じで、これ相当規制の対応厳しいんでしょうね。高速バスで、まあ、専業でさ、お金たくさん稼ぎたいっていうふうに思ってる人からしたらさ、まあ、かなりこう厳しい対応でこう、ね、その自由が制約されてるんじゃないかっていうふうに思うんですけど、いかがでしょうか。あ、こういうのね、だ問題文毎回読みながら自分考えるわけ、ね、毎回考えるわけよ。いいことそのうち思いつくようになるから。一回いいこと思いついたら次に復習したときにまたなんか変な方向行ったりとかね。で、その後またもう一回やったらこういい方向に行ったりとかね。このなんかジグザグしながら徐々にこうなんか学力が伸びてるって感じかな。イメージで言うとね。常にこうまっすぐストレートでいかないと思うんだよ。やっぱりね、人生と一緒で紆余曲折すると思うんですけど。まあ、毎回なんか考えるたびにね、法的思考能力って上がるんですよね。というわけでこれ規制丸1になってます。そして今度規制丸2、こちらはね、都道府県知事が定める特定の渋滞区域について特定の時間帯における域外からの、自家用車の乗り入れを、原則禁止するってことね。これ本当になんか街中が渋滞するのが困るってことでね、まあ、そこでその地域に住んでない人の乗り入れをね、自家用車の乗り入れを禁止するっていう、そういう規制なんですよね。だから規制丸1と規制丸2全然違いますんで まあここのところそれぞれ非侵害利益が何なのかっていうところを見ていかないといけないのね。はい、じゃあ皆さんに問題です。直感的に規制丸1、もうこの問題やったことある人もさ、改めてこの今の規制丸1の内容を見てさ、どんな利益が侵害されてるっていうふうに考えるのが妥当でしょうか。まあ、要は出題者の意図に沿ったようなね、非侵害利益になるでしょうかって話なんだよね。まあ、そこで皆さんにお任せしますよ。で、まあ、一つ今日はね、とりあえず高速路線バスですごくも、儲かるわけでさ、でそれを儲かんない生活路線バスやらないといけないって話になっちゃってるから、おそらくね、高速路線バスをね、こう専業で営む利益ね、それがおそらく規制丸1これ制約してるんじゃないかみたいな、そんな感じでいければいいんじゃないでしょうかね。で、今度規制丸2はいかがですか。これ全然違います。規制丸1と全く違います。その一定の区域内の渋滞解消のためにね、その区域内に住んでない人のね、自家用車の乗り入れをこう禁止してるんですよ。それどうでしょう。規制丸2、都道府県知事が定める特定の渋滞区域について特定の時間帯における域外からの自家用車の乗り入れを原則禁止ってことでね、これ経済のもう営業の自由じゃないですよね。これ少なくてもね、全然営業活動関係ないからね。となると要は自家用車で行きたいところに行く利益、それが制約されてますよね。自家用車で行きたいところに、行く利益で、そんなものってちなみにさっきのよりさ、前半の授業で令和3年の授業で言った通り、人権の問題っていうのはね、法令や処分がどんな利益をまず制約してるのかって、見るんですよ。でその利益が憲法上保障されてるのかどうかってことを見るんですね。で今その1個目の分析が終わりました。この規制丸2はとにかく自家用車で行きたいところに、行く利益が、それが制約されてる話で、じゃこれ果たして憲法上の権利なんですかね。仮に憲法上の権利でなければもうこれは当然合憲ですから、違憲の問題生じませんから、基準立てることまでもなくあっさり合憲になりますからね。いかがでしょうかって話で、でこれ一つの考え方、これねちょっと取材のやつと採点時間いくつか構成がありましたね。で一応例えば移転の自由、ほら22条の、1項とか2項でさ、いろいろあるでしょう。でその中で1項の方の、その移転の自由ね、一応判例踏まえると国内での移動の自由は22条1項の方で保障されると。で海外の方にこう移転するようなものは2項の、ね、国籍離脱の自由で保障されるっていうのが、一応判例です。それに乗るかどうかは別だけどね、で一応判例はそうなってますよね。なので、それを踏まえていくのか、それとも全然違う考え方を立てていくのかね、あるいは13条みたいな幸福追求権だみたいな感じで、ね、判例完全に無視しちゃうけどね、いろいろ基本知識があるといろんなことを思いつくと思うんですけど、でそういうのを巡り巡ってさ、どういうふうに書いたら、この採点する人にこうね、喜んでもらえるのかってことを考えながらね、毎回紆余曲折していくわけですよね。基本知識があれば少なくともいろんな構成が考えられますので、ね、で今回のこの問題で学んでもらいたいのはですね、規制丸1になります。規制丸1のその職業の自由の制約のね、憲法適合性を考えるときはどういうところがポイントになるのかということで、この問題は主に規制丸1の話をしたいと思ってます。規制丸2に関しては私詳細な解説載せてますけど、ちょっと授業 の時間の都合でね、ちょっと解説自体はしょらせてもらおうと思うんですよね。というわけでこの問題のポイント、規制丸1を通じて職業の自由に対する制約のね、憲法適合性の考え方を徹底的に学んでほしいというところになります。そしてこれと先ほどの令和3年の問題ね、あちらは表現の自由
に絡むものですけど、あれ両方ちゃんと理解するとね、かなり憲法的な理解が深まるんですよね。でそれをもとにね、次回の2回目以降ね、いろいろ面白い問題が出てきますから、そういうのをやることによって真の憲法的な力が身につくんじゃないかと思います。だから今日は基礎固めですよね。表現の自由に関する憲法適合性の考え方は令和3年の問題で学び、そして、職業の自由に関する、憲法適合性の基本的な考え方はですね、こちらの令和2年の規制丸維持で学ぶみたいな、まあ、そんな感じで、いきたいと思ってます。じゃあそこでちょっと問題文見ていきます。1ページの一番上からいきましょう。縦1、でね、問題ややこしいんですよ。いろんな専門用語が出てきちゃうから。なので先に1ページの一番上のメモを見てください。これ私のメモね。バス事業っていうのはまず大きく2つに分かれまして、一番上の私のメモね、貸切バスと乗り合いバスっていうのがあるみたいなんですよ、問題文読んでいくと。で乗り合いバスに関しては路線バスっていうのがあって、で今回ほらいろいろ問題になる、それは高速路線バスと生活路線バス、これに分かれるって感じでね、まあ、そんな感じでややこしいんでこう図にしておきましたん で, でそこでちょっと見ていきましょう。縦1、いわゆる、バス事業は、でここにそういう話書いてありますから、その上の図にあるようなことがね。で縦1の 2段落目から見てもらえると面白いかな。乗り合いバス事業者が路線を定めて定期に運行するバスを路線バスっていうふうに言うんですけど、そのうち、高速道路を利用し長距離の路線を定めて定期に運行するバスをここでは高速路線バスと呼ぶと、ね、これが儲かるバスなんですよ。でまた高速路線バス以外の路線のバスについては地域住民の日常的な移動手段として利用されることが多く、ここでは生活路線バスと呼ぶと。で現在高速路線バスを運行する乗り合いバス事業者には生活路線バスとともに高速路線バスを運行する事業者と高速路線バスのみをね、お金儲けしたい人はまあ高速路線バスだけやればいいんでね、儲かんないこちらの生活路線バスに手を入れずにね、まあ、高速路線バスのみを運行する事業者とかあると。で今度、縦1の最後の段落、高速路線バスの事業主体は乗り合いバス事業者に限定されているが、まあ、一応なんか大臣の許可を受ければね、その運行貸し切りバス事業者に、委託することができるってことね、まあ、ここなんか使えるのかなって後で考えなきゃいけないんだけどね、まあ、思いつかなかったら書かなくてもこんなんで合否決まんないからね、一応私の答案は書いてあるんだけど、まあ、これは使えるところが思いついたら書けばいいって話だね。でこの後縦に、地方のでも新侵害利益はほら固まってるでしょ。とにかく高速路線バスを専業する利益ですから、それがどういう形でこう制約されてるのかってこう見ていくとね、まあ、いろいろその基準の厳格度決められますから、まあ、縦2のところからそういう目で見ていきます。だからぼーっと読んでちゃダメね、もう研ぎ澄まされてないとダメなわけですよ。着眼点でのはもう事前に決めとかないと、ぼーっと読んでても読み終わったところで何も頭に残んないからね。だから今もう非侵害利益分かったのでこの後その、ね、制約の憲法適合性判断するためにその着眼点、権利の擁護性とかその制約の対応とかね、あとまあ経済の自由なんで立法目的もすごい大事になりますから、判例の立場を踏まえるとね、まあ、そういうところはしっかりと見ていくってことになってきますよね。でそこで縦に、地方の深刻な減少が続く中、生活路線バス事業の大半が赤字で、三大都市圏以外ではその傾向はもうより顕著で、その結果全国の生活路線バスでは近年路線の廃止や減便が続いていると。でこのことは地域の生活路線バスに依存する高齢者や高校生等にとっても不可欠な、ね、移動手段を奪い、日常生活に極めて大きな支障をもたらすんだってことね。でさらに公共交通の衰退の結果、高齢者によって自家用車が唯一の移動手段となっていることから、高齢者の運転ミスによる人身事故の発生が続いている状況 もあるんだと。でそれで、ね、免許返納されないんだよね、まあ、バスがないんでね、車自分で運転しないといけないからね、まあ、そういうわけでこんな感じでこれから規制の必要性ね、要は規制丸一の必要性をいろいろこうね基礎づけるような事情がいろいろ書いてます。あで皆さんに問題です。今回の規制って、まあ、これあれだよね、条例っていう形でしたっけ、まあ、法令か条例か、まあ、いずれにしろその法令による規制の必要性を基礎づけるような事実のことなんて言いましたっけ、憲法学問上の用語でっていうと、まあうなずいてる方結構いるね、立法事実って言います。なので法令違憲の審査をするときはね、その規制をね、法令上のその規制を支える社会的な事実ね、その規制の必要性と合理性を支える社会的事実に照らしてね、その必要性合理性を、この規制の必要性合理性を見ていかないといけないんだけど、まあ、そういう点でね、ここの事情ってすごい大事なんですよね。規制の必要性を基礎づける、ものになりますから。でその規制の必要性合理性をどの程度厳格に判断するかは、先ほどのね、まあ、基本知識を踏まえて、まあ経済の自由だと、まあ二重の基準の壁がありますから、表現の自由のところに妥当する本当の意味での一番厳しい厳格審査基準はちょっとさすがに無理だと思うんでね、二重の基準を踏まえちゃうとね。なので、まあ、その下の話になってくると思うんだけど、でそうするといわゆる中間審査基準なのか、それとも一番緩やかな、ね、基準で
いくらかって話 で経済の自由の分野に関しては日本の最高裁は中間審査基準であればあの薬局の距離制限 の違憲判決 ね、あのいわゆる学説の方から厳格な合理性の基準というのはあの言われている、ね、目的の重要性と手段審査かなり厳しいんですよ。あの LRA 審査してるからあのかなり厳しい審査をしてますけど、まあ、そういったあの、まあ厳格な合理性の基準を使うのか、それともあの小売市場事件のね、あの小売市場事件の、まあ、小売市場って言ってもいいし、小売市場って言ってもいいですけど、あのあちらの一番緩やかなあの明白性の原則を使うのかどうかね、当該規制措置が著しく不合理であることが明白と言えない限りね、もう裁判所は思いっきり立法裁量を尊重してね、その規制合憲にしちゃうんだよね、違憲にしないんですけど、まあ、そちらが妥当するのかって話で、まあ、そういうところをこうこれからね分析していくってことになってきますね。まあ規制の目的とか権利の内容性質の擁護性、そしてその規制の対応というところからまあ見ていきますね。はい、で皆さんに問題です。あの、まあ、着眼点3点なんですよ。特に経済の自由の場合ね、判例明確に考慮数3つ出してきますから、まあ、規制の目的と規制、その権利の内容性質、そして、まあ、制限の程度という表現するんだけど、まあ、ある意味規制の対応と同じことなんですけど、まあ、制限の程度という表現を増してますね。で特にその規制の目的っていうのを何で見るんですかね。要は基準の厳格度にどういう理由でどう影響するんでしょうか。はい、問題ですっていうと、やっぱりその規制の目的の内容からさ、裁判所が立法裁量を特にやっぱ尊重すべきようなそういう目的だったらあまり深い審査できないでしょ。裁判所はするべきじゃないでしょ。それで、ね、基準を緩める、まあ、要素になるとかね、まあ、そういう形で、まあ、規制の目的っていうのが結構正面から見られるのが、それがあの職業の自由の、ね、まあ、分野なんですよね。まあ、基本知識を理解しているとあのそういうふうになります。で着眼点3点です。職業の自由の規制の憲法適合性を、ね、判断するにあたっては規制の目的と権利の内容性質、ここで擁護性を見ます。そして制限の程度ですね、要は制約の対応みたいなものですけどね、まあ、そういったところをまあ見ていくということになってきます。じゃあそういうことで今の基本知識を踏まえて、縦算問題文の縦算、そのような中、2020X 年、超党派の国会議員は、地域における住民の移動手段の確保を目的として、これほらあの対立利益が出てきましたよ。規制目的が地域の住民の移動手段の確保、ね、まず一つこれが対立利益ですよ。高速バスを占領する利益を制約する対立利益、地域における、住民の移動手段の確保を目的ね。でこれめちゃくちゃ大事なことだからもう言いますよ。こうやって対立利益を発見するって意識で問題文見てないと発見できませんから、ね、だから、ね、常に憲法っていうのは、ね、対立利益の発見抽出、ね、それとそれを調整するための、ね、その適切な枠組みの設定と、まあ、その利益考慮なんですよ。その枠組みを使ったね。でその前提としてその対立利益の発見抽出っていう目で見てないと、こうぼーっともうほら読み流しちゃうでしょ。ダメなんですそれね。もう探してやるぞっていう目でも見てますから、あのこういうところを見落としちゃいけないわけね。というわけで縦さんの1行目ね、地域における住民の移動手段の確保を目的、だと。で議連ではこの観点から公共交通の維持拡充の方策とともに、交通渋滞による通行障害の除去を目的とする規制についても、まあ、検討していると。あ、で、これ、こっちは規制丸2の方になりますね。今日はちょっと やらないんですけど、一応読んでいきましょうか。まあ、そういったものも検討していると。まあ、全然規制丸2と違った観点からの規制になるんですけどね。で、これは、縦3の3、4行目の途中のところかな。これは、大都市の一部区域や一部の観光地における交通渋滞が、地域住民の自家用車やバスでの移動の妨げとなるほかね、道幅の狭いところでは住民の歩行や緊急車両の通行困難にするなど、住民生活に著しい支障をきたす程度に達しており、でこれこっち規制丸の対立利益、これですね。住民の安全安心な生活、これ住民の安全安心な生活を守るために自家用車で移動する自由制約しちゃっていいのかっていうのは、こういうの目的審査でやりますから。で、まあ、目的審査が通ったとしてもあのこの後手段審査でどうなるかって話なんですけどね。でも今日はちょっとあのこれはお話する時間はちょっと取れないのでね、規制丸1の方をしっかりやっていきましょう。規制丸2はレジュメ丁寧に書いてありますからね、まあ、規制丸1もまあ丁寧に書いてありますけど、さてで、まあ、そういう中で いずれにしろこの縦4の規制丸1を確認しましょう。今日はここがメインになります。規制丸1、高速道路バスの運行は生活路線バスを運行する乗り合いバス事業者にのみ認めるものとすると。で生活路線バスへの、まあ、新規参入は、まあ、既存の生活路線バスを運行する乗り合いバス事業者の経営の安定を害さない場合に限りね、まあ、認めるんだみたいなね、まあ、こういう規制の憲法適合性が問題になりますね。で縦5に行ってください。縦5、別点資料は、で今日はちょっと別点資料の内容がなくても分かるようにお話しますので、このまま行きましょう。縦5ですが、規制丸1と丸2の内容としてですね、その法律案の骨子なんだけど、その担当者のですね、議連の担当者 X はその法律家公にまあ相談したということでね、また令和3年の時と同じようなあのやり取りが続いていきます。でこの下の項のところですけども、まず規制丸1が検討された背景、これは立法事実が書かれてるんだろうなってことが予想できるんで、まあ、自分が受験生だったらちょっとこうすごいあのチェックしていきますね。ここのところね、規制の必要性合理性を基礎づける立法事実が書かれてるんだろうなってことで、まあ、そういう予想しますよね。まあ、そういうことで、その背景には
生活路線バスを運行する事業者の経営が悪化する中で、地方の 高齢者や 高校生の移動手段を、ね、どう確保するかという問題があったんだと。で次の X ですが、そうです、地方の事業者は、バス事業者は生活路線バスの慢性的赤字を高速路線バスの収益等自治体からの補助金等で、まあ、添付することにより経営を維持している場合が少なくありません。で過疎化が進み、ね、地方のバス事業者の経営環境が著しく悪化し、でここポイントなんですけどね、あの新たな規制によるテコ入れってあるじゃないですか。これ要はその1個上の業の、ね、補助金で今まで何とかやってたんだけど、でもそれで結局あの対立利益の救済ができなかったんですよ。そこで新たなテコ入れってことで新たな規制を、ね、しようとしてるから、だから例えば後で目的手段審査するときにさ、別に今回の規制丸1みたいなものをやらなくても補助金交付すれば目的達成できるじゃないかって、これは第二に沿わない当てはめになっちゃうのね。一般的にはそう言えても今回はできないんですよ。それをね、そういうことやるなっていう指示誘導ですからね。だからこういうことなんです、本番の試験はね。普段のこうなんか一般論で書こうとすると結局事案に沿った答案が作れないんだよね。事案に沿った答案を作る能力があるかどうかっていう論文試験あの見るものですから、まあ、そういう点でね、ここのところ、補助金店舗っていうところはここはもう聞かれてないってことね。補助金店舗ではもう、目的達成できないので、ね、まあ、他の規制していかなければいけないって話ね。あ、ちなみに私の回答例今日これ2通あるんだけどね、ちょっと長めの丁寧なやつとね、あの本当にもう要点だけあの書いた別解つけてあるんだけど、丁寧なやつはね一応この補助金のところ触れてます。あの別解の方は触れてないんだけどね。でその長い方の答案どう触れたかっていうと、まあ、基本的に補助金って効果がないってこと、これ問題文前提になってるんだけど、でも今まで以上にこう出せばいいじゃないかみたいなね、ちょっと安易な話なんだけど、まあ一応そういうこと書きました。ただね、あんまり説得力が自分はないなと思ってるんですよ。だから、まあ、別解のはこれを短、あの、その長いやつをちょっと短くするような回答で作ってあるんだけど、まあ短い分やっぱほら大事なことを絞り込んでいかないといけないでしょ。だから補助金の話は一切書きませんでしたね。そういうことでね、補助金の交付をすれば目的達成できるとか、そういう話は一切書かないことにしましたね。まあそういう話です。さてでこの後、ね、問題文の2ページのところなんですけれども、2行目のところでそこでっていう、ね、段落がありますよね。2ページそこ で地域の移動手段である生活路線バスを運行する事業者の収益を改善して、でこれ以上の、まあ、路線廃止や、まあ、減便が起こらないようにし、ね、で可能であれば、まあ、増便を促すなどの、まあ、利便性を向上したいんだってことなんでね。で次の項の発言、まあ、つまりって後で、生活路線バスを運行する乗り合いバス事業者の収益を改善するために高速専業の、乗り合いバス事業者を認めないということですねってことね。だから儲かる高速路線バスだけはもうやらせないよって話なんですよ、ね。基本的に高速路線バスは儲かる、で生活路線バスはまあ赤字のところが多いっていうのが、これがあのこの問題の前提事実になってます。まあ、実際今の今日本日どうなってるかね、世の中がどうなってるかはもう関係ないんですよ。ですから問題文の事実関係はこうなってますから、これを前提に論じないといけませんね。で X はいってとこで、はい、また、規制丸1ではそれまで、高速専業バスだった乗り合い事業者も生活路線バスに参入すればね、まあ、高速路線バスを運行できるように今なりますと、これによって生活路線バスへの新規参入をまあ促す効果があると考えてるんだってことになりますね。で次の項の発言、まあその点について確認だけど、まあ、多くの利用者が見込まれる高収益のまあ路線ね、例えば、県庁所在地の中心駅と繁華街を結ぶ生活路線バスに参入すればね、まあ高速その事業者は高速路線バスを運行することができるようになるのかというとね、次の X のところでいやそうじゃないよと、いいえ、法律案では既存の事業者の経営の安定を害さないことを参入要件として定め、だからここが結構厳しい制約になっちゃってるんだよね。たくさん利益を上げようと思ってさ、高速バスだけ やろうと思ってるのにさ、まあ、その既存の生活路線バス事業者の経営の利益を害さないような形でそれで生活路線バスに入らないと、生活路線バスを始めないと高速路線バスできないって話なんだよね。でそうすると既存の生活路線バスのさ事業者が害せないようなところで生活路線バスやろうとしたら、その既存の業者が誰も手を出さないような多分儲かんないような地域しか残ってないと思うから、まあね、そういう点でなんかせっかくたくさんの利益を上げようと思って高速路線バスだけをこうやろうと思ってる人からしたら、これかなり相当厳しい制約になってると思うんだよね。高速路線バスを専業しようとする、ね、利益に対する相当厳しい制約になってると思う。でこういうのはやっぱりその基準の厳格度にかなり大きく影響するんじゃないかと思うんですよね。まあ、そういう感じで基本知識からするとそういうふうに考えていきますね。あで常にお願いしたいのがね、この事案の単なる分析ではなくて基本知識との関係でどう分析しているのかってところを意識することがすごい大事なんですよ。じゃないと場当たり的になっちゃうから、初めて見る問題に応用できないから、今基準の厳格度を決めようとしてるんだけどさ、基準の厳格度を決めるときって一般的には着眼点というのがあってね、で経済の自由だったら、まあ、判例は規制の目的と権利の内容性質と、あと制限の程度って言葉使ってるんだけど、最高裁ね。まあ、要は制約の対応みたいなものだよね。受験生がよく使ってる言葉からするとね。まあ、その3点。
そこのところに着目してますね。で今その制約の対応という観点からこう分析してます。ここのところね、そこに合いやすい事案、あの事情がいろいろ書いてあるから、まあ、制約の対応っていうところに着目してあの分析をしてるってことね。でそういう目で見ていくとね、あら不思議、初めて見る問題もね、なんか適切な分析ができるようになっちゃうんだよね。あの着眼点結局一緒だから、同じような感じで分析できるようになりますから。さてではですね、この後ちょっと続きのところね、せっかくだから今のところもう一回読もうか。あの今読んだところ、あの X さんの発言でいいえって始まってるところね、いいえ、法律案では既存の事業者の経営の安定を害さないことを参入要件として定め、既存の生活路線バスが運行してない路線に限り新規参入を認めることにより高収益の路線のみの参入を排除したいと考えてますことね。だから相当厳しい制約なんだと思います。で次の項のところです。地域の移動手段に責任を持つ事業者に限るってことですね、とね、高速バスやらせるのはね。でこれも確認なのですが、生活路線バスに参入しなかったあるいは参入できなかった事業者はどうなっちゃうのってことで、で X、高速路線バスを自ら運行することはできなくなるけど貸切バス事業に転業すれば生活路線バスを運行する乗り合いバス事業者から高速路線バス運行を受託することが、まあ、できるってこと言ってるのね。これ多分規制の対応が緩いっていう評価に使ってほしいんでしょうね、おそらくね。だけど結局受託するんだったらさ、ただで受託させてくんないでしょ。だって高速路線バスって美味しいところじゃないですか。だから当然受託、多分高額な受託料とかね、普通ただで受託できるとは思えないからさ、だってじゃないと美味しいところ取りになっちゃうもんね。だから、まあ、多分この受託するって形で、まあ、高速路線バス、生活路線バスに参入しない形でさ、まあ、あの高速路線バスをやるチャンスはあるのかもしれないけど、その代わり高い受託料払わなければいけないっていう多分状況になるから、そうなるとほら結局高い収益を上げようと思って高速路線バスやりたいと思ってる人にとってやっぱり厳しい制約になっちゃうんじゃないでしょうかね。どうでしょうか。だからここもその争点設定の一つになるんですよ、ね、どっちもあり得ると思う、どっちの評価も。というわけでだから今回か結構あれだね、制約の対応って結構大事かもしれないね。その職業の自由のね、あの憲法適合性判断するときの枠組みの、ね、厳格度は、まあ、規制の目的と権利の内容性質と、まあ、制限の程度なんだけど、まあ、もちろんこの3つ全部大事なんだけど、あの、まあ、全部影響するんですけど、でも特に制限の程度ね、そこのところに関する事情がかなり具体的に書いてあるから、そこは落とせない、あのもうそこはちゃんと書いた方がいいって話、ね、時間がなくてもそこを中心にあの組み立てるようなことをした方がいいですね。あとまあ職業の自由で規制の目的見ないとありえないから、まあ、ちゃんとあの対立利益は見て、あのね、対立利益見ないとそもそも比較考慮できませんから見ざるを得ないんですけどね、まあ、そういうところを見てほしいなというふうに思いますね。さていかがでしょう。大体これで全貌が見えてきましたよね。で基本知識ができてれば、基本知識が理解と記憶できてると、もうこの時点でもう答案かけますから、あのもうだって必要なこと情報出てきたから、もうここで十分ね。だけどこの後ね、もうちょっといろいろヒントが出てくるんですよ。でこの後ね、この下あのこうでところでで始まっているところ、ここはねちょっとパスします。今日はあのこちらはさっきの移動の自由ね、あの一定の区域をちょっと自家用車であの区域外の人が乗り入れちゃいけないっていう話なんだけど、ここはちょっと今日はやめておきます。でこの、規制丸に関する一連の下りが終わった後からいきますね。左側に私がちょっとこう長い格好をつけてるんですけど、そこが終わった後で項の発言から再開します。項として法律案の概要は分かりましたってところね。で反対する意見ありませんでしたかっていうところで、でこの後ね最後の X の発言、あの2ページの一番最後の X の発言で、ここにいろいろ反対の意見があるんだけど、ここはね右側にちょっとメモしといたんだけど、あの対立線 の形成に役に立ちますから、つまりあのその当該事案の処理をするのに盛り上がる憲法上の争点を設定するのに、まあ、要は役立つ、まあ、ヒントになるという形でね、まあ、そういうふうに見ていくことになってきますね。じゃあそこで X さんの最後の2ページの一番下の発言見ていきましょう。ここで争点設定のヒントを探します。まず規制丸1ですが、これまで高速専業バスだった乗り合いバス事業者からは生活路線バスに参入しないと高速路線バスの運行ができなくなることから死活問題だという意見を寄せられていますと。また、生活路線バス用の車両の購入や営業所の設置維持運転手の再教育に多くの費用がかかることへの懸念に加えね、だからやっぱ規制対応は相当厳しいと思ってるんだよね。生活路線バスやらないと高速路線バスできないっていうのはね。まあそこで、そもそも既存の生活路線バスの運行をする乗り合いバス事業者の経営を脅かすに参入できる地域があるのかね。だから一応生活路線バス入りは、まあ高速バスできるんだけどね、そもそも参入を脅かさないような形で入れるようなところがあるのか、どうもろくなところ残ってないんじゃないかって話になりますよね。まあ、そうなるとやっぱり制約の対応は厳しいんだっていうね、まあ、そういうところをこう考えるヒントになると思います。でこの後規制丸にはちょっと今日あの端折っていきますね。でそこで3ページで項の発言、まあ、そうですか。で憲法上の問題点については検討しましたか。で最後の X のところですが、まあ、いくつか憲法上の問題があるとまあ認識してますと。で一応これ絞り込みここでされてますね。主要な論点を整理して検討をお願いしたいですと。でもこれでも甘かったんでしょうね。まあもう書かなくてもいいようなことも、ね、ごちゃごちゃ書いた受験生がいたからね。そこで令和3年はあのもうもっとより具体的に限定してね、あのこういろいろ適正手続きは書くなとかさ、いろいろ具体的にあの書かなくていいことはあの示してくれましたよね。明確性書くなとかでやったんだと思うんですけどね。まあ、でも一応これあの主要
要な論点だから、やっぱこの問題文全体見たときにね、一番盛り上がりそうなところだよね、そこのところ、そこをまあ見つけて時間内にさ、まともな書こうものを書こうとしたらこの辺のところ書きゃいいんだろうなっていう、そういう目星をつけるということが大事だと思います。でやっぱりその今回対応のところかなり具体的に書かれてましたからね、制限の程度のところ書かれてましたから、まあ、そこを中心に主軸にした、まあ、答案構成するとね、まあ、第二に沿った答案が作りやすいんじゃないかと思いますね。ただもちろん規制の目的絶対見なきゃダメですよ。対立利益出さないで比較考慮できないからね。もちろん絶対規制の目的というのは見るんですけど、でもまあ特に大事なのはね、今回制限の対応のところはかなり具体的に書かれてましたから、まあ、そこが一つの盛り上がりどころね。完璧に満点取りたかったら、もちろん規制の目的のところもめちゃくちゃ丁寧に分析してね、で権利の内容性質のところでもね、その用法性の分析も超めちゃくちゃ完璧にやって、で対応のところもめちゃくちゃやるんだけどね、まあ、完璧に答案作らなくても受かりますから、じゃあそんな中で半分前後ぐらいの点数取って受かってやろうと思ったらね、まあ、規制目的はまあもちろん触れますけど、それ以外のところどこに中心にするかって言ったら制限の程度のところね、そこのところはこの事案を踏まえてね、分析して適切な枠組み設定していくとね、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあそこでですね、これでちょっとね、このあと出題の章をちょっと軽く見ていきましょうか。まず全部は見ませんけども、10ページを見てください。10ページで、10ページの出題の章のところで縦1、10ページね、 R2-10 ページ、で縦1のところで、本年の問題は職業の自由及び移動の自由に対する制約の可否を問うものだ。あ、ちゃんとヒントくれてるね。だからやっぱ規制丸1は職業の自由、大雑把に言うとね、職業の自由で、さっきの規制丸2、自家用車での、移動の自由ね、あれやっぱ移動の自由と思ってるみたいね。まあ、出題の趣旨から何を書くかって決めちゃダメなんだよ、もちろんね。本番の試験ってまず問題文だから、問題文と六法だけを頼りに、まずこれどういうことを書くのが妥当なのかということを考えて、で、まあ、結果的に出題の趣旨と合うと安心ができるっていうのはありますけどね。でも出題の趣旨から何を書くかって考えちゃったらダメなのよ。それ丸暗記になっちゃうから、本番の試験と同じ思考をしないと受かんないんです。本番の試験をね、時間内処理できない。本番の試験では問題文と六法しかないからね、そこから何を書くのかってことを見ますね。で一応まあ結果論になっちゃうんだけど、まあ、職業の自由と移動の自由の制約の可否だね、その制約の憲法適合性を論じてほしかったみたいです。で規制丸1は、生活路線バスを運行する乗り合いバス事業者にのみ高速路線バスの運行を認めるものですと、でもっぱら高速路線バスのみを運行してきた乗り合いバス事業者の職業の自由を制約すると同時に、規制丸1は生活路線バスへの新規参入について、既存の生活路線バスを運行する乗り合いバス事業者の経営の安定を害さない場合に限り、まあ、認めるものと、まあ、してるってことね。これちょっとややこしいよね。このややこしがありませんか、この文章。非侵害利益が何なのかっていうことを見るのに役に立つのは多分3行目ですよね。もっぱら高速路線バスのみを運行してきた乗り合いバスの事業者の職業の自由制約って書いてあるから、ここはまあ非侵害利益の話なんだけど、この後のさ、なんか4行目のところって多分非侵害利益っていうよりは規制の対応の話してるんじゃないかと思うんだよね。まあ、ちょっとやめてほしいですよね。私の読解力がないのかもしれないけど、ちょっと分かりづらいので、答案書くときは分かりづらい文章絶対書かないでくださいね。ちゃんとね、誰が読んでもね、ちゃんと理解できるような、まあ、文章にしてください。多分これ非侵害利益とね、制約の対応をなんかまとめちゃったんじゃないかと思うんだけどね。まあ、もしこれ正確に読み取れる人がいたらそれが正解だから、まあ、私はよくわかりません、ここのところね。多分非侵害利益と制約の対応を混ぜちゃったような気がするんですけどね。まあ、それ以外の読み方もまあできるとは思うんでね、まあ、それは皆さん次第です。皆さんにお任せしたいと思います。でこの後と規制丸には飛ばしてね、縦に、規制丸1については、規制の強度、規制の目的、あと生活路線バス事業の特徴などを踏まえて、でほら基準立てるとき の, なんか着眼点出してくれてますね。1行目の規制の強度っていうのは、判例の枠組みでいうと制限の程度っていうところですね。制限の程度、あとまあ規制の目的、職業の自由、やっぱ規制の目的見てきますのでね。で、はい、皆さんに問題です。この1行目の今のね、縦2の1行目の生活、基準の厳格度を決めるときの、これ考慮要素多分挙げてくれてると思うんですよ。でこの1行目の生活路線バス事業の特徴って、これどういう法的な意味がありますかね、憲法的な意味がありますかね。はい、問題ですっていうと、これ基本知識が理解できてる人ってさ、職業の自由の憲法適合性のね、基準立てる時の着眼点って3点なんですよ。判例が挙げてる順番から言えば、規制の目的と権利の内容性質と、あと制限の程度なんですけれども、まあ、今規制の目的と制限の程度っていう、その、まあ、一番最初で一番終わりのところが出たから、まだこの権利の内容性質のところがないな、だからそこなんじゃないかって推測ができるんだよね、基本知識があると。まあ、そんな感じで、おそらくこの、生活路線バス、まあ、事業の特徴っていうところね、おそらく
まあ、今回高速路線バス事業っていう形の制約の問題になるんだけど、おそらくなんかね、その非侵害利益の制約の程度をここ見てもらいたいんじゃないかな。あとはその対立利益との関係でね、その擁護性っていうのはもし相対的に決まるんだったら、そういうところで使ってほしいのか、まあ、わかんないです。正解はわかんないんだけどね。でもまあ、基本知識が理解できてると、いろんな見方ができるところだと思いますね。だからほら、同じ問題繰り返すことによってさ、徐々に見方が変わってくるんですよ。だから大事なの。同じ問題繰り返すことによって思考能力が上がってくるからね。でもここは正直ちょっと難しいかもしれませんね。どういう意図で生活路線バス、高速路線バス事業の特徴っていうんだったらまだ分かりやすいんだけどね。これはまあ権利の、制約されてる今回、権利の利益の内容の設定としては高速路線バス事業の営む利益だっていうふうに言ってるからさ。まあそういう点ではこう分かりやすいんだけど、なんでこれを逆側から捉えちゃったんだろうなっていうね、生活路線バス事業って形で、その対立利益の方を主軸にした記載の仕方をしてるんだろうって話でさ。で、正直今の私の理解力では分かんないんだけど、まあでも、まあいろいろこういうことを考えることによって思考能力が上がってくるんですよね。何も考えないよりね、考えた方が思考能力が上がりますから。で、臨機応変さが増してくるわけよ。まあいろんなことがこう問われた時にさ、パッパって瞬時にね、こう考えられるようになりますからね。まあ考えることがすごく大事だと思います。で、このね、縦にの 2個目のブロック見てください。この点については、薬事法違憲判決、これは有名なね、例のやつ、厳格な合理性の基準というふうに言われてますけど、薬事法違憲判決が参考になると。で、同判決によれば、職業は個人の人格的価値とも不可分の関連性を有するものであるが、その一方で社会的相互関連性が大きいため、ことに精神的自由と比して、まあ、ちょっと二重の基準論っぽいこと触れてますよね。公権力による規制の要請が強い、職業、活動には趣旨の目的から立法府の合理的な裁量的判断による趣旨の規制が加えられるため、その規制の憲法的要請については、これを一律に論ずることはできないが、立法裁量にはことの性質でおのずと公共があると。で、同判決は、一般に許可制は職業の自由に対する強力な制限であるから、それが合憲と言えるためには、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要すると。また、許可制による規制が、まあ、消極目的から取られた場合はね、許可制に比べて職業の自由に対する、より、あ、これ LRA 審査してんの、手段審査のところは。より緩やかな、制限である、職業活動の内容対応に対する規制によっては、目的を十分に達成することができないと認められることを要するとされるということで、これが日本の最高裁の中間審査基準なんですよ。だからLRA 審査するのね、手段審査のところ。だからさっき令和3年の問題の前にちょっとほら憲法の全体的な話するときに中間審査基準で結構厳しいんですよって言いましたけど、こういうことなんですよ。手段審査で LRA 審査が入りますからね。目的審査はちょっと有利ですよ。本当の意味での厳格審査基準と比べてね、その確保しようとする目的が本当の一番厳しい基準だと、必要不可欠な利益とかやむにやめる利益という評価がされなければその規制って合憲にならないんだけど、まあ、中間審査基準の場合はまあ重要性が認められればいいからね。そのある対立利益を守るにあたってね、その人権を制約することが、まあ、特に重要な利益を確保するためのものと言えるぐらいな感じでね、別に必要不可欠な利益を保護するためとかそこまで言えなくても、まあ、目的審査で合憲になるんで、目的審査はちょっと緩いんですけどね。だけど手段審査は一緒になっちゃうんだよね、結局一番厳しい厳格審査基準とね。なので職業の自由で中間審査基準を取る場合はこんな感じになりますから、もう LRA 審査が入るということになります。この特に手段審査のところね、 LRA 審査が入る。だから基準立てるときってすごい大事でしょ。適当に基準立てるとやっぱり変な答案になっちゃうから、本当に中間審査基準が真に妥当するのか、だから先ほどの着眼点3点ね、職業の自由の厳格度を決めるのは規制の目的と権利の内容性質と、まあ、制限の程度なんだけどね、まあ、そこしっかり分析して本当にこんな厳しい基準が妥当するのかどうかってことはしっかり、まあ、見ていかなければいけないんですよね。判例の事案とやっぱこの問題文の事案の違いを踏まえてね、似てるところと違うところを踏まえてね、本当にこんな厳しい基準が、まあ、妥当するのかってことを、考えていかなければいけないということになります。で、この最後の10ページの一番最後の僕ね、これやっぱり今回結構厳しい制約対応になってるみたいなことなんか言ってますね。規制丸1はバス事業を一つの職業として見た場合は、形式的には職業遂行の自由に対する制約にとどまると。まあ、確かにほらバス事業そのものを別に禁止してるわけじゃなくてさ、規制丸1があったって別になんかバス、まあ、広い目で見た時にバス事業自体はできるからね。別に どっか他のバスはできますから、高速路線バス専業って形ではできませんけどね。まあ、他の対応であれば別にそこは制限されてませんから。まあ、そういう意味で、まあ、バス事業を一つの職業として見た場合ね、形式的にはまあ職業遂行の自由に対する、ね、まあ制約にとどまるということで、これはまあ規制対応は大したことないということで、これはだから中間審査基準が妥当しにくくなるんですよ。厳格な合理性の基準が妥当しにくくなる評価の仕方です。
が、もっぱら高速路線バスのみを運行してきた乗り合いバス事業者にとっては、職業選択の自由に対する、まあ、制約にまあ等しいということでね、やっぱ儲けようと思って高速路線バス専業でまあやろうと思ってるわけでさ、でそれができなくなっちゃってのは結局バス事業を諦めざるを得ないという多分気持ちなんじゃない、まあ、そういうことで、まあ、職業選択の自由そのものに対するもう制約だってことで、制約の程度が厳しいってことを多分言いたいんじゃないかと思うんですよね。でこの点実はね、過去問に慣れてる人ってあの平成に26年の司法試験でやっぱり似たようなこと書いてあったんですよ。あの自然保護区域内であのタクシーを運行するにはちょっと特別な許可があの必要だったんですけど、でそれで別にほらタクシー自体別に制約されてるわけじゃないからさ、まあ、そういった自然保護、でそれがやっぱ儲かりやすい場所だったのが前提になってるのね。自然保護地域内 でタクシー運行すると、まあ、めちゃくちゃ儲かるみたいな 話でね、でそれでそこちょっと許可制、特別な要件でちょっと許可制にしちゃって、それの憲法22条1項適合性が問われたんだけどね、同じようなことが書いてありましたね。だから基本的に過去問ちゃんと分析していると、いろいろほらあの採点実感で将来の受験生に向けたメッセージのコンセプトで出してるからね、だから吸収できるところ吸収していかないとやっぱりあの不利になっちゃいますよね。吸収してる人がいるからちゃんとね、同じようなことが書いてあります。であとね、この今の最後のブロックの2段落目、とりわけっていうところですけど、とりわけ本文では、生活する路線バスの参入に対して申請者の能力や資質とは無関係な要件が設けられているため、これもね、あの制約の対応が厳しいって評価される、これは基本知識で学ばないといけないことなんだけどね、自分の力でどうにでもあの許可制、職業の自由に対して許可制取ったときにさ、その、自分の力でどうにかなる要件なのかそうじゃないのかってところで、やっぱその厳しさ変わってくるからね、まあ、それで厳格度に、基準の厳格度にあの影響してくるんだけど、これはあのインプットの授業で勉強しておかないといけないことですね。あとこれはやっぱ平成26年のやっぱ司法試験にも書いてありました。あの資材にとか採点実感にもね、やっぱその許可要件の内容の違いってところでね、自分の力でどうにかなるものとそうじゃないものとでね、当然基準の減額度はあの変わりうるっていう話でね、まあ、そういう話ですね。なんでこれをね着目しないといけないんですよ、今回の問題では。結論はまあどっちか、まあ、妥当な結論多少あるとは思うんだけどね。でももしそこがなんか多少変な結論だとしても、着目するところを着目してないと点数くれないから、あの結論だけには点数くれないから、論文試験はね。で今回は特にこういうところが、まあ、すごく大事になってくるんですよね。で今度に11ページのところで、これ規制の目的だね。これほら3つある考慮素、基準の厳格度を決める考慮素3つありますけどね、規制の目的で職業の実はやっぱまずこれなんだよ、普通はね、一般的には。今回はちょっと問題文がさ、規制の対応がかなり丁寧に書いてあったから、そっちの方から多分先に書いてると思うんだけど、判例のほら皆さん判詞読むでしょ、 判決文やっぱ規制の目的から来てるからね、着眼点としてはね。でそこで、まあ、規制の目的、一般的にはこれ大事なんですけど、また、規制丸一の目的として、はい、こんな利益のために高速バスをさ専業で営む利益ね、制約できるのか、そんな中間した基準だったらそんな重要な利益なのか、こんなね高速バス専業で営む利益ってさ、このなんか営業の自由の中では結構大事そうじゃないですか。利益がすごく上げられる、まあ、自由だから、おそらく権利の内容性質っていう考慮要素のから考えて評価したときにね、おそらく擁護性って結構高いと思うんだけど、まあ、そんな擁護性が高いものに対してこんなものを対立、まあ、利益に、まあ、できるのか、その制約を正当化するようなね、そんな中間した基準だったらそんな重要な利益と言えるのか、そんな大事な職業の自由を制約するに値するようなそんな重要な利益と言えるのかってことが目的審査でまずそこが審査されます。でその後そこを取ってもあの手段審査がで LRA 審査がかかってくるので、中間審査基準を立てた場合はね、これ相当あの、合憲にするのは容易じゃない方向になってくると思うんですけどね、まあ、そういうのを考えながら問題文分析していきますね。いやそこでもう一回ね、またってとこであの11ページの1行目、また規制の丸一の、規制丸一の目的として地域の公共交通の維持と、高齢者の運転ミス、だからこれが2つが一応対立利益みたいね、運転ミスからそのね、高齢者自身第三者の身体生命が保護されるってことで、というわけで地域の、公共交通の維持と高齢者の、まあ、運転ミスから生ずるこの生命身体、身体生命ね、こういったことを保護するということになりますね。でそのため規制の主目的と副次的目的の区別が可能であるかどうか、これ平成26年の司法試験でも同じようなことが書いてありました。あの規制目的がいっぱい、もっといっぱいあったの、これ今回2つしかないからまだラッキーですよ、セーフですよ、あのこんなもんね、これぐらい序の口なんだけど、平成26年の司法試験はあの3つも4つも5つはなかったかな、で4つはあった、少なくともね3つ4つあったんでね、そこをかなりねあの分析して整理していかないとね、時間内に答案書きれないんですよね。で今回ねその整理の話が出てますね、まあ、規制の主目的と副次目的の区別が可
可能であるかどうか、また可能であるとしたらどちらが主目的であるかの検討も求められるということで、あ、これどういうことかというとね、自分で手を動かして答案書いたら分かるんだけど、目的整理しないまま全部の各目的との関係で目的手段審査全部したら時間足んなくなるから、だからまとめられるものはまとめなきゃしょうがないという意識が芽生えてきますから、自分で時間内に答案書こうと思った時にね、まあ、それは平成26年の司法試験で学んでるんですけどね、でもそういったものがまたこの令和2年に出てきたって話なんですよね。ちなみにこれさ、あの高齢者が運転ミスするとさ、まあ、事故を起こして生命身体害されちゃうんだけど、なんで高齢者が運転するかというと地域の足がなくてさ、まあ、それで免許の返納ができないのがあの原因じゃないですか。だからそういう意味で地域の足が確保できれば、まあ、おのずと人身事故がまあ減るんですよね。そうなってくると主目的っていうのは、まあ、結局地域の足なんじゃないかっていうふうに、あの例えば整理すればね、これが答えかどうか分かんないけど、例えばそうやって整理すれば、その今の1個の目的、そのこの1個目のさ、地域の公共交通の維持っていう目的に絞り込んでね、今私が喋ってのことをちゃんと文章に書く必要があるけど、まあ、絞り込んで、でその一つの目的との関係で目的手段審査をして結論付けることもできるんですよね。まあ、そういう感じです。この目的を統合する、整理するっていうのはそういう話なんですね。で整理できないと全部との関係でやんなきゃいけないけど、絶対時間足んないからまあそういう感じね、まあ、受験テクニック的みたいな感じに、ね、なってしまいますけどね、まあ、そういう感じであの過去問に慣れるってことが大事ね。だどんなに知識するでも過去問ちゃんと分析しない人って受かんないからね。で予備試験の人も司法試験をやってください。なぜならこうやって丁寧だから、こう見たら分かるでしょあの丁寧なんですよ。で予備試験のようにやっぱここまで書いてくれないんだよね。だからやっぱ職業の自由が出たらこういうところを気をつけないといけないなっていうのはね、すごく参考になる司法試験は、まあ、職業の自由だけじゃないけどね。さてじゃあ、まあこれぐらいにしていきましょうか。でこの辺のところね、職業ちょっと基本知識の確認しましょう。矢島の促進人講座からちょっと引っ張ってきた基本知識の確認をします。40ページのところですが、基本知識のところね、であの判例踏まえてさ、22条1項適合性の枠組み立ててほしいんですけど、これどうやって、まあ、立てたらいいのかなって話なんですよね。でいろんなここはあの学説も分かれてます、ここのところは。正直でまず一つの、まあ、考え方なんですけど、43ページのところですね。43ページ、いろんな考え方があるところです。ここ職業の自由 の枠組みどう立てていくのかっていうのはね。でそこで、まあ、自分が分かりやすいのを立ててくれればいいですよ。あの自分が分かりやすいやつで、43ページの1個目のブロックのところですが、二重の基準論を考慮した上で具体的な判断枠組みの提示の仕方は、まあ、いろいろありますと、まあ、二重の基準論を踏まえてね、職業の自由の規制の憲法適合性の判断枠組みを提示する際の、考え方としては、例えばね、まあ、大きく言うと次の、まあ、1からカッコ1からカッコ3までがあって、カッコ3はさらに A と B で分かれるんですけど、でまず一つがカッコ1、これはね、規制の目的が積極目的か消極目的かの違いに応じて、まあ、判断枠組みを設定する考え方ね、これいわゆる規制目的二分論ってやつね。でもこれちょっと純粋な二分論取ってるのは、今の判例と学説ないので、まあ、ちょっとこれをね、自説として自分の見解として取るのは、果たして判例を踏まえた論述したと言えるのかというと、ちょっと厳しいかもしれないね。今純粋に二分論は取ってないというふうに言われてますからね。でそこで今度括弧2のとこですが、まあ、その目的二分論を基盤にしつつも、まあ、これを修正して、規制目的以外にもね、権利の内容、性質、制限の程度を考慮して判断枠組みをまあ設定する考え方ね、まあ、二分論の修正説なんですけどね。なんで例えば積極目的でも、積極目的って一般的にはあの立法裁量がすごく尊重されるべきもので、まあ、明白の原則の方に流れやすい、一番緩やかな基準の方に流れやすい目的なんですけど、まあ、積極目的でも、まあ、権利の内容、性質、例えば擁護性が高いとかね、あとは制限の程度がこれがすごく強いっていう強さからね、まあ、強いってことになると、そうなってくるとあの規制の必要性、合理性、結構裁判所としてはさ、そんな大事な権利に対して、いくら立法裁量が広い分野だとしてもね、そんな大事な権利に対してそんな厳しい制約するんだと、果たしてそれが本当に憲法22条に適合するのかどうかっていうのは、結構厳格に見ていかなければいけないっていう発想になるんですよ。裁判所っていうのはあの人権救済機関だっていうのは、私の憲法のね、あのインプットの授業で教えてますけどね、まあ、そういうことで、まあ、立法目的が積極目的で、まあ、立法裁量が尊重されるべきものでね、まあ、基本的にはそこだけ見たらあんまり厳しい基準ではいかないんだけど、まあ、だけどその制約されている権利の要請がすごく高いもので、制約対応も非常に厳しいんだということになるとね、まあ、人権救済機関であるまあ裁判所のこれ出番、積極的に動き出す出番になってきますから、まあ、その規制の必要性、合理性をね、結構厳しい目で見ていく方向になっていくんですよね。でその厳しい目で見るときに、具体的にどんな枠組みを立てるのかというと、日本の最高裁の場合、さっき言った通り、まあ、大きく2つの基準で使い分けているようでね、まあ、その一番厳しいものはいわゆる学説から厳格な合理性の基準というふうにまあ言われているね、まあ、もうちょっと広い目で言うと中間審査基準の一つに位置づけられるという形で学説は考えているようなんですけども、まあ、それを取るのか、まあ、それともあの小売場事件のね、あの明白の原則、当該規制措置が著しく不合理だってことがもう明白じゃない限りね、裁判所は立法裁量を尊重して、その規制をもう合憲にします、つまり違憲にしないんですけど、まあ、それでいくのかどうかっていうところになってきますね。で今度ね、カッコ3で最近これが有力ですね。カッコ3
私が受験生の時はね、あんまりこれ議論が進んでなくて、結構括弧にでね、自分が受験生だったらもう今から12、3年前になっちゃうんだけど、結構修正論で書いてたんですよ。あんまり深いことは考えてなかったと思います、当時の受験生は。だけど最近は憲法がやっぱ、司法試験が特にほら、採点実感と出題なしでいろんな情報を提供してくるからさ、受験生が賢くなってくるんだよね。で、そういうことでね、この括弧さん、規制目的に分論にとらわれずに、今の判例分析するとこうなんじゃないかって結構有力に言われてるんですよ。規制目的に分論にとらわれずに、丸1規制の目的、丸2権利の内容性質、丸3制限の程度を考慮して、それで適切な審査密度を考えて審査してるんじゃないかってことで、これ要はそもそも二分論の修正説ってのはね、二分論前提にしてるんだけど、そもそも二分論っていうもの自体を否定してるんですよね。二分論自体はもうそもそもなくて、最初から判例っていうのは職業の自由の制約に関しては着眼点3点で、規制の目的と権利の内容性質と、制限の程度ね、そこのところから適切な枠組みの適切な厳格度の審査をしてるんだっていう、そういう理解で、そこは前提としても二分論ないんですよ。で、確かに判例後から分析すると、この見解に整合しやすい判例多いんですよね。正解は分かんないです、結論から言うとね。だって修正説取ってる先生もいますし、でこのカッコさんみたいな先生もいますしね。で、最近はでも3がかなり、カッコさんが有力、かなり有力になってますね。で、私の回答例はね、昔は修正説でやってたんだけど、ちょっと時代遅れ感が あるんでね、自分が受験生の時はもう職業の自由って言ったらもう修正説だったんだけどね。あとちょっともう恥ずかしいけど、自分が受験生の頃の受験生って恐ろしくてね、あんまり判例踏まえての設問の形式が判例踏まえてってなかったんですよ。で、そういうのがさ、最近の司法試験こう明示するようになってね、で予備試験でもたまにやる時があるんだけど、でそれによって職業の自由の制約の憲法適合性判断するときに、学説のね、実績関連性の基準とか合理的関連性の基準で使ってないんですよね。でも当時の受験生って、12年前のね、私の頃なんかはそんなの踏まえないからね、普通に職業の自由でも実績関連性の基準とか合理的関連性の基準で書いてました。私もそうだったんだけどね、自分が受けた試験はそれが出なかったんでセーフだったんですけど、生活保護 のホームレスの生活保護とか選挙権の問題が出たんでね、セーフだったんだけど、だけどやっぱり今はね、いろんな情報提供されてね、判例踏まえて論述しようとしたときに、職業の自由の分野で確かに日本の最高裁は実績関連性の基準とか合理的関連性の基準使ってませんので、で今ね、それを私の時代のノリでやってしまいますとね、やっぱりその古いんですよ、やんない方がいいんですよね、判例踏まえて論述になりませんから、それはやめた方がいいってことですね。恥を忍んで言いますとね、そういうことになります。当時の受験生は何にも考えてなかったなと思うんだけどね、今はね、情報がいろいろ提供されてますのでね。だ、結論としてはこのカッコさんの見解がいいと思いますよ。で、ちょっと論証例、矢島の促進ピト講座からこう持ってきた論証例が、こちら48ページ。これは理解するようね、促進ピト講座でご紹介したやつ。これ長いからこんな覚えませんから、理解するようで、やります。で、今日はこれちょっと短くしたやつを、回答例の方を使ってるんで、そちらの方でね、ちょっとご紹介する。でも回答例に線引いて覚えないでくださいね。なぜなら回答例は雑だから。ちゃんとした理解はできませんから、回答例の方ではね。論文試験の回答例ってそういうもんですから。ちゃんとこのインプットのテキストの、インプットの基本知識の項目のところでちゃんと理解と記憶をしてね。で、それをちゃんと問題文の事実関係と論法だけでうまい具合に自分ではめ込んでさ、使いこなせるようにしないと、初めて見る問題解けませんから。そんな感じでよろしくお願いしたいと思います。じゃあこれね、回答例いっちゃいましょう。で、答案用紙型の回答例がですね、8分の1ページ。のところなんですが、今日はね、ちょっと別解、簡単な方の別解の方で、昨年もちょっと別解の方でお話したんじゃないかと思うんだけど、で、ちょっと昨年少し回答少し変えてますが、昨年のことを知らない人に喋ってもしょうがないから気にしないでください。こちらね、8分の1ページ、これちょっと長いバージョンなんですけど、もっとこれをめちゃくちゃ短くしたものが、別解ってことで、8分の、ね、9ページっていうのを用意してます。普通司法試験って 8枚しかないからね、8分の8ページを超えることはないはずなんだけど、別解を作るときはね、8分の9ページ以降が増えますから、この別解ってのはいつのタイミングで作るかっていうとね、大体授業が終わったときとかね、事前にたまに作るときもあるんだけど、授業終わった後にやっぱこうした方がいいなってことでね、で作ったら講義後追記に書いておくんですよ。もうちょっとこういうふうに書いた方がいいと思って作り直しましたみたいな感じでね、やるんですけど、今期はちょっと最初からこの別解の方で行きたいと思います。で、8分の9ページね、まず規制丸1、規制丸1のところだけご紹介します。この別解は多分理解できると思います。今日の私のさっき の問題文分析しながら、ほら一緒に考えてもらったじゃないですか。あれがついてこられた人はこれ多分自分でこれぐらい書けますよ。ちょっと見ていきましょう。別解、
8分の9ページの、ね、3行目縦1、まず、ね、あの権利利益の制約と憲法上 の、 あの保障の位置づけしますよ最初ね、まあ、そこで縦1、規制丸1は、高速路線バス事業を営むには生活路線バスを運行しなければならないとするものですと。でこれまで、専業で高速路線バスを事業を営んでいたものが、ね、高速バス事業を営む事業をまあ制約しているということで、これで権利利益の制約ですね。でこれの憲法上の位置づけなんですけど、憲法22条1項は職業選択の自由を保障しているところ、選択した職業を遂行する自由を認めなければ、ね、職業選択の自由を保障した意味はないので、まあ、同行は選択した職業を遂行する自由として営業の自由を保障すると。で高速路線バスを専業で営む自由は、ね、まあ、選択した職業を遂行する自由だったことで営業の自由として憲法22条1項で保障されるということで、ね、まあ、こんな感じで制約されている利益とその憲法上の位置づけ、ね、まあ、こんな感じであの書いています。でいよいよあの枠組みの設定ですね。で括弧1でこういう判例の分析です。で一応この中のところね、あのタイトルは省略化ね、あのなぜならあのさっき言った通り点数くれませんから、言ってもくれませんからね、あの、まあ、読みやすくなるというメリットが、まあ、あるんでね、あの必要があればやった方がいいかもしれませんけど、まあ、一筋長く書いても点数くれませんのでほどほどにしておいてください。でそこで、12行目判例は、あでこれ線引いて覚えたら絶対ダメね。なぜならめちゃくちゃ適当っていうかあの雑なんですよ。判例の理解はさっきの基本知識のところでちゃんとやってください。あの矢島の促進部とかできちんと教えてますからね。でその記事を少しあの一部抜粋してますけど、判例の理解はちゃんと基本知識の項目でね。でこれは要約したものでもう雑なんでね、これを元にしたら もっと雑になっちゃうから、あの頭の中がもうどうしようもなくなっちゃうからね、だから一つのこう参考として。で12行目のところですが、判例は職業の自由の制約立法の憲法22条1項適合性について、経済的自由である職業の自由の制約立法は精神の自由の制約立法と比べて緩やかな基準で審査するとの二重の基準論を前提にね、でほら着眼点3点規制の目的、権利の性質、まあ、本当は内容性質とかもうちょっと手に書いてもいいんだけどね、ちょっともう簡単に書いてます。だからこれ覚えてもダメね、めちゃくちゃ雑だからね、あのさっきの基本知識の項目でちゃんと押さえててくださいよ。まあ、規制の目的、権利の、ね、本当はまあ内容性質ぐらい本当は書いた方がいいんだけど、まあ、性質、それから規制の対応等を比較考慮してね、で事案に応じた適切な判断枠組みを定立しているとまあ見られるってことね。でこれら要素は判断枠組みの厳格度に影響を及ぼすものとまあ言えるんで、この立場は妥当ってことね。あの別解じゃない方の丁寧なやつはね、もっとあの判例の立場をもっと分析まあしてます。でも理分論取ってないとか、まあ、そういうところの分析もしてるんだけど、まあ、それをもう端折ったバージョンね、もう結論だけあの今の主流の考え方しかもう差もないような、ね、書き方してるんで、もちろん良くない答案なんですけど、でももう満点取る気はないですから、あのもう半分取れれば合格できるってことでね、もう半分ぐらい取ってやるぐらいの気持ちでもうやってますから、こんな程度の答案なんですよね。でそこで18行目、でここからねちょっと、ここからもうちょっと具体的な枠組みを立てていった方がいいと思います。あの考慮要素はこの3点なんでね、規制の目的と権利の内容性質と制限の程度で、であとはねあのここから直で当てはめするとちょっと理論が雑になっちゃうから、できれば二次規範みたいな感じ、これがある意味一次規範、規範の大枠で、ここからその今の着眼点をちょっと抽象的に分析してね、本当の具体的な事実の分析っていうのはあの当てはめるところでやるから、ちょっと事実を抽象化して分析するんだけど、この3点からちょっと二次規範みたいな感じ で薬事法違憲判決型の厳格の合理性の基準でいくのか、小売市場事件 の明白の原則でいくのか、まあ、そこのところをあの考えた方が点数になると思いますね。でそこで19行目、人の経済活動から生ずる弊害防止という消極目的に比べて、消極目的ってこの弊害防止みたいな感じね、積極的に何かものを作り出すっていうんじゃなくて、何かこう止めるみたいな、防止するみたいな、だから消極目的っていうんですけどね、人の生命身体財産に対する危害からその、その人の生命とこう守るみたいなね、まあ、そういうような、その危害を、ま、危害を防止するみたいな、そういう積極的な施策じゃなくてね、消極的なものなんで、そういう意味であの消極目的っていうんですけど、まあ、そういうことで、人の経済活動から生ずる弊害防止という消極目的に比べて、施策による経済活動を増進させようとする、ね、などの、積極目的、これはプラスになんか作り出すようなイメージです。積極目的というのはね、まあ、立法サイド広いんですよ、一般的にあの積極目的の方がね、何をほら政策で作り出すかって裁判所判断できないから、だからやっぱり立法裁量を 広くせざるを、まあ、追えないわけでね。でその3件 の、まあ、裁判所とか、まあ、国会とか裁判所とか行政とかの3件分立が適切に均衡取れてるからこそ権力が抑制できて、で結果個人の人権が守られるんですよね。歴史的にやっぱりその権力が乱用されると個人の、まあ、人権というのはこう侵害されがちなんですよ。これは歴史側の物語ってます、世界的に見たときにね。だそういう意味でいかに権力の均衡を図っていくか、その役割分担を、ね、きちんと、維持していくのかっていうところがすごく憲法上重要な、まあ、テーマになるんですけど、でそれがいわゆるその法令違憲の事案だったら立法裁量論という形で出てきますし、まあ、処分違憲の場合だったら行政裁量論という形でまあ出てくるんですけど、まあ、今回は法令違憲の事案なんでね、まあ、立法とその司法のまあ適切な役割分担という観点からね、で特にまあ積極目的の場合は立法裁量は広いという話でね、裁判所が口出すと適切なその政策ができなくなって結果的に個人のためにならないので良くないという話なんですよね。でそういうことでね、まあ
20行目、8分の9ページ20行目、まあ、そういった増進させようとするなどの積極目的や国家の財政目的など立法裁量が特に広く認められるべきものについては、当該規制措置は、これいわゆる小売市場事件の明白の原則です、その規制措置はその目的や目的達成手段が、あの目的手段審査がちゃんとできるような形であのこう表現しておかないと当てはめができないからね、まあ、目的やその手段がでちょっとぐらい不合理だったら、ね、あの違憲にしません。あの立法裁量を尊重して裁判所はその規制をあの合憲にしていますから、まあ、著しく不合理であることが明白であるかどうか、これが大事なあの枠組みになりますからね。著しく、まあ、不合理であることが明白であると言えない限り、ね、もう合憲にしちゃうということで、そういったものが妥当しやすいと。で一方、規制がこれらの目的によるものでも、個人の能力によってはどうにもならない許可要件を課した許可制など制約対応が厳しいものであるときは、裁判所は規制の必要性と合理性を、ね、厳しくまあ審査するべきだということ で、でこれであの要は LRA 審査、あの目的が重要 でその手段として、ね、より緩やかな規制によって目的を達することができないと言えればまあ違憲だということで、ね、まあ、一応こう簡単な規範で、ね、あのちゃんとした書き方は基本知識の項目でちゃんと基本知識のインプットでやってくださいよ。これ答案だからめちゃくちゃ雑だからね。さすがに厳格な合理性の基準もっとちゃんとしてますから、これはもう簡略版の答案を作るって観点からめちゃくちゃ雑にしてますからね、まあ、これをこう線引いて覚えちゃうともっと皆さんの頭の中は不正確になっちゃうんでね、不正確なものを真似するとさらに不正確になってしまうんでよくないわけでね、もうちゃんと正確な理解をしている人がね、その時間内にまあなんとか仕上げようと思ってね、まあ、要約した時にこういう雑な文章になるんで、その思考過程というのは必ず必要になりますからね。で当てはめします。まず目的審査です。7行目、規制の目的は、地域における住民の移動の確保、ね、の他にも自家用、あ、ここね目的をちょっと整理しようと思ってるんですよ。さっき言った通り、2つの目的を、ね、もうそれぞれ目的手段審査してると時間もったいないからね、と同時にそもそも論なんだけど、いや本当に整理できると思いますよ。生命身体のさ、結局ほら交通事故で生命身体って、まあ、結構車がないからそうやってるわけでね、お年寄りが免許返上できないから、だから地域の移動手段確保してれば、あ、その自分で運転しなくなるからさ、免許の返上が進んでね、だそういう点で生命身体が害されなくなるから、やっぱあの事実関係からしたら、やっぱ主たる目的っていうのが多分あると思うんですよ。やっぱその移動手段の過去なんじゃないかと思うんですよね。まあ、そういうことでちょっと見ていきます。7行目、8分の10ページの7行目、規制丸1の目的は、地域における、住民の移動手段の確保の他にも、ね、自家用車が唯一の移動手段となった高齢者の運転ミスによるもので、ね、人身事故の発生防止だと。もっとも、地域住民の移動手段が確保できれば、まあ、高齢者が自ら運転する必要がなくなるため、実質的には、はい、ここで目的を統合します、地域住民の移動手段確保のみを目的と捉えれば、まあ、足りるんだということですね。でこれはで移動手段の確保ってほら積極的に何か物を作り出す感じでしょ。だから積極目的なんですよ、これ自体はね、ここだけ、まあ、見るとね、というわけで13行目、積極目的ってことで、これまず立法裁量が広くなるってことでね、まあ、基準を緩める要素になってきますね。基準を厳しくしない要素になってきます。で今度一方で、まだ着眼点がありますからね、権利 の用法性、内容性質とかね、規制の対応を見ていかないといけないので、この先続けます。一方、高速バス事業は生活路線バス事業と比較して収益性が高いため、高速バス事業を専業で営む自由は権利の性質上営業の自由として、でこれ私用法性が高いという評価をしましたね。これ皆さんにお任せしますよ、このところね、高速専業営む自由ってどれぐらい大事なのかってことね、まあ、利益を上げたいと思って、まあ、その専業にしようとしてるんだけどね、その利益が職業の自由としての用法性はどうなのか、まあ、職業の自由ってある意味、まあ、儲けてなんぼっていうところが仮にあるんだとしたらね、まあ、高収益を得られる、事業を遂行する利益っていうのはおそらく用法性が高いんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。反応が、半々に分かれたる感じかな、まあ、だから お任せしますよ、ここのところね。唯一の答えなんかないんだから、毎回自分で考えればいいわけでね。でこの後、今度ね、規制の対応を見ていきます。17行目、規制丸1は、高速バス事業の許可要件として、既存の生活路線バス事業者の経営を安定害さないようにというね、許可の申請者の努力だけではどうにもならないような要件を課す点で、単に営業の自由制約にとどまらずね、営業の自由にしようか、単に営業の自由を後で整えておきますんで、自由を制約するにとどまらず、職業選択の自由そのものに対する強度な制約といえるって感じでね、まあ、こんな感じでやりました。まあ、この辺のところは26年の司法試験分析してるとできちゃうんだけどね、似たような問題出てるから。ということで21行目、まあ、以上のように規制丸1により制約される権利の性質対応を、規制の対応を考慮すると、まあ、規制丸1の目的のみから広範な立法裁量を認めるのは妥当ではなく、規制丸1の性質と合理性は厳格に審査すべきだってこと で結論はさっきの厳格な合理性の基準でいくという話にしてますね。で当てはめです。8分の11ページの4行目、まず目的審査、
ですけれども目的審査ね、高齢者や高校生をはじめとする地域住民の移動手段の確保、これがまず対立利益ね、今回の高速バス専業で営む利益を制約しようとする対立利益なんですけど、で5行目、この目的が高速バス事業を専業で営む事業制約制に値するほど重要な利益と言えなければ、これ目的でまず違憲になっちゃうんですよね。まあ、時間がなければこの線引いてないところは書きませんから、皆さんの理解促進のためにこれ書いてますけどね、手書きで時間計って書いたら分かるけど、こんなところまで書けないからまあ理解促進のために書いてると思っておいてください。でこの後この点、高速バス事業は生活路線バスと比較して収益性が高いため、これを営む事業の要望性は高い、しかしね、地域住民の移動手段の確保を無視して高速バス事業を営む事業を肯定するとね、まあ、収益性が低い、地域で生活路線バスを営む事業者がいなくなりね、でその地域の住民の生活に重大な支障が生じるということで、そうなってくると移動手段の確保をすることはね、地域で生活するに不可欠な重要な利益だということ でこれはまさに高速バス事業をね、専業営む事業を制約に値するだけの重要な利益といるんだという、そういう評価をしました。実際に本当に最終的にこの制約が強要されるか、手段審査をしていかなければ、まあ、いけないんだけどね、まあ、目的審査のところはまあクリアできるということで、今回のこの対立利益を守るためにね、まあ、少なくても目的審査の段階、まあ、だから手段を特に見なければ、目的審査の段階ではね、この高速専業の利益をね、その制約するに値するだけの重要な利益と言えるんだって形ではやりますね。これちなみに一番まあ、経済の自由だからさ、本当の意味での厳格審査基準ってないんだけど、仮にこれ厳格審査基準だとしたら、これやっぱりその必要不可欠な利益、やむにやまぬ利益じゃなければいけなくてね、まさにこの高速、まあ、今ちょっとめちゃくちゃ理論的に変なこと言い始めることになりますけどね、職業の自由に厳格審査基準は普通妥当しないから、二重の基準論からしたらね。だけど、まあ、ちょっと目的審査の審査ミス度っていうのをちょっと理解するために、あえて言うとさ、これは仮に目的審査で一番厳しい基準、まあ、適用した場合にね、こういったその、地域の移動手段を確保するという、まあ、利益を確保することはね、果たしてそんな擁護性が高い高速バスを専業を営むような利益をね、制約するに本当にやむにやまない利益なんだろうか、必要不可欠な利益なんだろうかとか、相当厳格に目的審査されるんですけど、そこまでやんなくていい、中間審査基準はね、まあ、そういうところで違いが出てきます。でもやめてくださいね、厳格審査基準はダメですよ、よほどの理由つけなければ、まあ、基本的には無理だと思っていてください。よほど問題文に指示誘導が、そういうことをこう立論させたい、なんかこう、ことを匂わせるようなことがなければ、さすがにやっぱ二重の基準を前提にしたらだけどね、二重の基準を前提にしたら、ちょっと職業の自由で、本当の意味での厳格審査基準はないから、精神の自由に妥当するようなね、ものはありませんので、気をつけてください。さて、では目的審査終わり。じゃあ今度手段審査です。でここね、補助金のことは書きませんでした。さっきちょっと言った通りね、長い回答例の方はね、ちょっと補助金のことを触れたんだけどね、もう補助金は問題文のところからもう多分これを補助金があるから別にこの当該規制いらないよみたいな、そういうことは書いちゃいけないなってことでね、やってないんですけど、で14行目、まあ、目的達成手段として高速路線バスは生活路線バスを運行している乗り合いバス事業者のみが、ね、国土交通大臣の許可を受けて運行することができるんだとした上 で16行目、大臣は既存の生活路線バス事業者の経営安定を害することがないと認める場合に限り、ね、新たな生活路線バスを運行許可することができると。これ今当てはめのところだからね、最終的な本当に具体的な事実を使って当てはめしようとしています。逆に言うと基準立てるところはこういうのちょっと抽象化してたんですよ、意識的に。じゃないと同じ事実を拾うことになっちゃうからね。だからさっき言った通りね、当てはめをしっかり理解してからじゃないと実は基準をうまく立てるところって論述できないんですよね。当てはめがめちゃくちゃ最終的な具体的な事実をもう思いっきり使うところになるから、そこがマックスなんですよ。で基準立てるところは意識的にそこを抽象化しますから、だから当てはめをしっかり理解しないと実は基準を立てるところの論述ってできませんからね。ちょっと順番逆な感じがするんだけど、しょうがないんですよそういうものだと思います。まあ、そういうことでこれめちゃくちゃ具体的に書こうと努力しているところなんですね。でまあ、そういう中で16行目ね、まあ、大臣は既存の生活路線バス事業者の経営の安定を害することがないと認める場合に限り新たな生活路線バスの運行を許可することができるということで、まあ、その手段を、ね、ちょっと書いてます。で19行目、地方の深刻な人口減少が続く中、で皆さんにポイントですけど、ちょっと問題ですけど、当てはめするときの大事な着眼点ってさ、ちょっと事案関係なしにさ、憲法の答案作るときに当てはめするときの着眼点、ね、基準立てた後のその具体的検討するところのもう絶対にこう押さえとかないといけない着眼点って何ですか、何か一個挙げるとしたらっていうとね、まあ、思いついたものは違うかもしれないけど、比較考量、対立利益の考量、そのさっき立てた枠組みとの関係で考量するってことが大事なんですよ。で、慣れてない受験生どういうことをやっちゃうかというとね、考量の視点を、まあ、持たずにね、なんか外形的にそのなんかさっき立てた基準に数学のあたかも公式に数字をカチカチ当てはめるような感じで結論出しちゃう。LRA の基準とかなんか当てはめしやすいからカチ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 ね。だけどそれってあんまりいい点数がもらえないので、やっぱり何のためにそもそも基準立てたのかっていうとさ、対立利益を発見抽出してそれを適切に考量するために基準立ててますから、だからその当てはめのところもそういう意識を強く持ってやっていかないとね、いい点数もらえない
ないんですよね。まあ、そういうことでね、8分の11ページの19行目のところですけど、地方の深刻な減少が続く中、生活路線バス事業の大半が赤字で、三大都市圏以外ではその傾向により、傾向がより顕著になっていることを考慮すると、生活路線バスを運行する乗り合いバス事業者の経営をウェイカスに参入する地域は収益性が、ない地域しか残ってないことが予想されると。このことから規制丸1は23行目、これ非常に厳しいと、ね、収益を上げようと思っている人にとっては非常に厳しい制約ですと。で、8分の12ページの2行目で、この点っていうところですけど、これ一応反対利益踏まえました。反対の立場をねちょっと書いたけど、時間がなかったら端折りますね。まあ、もちろん書かないとその分点数もらえないんだけどね。でも、まあ時間がなきゃ端折ってもいいんですけど。で、8分の12ページの、2行目、この点、生活路線バス事業者は国土交通大臣の許可を受ければ高速路線バスの運行を貸し切りバス事業者に委託することを認めてますと。だから、まあそうすると別に生活路線バスしなくても高速バスできるんだけど、でもさっき言った通り、ほら受託料が発生するはずだから、結局これそれ制約厳しいんじゃないのって話ね。別にこの、受託できるところを理由に制約が緩やかだっていう、そういう評価の仕方はできないんじゃないですかっていう、まあそういうことが言いたくてここを書いてますね。まあ読むの割愛しますけどね。まあ、しかしのところでひっくり返しちゃいます。7行目、しかし貸し切りバス事業者は生活路線バス事業者から高速路線バスの運行を受託できるとしても、ね、手数料を要求される可能性は否定できず、またそもそも受託できなければ高速バス事業を任意の時期に認めないので、結局まあその厳しい手段になってんじゃないのっていうね、まあ、そんな感じのところね。で、この後ですね、またで、ここから先が大事です。ほら問題文にさ、なんか反論はないんですかって問題文でほら書かれてたところだから、そこを使ってますんで、ここは相当点数が振られてるはずなんですよ。また、高速路線バスを営むために生活路線バスに参入するには、それ用の車両の購入がね、これ問題文のあそこ引っ張ってますか、さっきのところね、反対の意見はないんですかってところね、それ用の車両の購入や営業所の設置維持、運転手の再教育に多くの費用がかかるところ、利益を上げるためには高速バスを事業を営もうとする事業者にね、多額の費用の使途を余儀なくさせることは、これ非常にね、厳しい制約になっちゃう。高速バスで儲けようとしている人にとっては非常に厳しい制約なんだっていう評価をします。で、15行目で、これまでの検討によると、まあ規制もあるしは厳しい制約であるというところね、その規制の必要性合理性を支える立法事実として、地方の深刻な人口減少が続く中、生活路線バス事業が大半が赤字で、三大都市圏以外ではその傾向が顕著になっていることが挙げられる。しかしね、三大都市圏では人口減少の、顕著で生活路線バスが赤字になっていることの事情がないため、まあ、規制丸1の目的達成のためにはね、まあ、三大都市圏を除いた地域のみ規制をかければまあ足りる。これちょっとつまんないこと書いて終わりにしちゃったんだけどね、長いバージョンの方はもっと面白いこと書いてあるんだけど、まあ、とりあえずこうあんまりこう深いこと考えないでも、とりあえずね、最低限 のこう時間内にこう書けそうなものをちょっと考えたときに、こんな感じでやりました。まあ、三大都市圏を除いた地域の規制をかければ足りるってなるけど、やっぱでもそれ以外のね、まあ、地域のところも含めてなんか事例を処理したいっていうところがあると思うんですよね。で、それはでも今回ここは端折ってます。で、そこのとこだけちょっと読みましょうか。長いバージョンの方はね、ちゃんとやってるんですよ。ここのところはね。これ中途半端な答えで終わりにするんじゃなくてね、ちゃんとやってますんで、そこだけご紹介してこの問題終わりにしますから。8分の4ページ、答案用紙型の回答例の8分の4ページを見てください。で、それがですね、16行目あたりかな、8分の4ページの16行目、本文を見ると、地方の深刻な人口減少が続く中、生活路線バス事業が大半赤字で、三大都市圏以外ではその傾向より顕著で、地方での日常生活の移動手段の支障が生じている立法自治の規制丸1を創設しようとしてしかしね、高速路線バスを運行する事業を営む自由の権利としての重要性を考慮すると、こっちちゃんと比較考慮しようとしてるのね。さっきちょっと別解の方はね、比較考慮の視点があまりなかったんだけどね、まあ、そういった重要性を考慮すると、この自由に対する不必要な規制は許されず、少なくても生活路線バスの赤字傾向が顕著とは言えない三大都市の規制丸一から除外しても規制目的が達成できると。で、これだけだとさっきよりちょっと詳しくなったぐらいで、あんまり中身変わらないんですよ。じゃあこれ以外の地域どうなるかって話だからね。で、それが今度この次のところ、22行目、また、本門権利の重要性を考慮するとね、ちゃんと比較考慮 の視点をこうやって出してます。本門、権利の重要性を考慮すると、既存の生活路線バス事業の、事業者の経営の安定性を害すると認められるときには、生活路線バスへの新規参入を認めないという対応の規制をしなくても、例えばどうでしょう、8分の5ページの1行目みたいなのどうでしょう、収益性が低い地域で生活路線バス事業を営むことだけを許可要件として、で、別に収益性の高い地域の方は別に規制しないでいいじゃないか、もう入りたい人は入ればいいじゃないかってことでね、自由競争に任せればいいじゃないかみたいな、まあ、そういうことで8分の5ページの2行目ね、収益性の高い地域の参入は特段規制しないという手段、これとってもほらちゃんとね、バスが少ない地域の移動手段確保できるじゃないですか、どうですか。
皆さんに問題です。まあ、問題でしかしょうがないんだけどね。これは、まあ、自分で考えないと、まあ、いけないことなんですけど、まあ、こういうことでね、まあ、同じ問題でも、まあ、毎回考えてるとね、いろんなことを思いついてね、まあ、いろいろこう、紆余曲折しながらね、いい方向行ったり悪い方向行ったり、まあ、しながら徐々に、力が伸びてきますので、まあ、とわにせんひで覚えたらもう終わりですから、毎回ね、基本知識はちゃんとまあ復習をして、で、その基本知識をもとにね、まあ、とにかく職業の字の基本知識は大したことないから、規制の厳格度の着眼点3点だもん。規制の目的と、権利の内容、性質と制限の程度ですから、まあ、そこのところは事案に即して分析する力を、ね、磨いていただければというふうに思いますね。じゃあそんな感じでこの問題終わりにします。じゃあこの後、最後ユニット3でね、予備試験の問題、財産権ね、これそんなに時間かかんない予定です。ポイントだけちょっとお話する予定だったんでね。じゃあここでちょっと便宜上、1回休憩ボタンを押して10秒ぐらい喋んないで止まってますので、ちょっと画面を切り替えますんでね、10秒ぐらい休憩ボタンを押します。ではね、第1回ユニット3ということで補強問題の方ね戻りまして、で補強問題1、22ページになります。22ページで補強問題1の平成29年の予備試験で、これね財産権と損失保障の、まあ、問題なんですけど、こちらの授業では財産権の要は論じ方を学ん、要は理解してもらいたくてこの問題をちょっとピックアップしたんですね。で損失保障に関してはこれ実は行政法の科目でめちゃくちゃ深い問題が出てくるんですよ。なので行政法の方で損失保障の詳細を扱いたいと思いますので、こちらの憲法の授業では説明は割愛したいと思ってますので、まあ財産権のところ見ていきますね。でそこでね、補強問題集に関してはまず素の問題、何にも私が装飾してない問題文つけた後にね、ページめくるとね、ちょっといろいろ大事なところをこう線引いたり太字にしたね、まあ、問題文を用意してるんですよ。でそれが24ページになります。今回の第1問との関係ではね。で25ページに設問の結論部分があるので、これを見てください。公の立場からの憲法上の主張と、これに対して想定される反論の対立点、これ試行錯誤してんだよね。だから、ちゃんとね、的確な争点設定して、厚く受験者自身の憲法論を論じてもらいたくて試行錯誤してるんですよね。で、例えばこうやったらどうだって思ったんだろうね。まあそういうことで、もう一回ね、公の立場から憲法上の主張と、で、公の立場からの憲法上の主張っていうのはね、農作物作ってる人なんだけど、一定数以上作っちゃうとその農作物のブランドを維持するっていう、まあ利益を確保するために廃棄命令が出されちゃうんですよ。で廃棄命令に従わないと大執行まで、まあ、されるって形で、まあ、それでその農作物をやっぱ保持するね、まあ、財産権的な利益が、まあ、制約されるっていう、まあ、話になるんですけども、まあ、それを前提にね、まあ、とにかく農家の方で、まあ、農作物を作ってます。でそのブランドを維持するためにね、一定量を超えるとね、それが廃棄されるんだっていう、まあ、そういう条例が、まあ、あるんだけど、まあ、それです。でそこで公の立場から憲法上の主張と、これに対して、想定される反論との対立点を明確にしつつね。で、あなた自身の見解を述べなさい。ほら、めちゃくちゃ試行錯誤してるでしょ。とにかく受験者自身の憲法論を厚くさせるには、厚く論じさせるにはどういう形式にしたらいいかで考えてるんですよ。試験考査員もね。だから今後も毎年変わると思います。まあ、こんな感じでね。で、これ多分うまくいかなかったんだと思う。翌年変えてるから。司法試験もさっきそうだったでしょ。令和2年と令和3年、ちょっと微妙に違って。で、令和4年全然違うからまたね。またパターン化されても困るからね。変えるんですよ。たまに。もし、その成功したとしてもね。まあ、とにかくこの設問形式の変更というのは永久に続くと思います。その趣旨を考えたら、意図を考えたらね、まあ、そういうことでね、こんな感じです。で一応あれだね、名を書きがありますね。法律と条例、まあ、今回は条例で財産権制約しようとしてるんだけど、法律と条例の関係は書かなくていいよってことで、法律の範囲内じゃないといけないとかね、憲法94条の適合性は考えなくていいようですね。じゃあそこで、今日は時間の都合でね、ちょっと要点、26ページご覧ください。これちょっと作っときました。問題文のあらすじ。まあ、どうせ時間なくなるだろうと思ってね、これさっき作っといたんですよ。問題文のあらすじ。これめちゃくちゃ雑だから、後で自分で復習するときちゃんとあっち読んでくださいね。さっきの問題文の本体の方ね。これめちゃくちゃ雑ですから。で、26ページの問題文のあらすじで、括弧1、A 県は、A 県の特産品として著名な農作物 X について流通量を調整し、一定以上の価格で安定して流通させ、 A 県産の X ブランド価値を維持し、もっと X の生産者を保護するために、次の1から3の事項を内容とする本件条例を制定しました。でまず1、これが廃棄の話です。 X の生産の総量が増大し、あらかじめ定められた X の価格を適正に維持できる最大許容生産量を超えるときは、 A 県知事は全ての生産者に対し全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合とね、同じ
同じ割合で収穫された X の廃棄を命ずると。で今度丸2、これ丸1に関連していると思うんだとですけど、 A 県知事はその廃棄命令に従わない場合ね、法律上の手続きに従い県において X の廃棄を代執行するということでね、まあ、丸1と丸2はすごく関連性が強いと思いますから、これ分けて憲法的合成別々にやるんじゃなくて、丸1と丸2みたいな形で財産権が制約されてるみたいなね、その農作物を保持する利益が制約されてるみたいな感じでやった方がいいかもしれませんね。で丸3はね、X の廃棄に起因する損失については保証しないということで、まあ、これはおそらく憲法の基本知識が分かっていると、損失保証のこと聞かれてるんだなということでね、特別の犠牲に当たるんだったら損失保証しないと憲法29条3項に違反するから、財産権の、まあ、通常制約っていうのはさ、その1項の財産権とその2項の公共の福祉の制限を超えるってことで、憲法29条1項と2項に違反して違憲っていう結論が出るんですけど、損失保証が必要なものに対して損失保証をしない場合はその3項に違反するんですよね。損失保証しなければいけないので、それをしてないってことで、まあ、3項に違反するってことで、で今日はこの丸3の損失保証の話はしませんって話ね。で、括弧に、2000何とか年、作付け状況は例年と同じだったものの、天候状況が大きく異なったことから、X の生産量は著しく増大し、最大許容生産量 1.5 倍だったことから、A 県知事は、さっきのね、命令出したんですよ。で、まあ、今回の主人公ね、江さんなんだけど、まあ、廃棄されることになったんで、それでちょっと文句をいろいろ言ってるわけなんですよね。で、それが括弧3です。これ、江さんの、今回農家さんの主張なんだけど、江は、本件命令にもかかわらず、自ら生産した X を廃棄しないでいたところ、A 県知事により、江が生産した X の3分の1が廃棄されたと。で、納得できない江は、で、これね、当事者の主張をよく見ていかないとね、筋を外します。江さんの主張、これね、本件条例によって X の廃棄が命じられ、保証もされないことは憲法上財産権の侵害であるとして、まあ、訴えの提起を、まあ、考えてるって話なんだよね。で、27ページ、論述すべき事項の抽出っていうところを見てください。本文の事実関係においては、何を言いたいかっていうとね、今回最終的に条例に基づく、まあ、その処分命令が出てね、でまあ、それで廃棄しないといけない状態になっちゃったんだけど、問題文これ読んでね、おそらく多分その処分意見の話聞いてないと思うの。結局その処分の根拠となった法令意見ね、条例の憲法的合成書けばいいんじゃないかっていう、そういう話なんですよ。これ問題文次第ね、どこを論じるかっていうのはその当事者の主張で決まりますから、当事者の主張を無視して答案構成したらアウトね。それは第に答えた答案にならないからね。でそこでそのどこでそこを見るかっていうとね、27ページのね、またっていう段落3行目のところ、また本文では本件条例に基づいて X の廃棄を命ずる本件命令が発令されておりね、で、まあ、確かに本件命令は X の財産権を制約しています。これは法令意見じゃなくて処分意見の問題なんです。ただしまたの段落の3行目、問題文に納得できない項は、でここね、本件条例によってどうたらこうたらって言ってるから、やっぱこっちの方を中心に書いてもらいたいんだなってことを読み取らないといけないのね。これはだから過去問慣れね、どんなにインプットの授業でどんなに勉強頑張ってもこういう過去問の形式に慣れてないと間違えるんですよ。だって事案素直に読んだら、だって処分意見論じちゃうもん。この当事者の主張を無視したら、まあ、処分意見と法令意見両方論じますよ、ここのところね。だけど今回はそうじゃない、ね、必ず論述すべきことを絞ってくるんです。これなんでかって言ったら、全部書かせたら大変で浅い答案になっちゃうから、ダメだっていう趣旨で、ね、絞り込んでるんだと思うんですよね。今回書かせたいことをね、まあ、そういうことで問題文の読み方は慣れてほしい。本番の試験をこうやることによってね。でこのあとね、答案構成らしいものは28ページ以下のところ、その今の、ね、27ページを踏まえて答案構成らしいものは28ページ以下にあるんだけど、まあ、今日はねもうそのまま回答例の方いっちゃいましょう。ちなみに財産権の、ね、29条の適合性は37ページ、これだけ確認しておきましょうか。これ矢島の促進インプット講座からちょっと論証例を引っ張ってきたんですけど、37ページの1個目のブロックのところですね。財産権制約の憲法適合性はね、まず1項が保障している財産権を制約する場面なんだけど、その結局不当な制約がされちゃうと、1項が保障する財産権を結局2項が許す公共の福祉の範囲を超えて制約したってことで、1項と2項の両方に違反するって形で理論構成ができるんですよ。ちなみに私矢島促進部とかで教えてますけど、判例は2項しか見てないのね。だけどさすがにね、財産権制約の事案でさ、1項出さないっておかしいじゃない。財産権の保障自体は、ね、1項に規定 してるわけだからね。でそこでだから両方を組み合わせる感じね、判例はその2項の適合性、2項の公共の福祉にその規制が適合するかって形で審査してるんだけど、1項出さないわけないから、だからそういうことで1項と2項両方組み合わせるとまあいいと思いますね。これ矢島の促進部と講座で教えてますからね。判例の範疇そのまま書いちゃうと良くないと思いますよ。当たり前ですよね。だって財産権制約の事案なのに1項書かないなんてありえないからね。財産権の直接的な保障の根拠ですからね。じゃあそこで見ていきましょう。
あで財産権の枠組みはさっきの職業の自由と基本的に一緒です。ちょっと違うところは判例は職業の自由と途中まで一緒で、規制の目的と権利の内容性質とそれから制限の程度、そこ見て、まあ、厳格度決めてるんですけど、職業の自由のところと違って日本の最高裁は29条の適合性を見るときに、ね、二次規範を立てないんですよ。だから薬事法みたいな厳格の合理性の基準とか小売り場事件みたいな明白の原則みたいなのは立てずに直で3つの考慮素から当てはめしたんですよね。だけどこれはね、まあ、理論的に別に矛盾しないって言われてます。その職業の自由のところとね、同じ、まあ、経済の自由という範疇に入っちゃうので、学説の方ではね、まあ、結局判例は、まあ、二次規範を明示はしてないんだけど、案にそれは意識してるんじゃないかっていうふうな、まあ、分析されてるので、これ全部矢島の促進部講座で教えてますからね。あと基本知識のところ全部貼ってあるから、矢島の促進部講座ね。だから、まあ、そういったその考え方を踏まえるんだったら二次規範を立てた方が、まあ、分かりやすい文章になりますよね。正直この3つの考慮素から直で当てはめしたらね、結構文章ごちゃごちゃするから、読み手にね、皆さんが思ってることを伝えるの難しいですよ。それで二次規範立てると明確に皆さんが言いたいことをね、どういうところを着目してこうやって厳しく審査してるのか、あるいはどういうところを着目してこんな緩やかに審査してるのかってことが伝わりやすいので、点数もらいやすいって話なんですよね、受験対策上ね。まあ、そういうことで3つの考慮素を立てた後に、まあ、さっきの職業の自由のところと同じようにですね、二次規範を立てることをお勧めします。じゃあ今日はもうこれがポイント、これが分かってくれればもういいです。じゃああとはね、回答例を簡単に確認して終わりにします。48ページ見てください。48ページロング版、これは時間関係なしにほら1回目の復習の時にまあ活用するやつですよ。もう基本知識をと問題文を踏まえても徹底的にやるって話ね。でショート版が、このちょっとページめくった後54ページこれ自分が矢島ゼミの時に手書き、受験生と一緒に机並べて手書きしたやつのやつをワード化したやつでね、まあ、時間が随分少なくて随分雑になっちゃって、かなりこれ反省点だらけでね、本当は恥ずかしくて出したくないんだけど、でもまあいつも言ってる通り満点取んなくても受かるからね。反省点だらけの答案でさ、反省点は書いてきました。55ページの下のところでね、回答例の反省点ってね、まあこれ以外にもあるんだけどさ、まあでもまあ満点取んなくても受かりますからね。まあ自分も恥かきながら受験生と一緒に答案書いてますから、まあ皆さんもねゼミに出なくても構わないから、手書きで答案書くっていうのはすごい大事ですよ。やっぱりね、時間計って書くっていうのはすごい大事だと思います。じゃあ今日はね、54ページのこの雑なやつでいきましょう。時間の関係で1回目の復習するときはね、自分で基本知識ちゃんと理解して、でちゃんとね、時間無制限で紙無制限で考えて、でその時は長い回答例1回参考にしてもらえれば、まあ、いいんじゃないかと思うんですけどね。今日はこちらの短い方でいきます。めちゃくちゃ雑だから線引いて覚えちゃ絶対ダメね。だから一切線引かなかったから、ここのところね、こんな覚えたら変な方向行っちゃうかもしれないから、まあ、そこで54ページ縦1、まず今回ね、甲さんの農家さんの主張ね、これ違憲っていう主張からいきます。第2に答えるためにね、設問の形式から。そこで各1、条例丸102は一定量を超える X の廃棄を強制する点で、甲が X を保有したり売却したりして利益を得る事業を制約していると。で、これまずほら利益の制約で、これの憲法上の位置づけが次の段落。 X は特産品として財産的価値があるものであることを考慮すると、上記事由は財産権として憲法29条1項で保障されるということね。財産権の定義は基本知識のところで黒丸つけてますから、促進部と講座のテキストから抜粋してね、本当はそこちゃんと理解して今回のこの農作物を保有する利益っていうのがじゃあそこに当たるのかってちゃんと考えないといけないんだけどね、まあ、この短いバージョンは適当にやってますから、こんな雑な感じね。さてで今度カッコ2で、ちょっとね、さすがに雑でもね、判例ぐらい踏まえないと、合格はできないだろうなって、ね、思ってるん で現に出題の紙にやっぱ判例書いてあったんですよ。でその判例踏まえられる論述を私がゼミの時に書いて受験生にコピーして配るわけにいかないからね、どうだみたいな見せて、合格できないのとは出しちゃまずいから、ちゃんと判例踏まえる論述を、ね、入れようと意識してます。ここが意識したところね。でカッコ2、判例は財産権は社会的政策的な理由から規制を受けやすいが、その規制には種々のものがあるので、財産権に対する制約が憲法29条2項の公共の不信による制限として正当化されるかは、1項の話はカッコ1でね、この制約のところはもう判例の通り2項しか書かなかったのね。これからこの点まず雑になってますから。で2項の公共の不信による制限として正当化されるかは、はい、着眼点3点、規制の目的、財産権のまあ性質ね、まあ、本当は内容性質で書いた方がよかったんでしょうけど、まあ、財産権の性質、それから制限の制度ね、まあ、これを比較考慮して、まあ、決するとの立場で、これらは基準の厳格度に影響を与える要素というので、まあ、判例の立場は妥当ということで、まあ、私はこの判例に乗ってきますよという意思を示しました、ここのところでね。でこれで判例踏まえた論述ができますから。で本問では特産品として価値が高い X を保有する要請が高い利益が、まあ、一定量のは、これ今違憲の主張するんでね、今の考慮要素3つをね、X に有利に評価してあげます。なんで要法性が高い利益が一定量の超過分を廃棄するという非常に厳しい、まあ、制限がされている。そこで規制が憲法に適合するかは目的が重要な利益を確保するためのもの で手段 LRA 審査ね、だから要は中間審査基準です。経済的自由の制約の審査をする中で一番厳しい基準だから中間審査基準ね、まあ、そういう感じです。まあ、二重の基準があるからね、さすがに本当の意味での厳格審査基準はちょっと立てられないからね、まあ、その中でも可能な範囲で厳しい基準を立ててます。で括弧3、
本も見ると、ブランドの価値は生産者の実力を引き上げるべきものと言えるので、生産者保護という目的は擁護性が高い X を保有し、売却して利益を得る自由を制約するに値するほど重要な利益とは言えない。これ一生懸命意見の主張しないといけないから、その点結構難しいんだよね。まあでもそれに説得的に書いていかないといけないからね。まあ従って本門条例丸1には目的において意見だと。一応手段審査にも点数ついてるはずなんで、仮にじゃあ目的合憲だとしてもってことでね、手段審査も入れて意見だって主張していきます。配点されてると思うから、目的審査と手段審査のところそれぞれね。試験って実務と違って無駄なこと聞いてくるんですよ。それぞれの重要な項目のところにこう点数振ってくるから、まあ、こんな感じでね、憲法でさすがに手段審査に点数振ってないわけないんですよ。なんで、まあ、仮に目的合憲としてもね、まあ、こうだみたいな感じでやっていきます。で例えばこうのように、カッコさんの2段落目の1行目、例えばこうのように X の生産を事前調整できるものもいるので、目的達成のためには X を廃棄させる必要はなく、目的達成手段として事前調整の措置を規定すれば足りると。まあ、従って手段においても意見だということね。すいませんね、これちょっと事案よくわかんない人はすいませんけど、後で事案分析してやってください。あとね、長いバージョンの方にちゃんと、あと答案構成のところにちゃんと書いてあるんだけど、このカッコさんの2段落目の1行目のこうのようにっていうこの表現すごくポイントで、これ法令意見の審査なんですよ。で具体的なこうを挙げちゃうと、これ処分意見の当てはめになっちゃってダメなんですね。処分意見の事案というのは最終的な具体的な司法事実を、当てはめに使っていってね、で起案定立段階はそれを意識的にちょっと抽象化するんですけど、で逆に言うと法令意見でその個別的な事情って一切使えないので、こうのようにって形で話を一般化してます。で今これ喋ったことは安心してください。結構丁寧に書いておいたから、さっき答案構成のところか長いバージョンのところどっちか書いておいたから、もしかしたらちょっと心配で両方書いちゃったかもしれないけどね、今喋ったことは全部書いてありますから心配しないでください。とにかく法令意見の処理をするときにね、個別具体的な事情を使っちゃいけないのね。それは処分意見の時の当てはめの時にやることですから。でこれも心配ないです。徐々に慣れていきます。この事業4回聞いていくと、まあ、いろんな事案に接することがあるので、まあ、こういう時はこういう事実が使えて使えなくてね、それが分かってくるはずですので、まあ、心配しないでください。今日1回目だからね、結構難しい話を私してると思いますよ。だからまあ大変なんですよ今日の授業は。1回目はね、これからが勝負ですから、2回目以降がね。さてじゃあそこで55ページです。縦に反論と対立点ってことでね、ここで争点設定します。はい、皆さんに問題です。これ何対立点に立てますかね。私厳格な合理性の基準立てたからね、まあ基準のところかな。あんまりほら時間なくてさ、まあなんか1個争点絞っていくってなったらさ、まあね、公権力側の方からなんとか明白の原則立てていくみたいな、まあ、そこのところがいいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。問題です、うん、これはなんか半分ぐらいの方から支持を得られたような感じがするんで、まあお任せしますんでね。どこに対立点設定するかもいろんなところが考えられると思うんでね、書いておきましたから。対立点の設定もね、これ別にここだけじゃないよって話でね、書いてありますけど、まあ、今回は判断枠組みの厳格度のところをやっていきます。まあ、そこで縦に、反論と対立点ということで、本件条例丸1には X のブランド価値を維持して X の生産者を保護するという積極目的規制であると。こうした目的では立法裁量がとても広いため、規制の憲法適合性は規制が著しく動いてあることが明白と言えるかには判断すべきと。これ思いっきり二分論前提にしてますけどね、まあ、今時こんな立場取ってる人いるのかって話なんだけどね、まあ、これ二分論前提ですよ。で本も見ると、まあ、本件条例丸1により X の生産量調整されれば、まあ、ブランド価値が維持され、引いてはね、すべての生産者の利益になるため、規制は著しく不合理であることが明白とは言えないってことでね。まあ、で、これらは合憲ってことね。ここはまあ、いろいろ回路の余地があるところだと思うね。自分は本当これでいいとは思ってませんから。まあ、ここは皆さん自分で考えてください。まあ、いずれにしろ、最後、縦2の最後の段落だけど、以上が河野市長に対する反論であるところ、主な対立点は、今回審査基準の厳格度にしました。で、ここどこに設定するか皆さん次第ですから、もちろん基本知識踏まえてね、この事案でどこを設定するのが妥当なのかって話になりますね。で、あとはだから自分の見解、一応厳格な合理性の基準と明白の原則出てきましたから、まあこれどうするかって、一応、まあそれぞれほら根拠があるでしょ。で悩みが出てきますよ。これ本当どっちがいいのかってところね。で、そこで、縦3括弧1、 X の生産者を保護するためね、確かにこれ積極目的なんだよね。まあ、X の生産者保護のため本件条例を制定することは、まあ、公権力が経済政策上積極的な施策に出ることを意味するためね、本件条例丸1には規制目的、積極目的だと。でその積極目的は政策判断が特に要求されるので、立法裁量はとても広い。まあ、この点強調すると、まあ、反論にあるね、まあ、判断枠組みは妥当するんじゃないでしょうか。まあ、しかし、判例は、まあ、規制の目的だけで基準の厳格度を決めておらず、でこれは森林法違憲判決が参考になると思います。まあ、確かに目的だけで決めてないからね。まあ、審理法違憲判決からも分かるように、審理の経営安定を図るという積極目的のような規制でも、まあ、制限の程度が強いときはね、河野市長にある枠組みによりね、まあ、厳格な合理性の基準に、枠組みによりね、まあ、審査した方がいいんじゃないかみたいなね。まあ、二次権は明示してないんで、厳格な合理性の基準明示はしてないんだけど、それで当てはめをしたっていうふうに理解はされてますね、学説の方からはね。で括弧に本文では、こうのように事前に、あとこれもやっぱこうのようにってことだね。あ、でそれ書いておいたわ、このメモのところ書いておいた回答例の反省点、
あ、ごめんなさい、これでもこうのようにの意味は書いてないね。こうのようにの意味ってのはやっぱあの手前のところでさっき書いておきましたんでね、でそこですみません、括弧のところ、本文ではこうのように事前に生産調整ができるものが存在するのにそれができないものとして廃棄命令を命ずるものであるため規制の程度は非常に強い、まあ、こうした規制の、憲法29条2項適合性ね、公共の福祉に適合するかどうかね、2項の公共の福祉に適合するかは、まあ、こうのようにやっぱ厳格にいこうということ でそしてで本文ではでここで中で反省点、あのこれ本当にテンパっちゃってね、最後もう時間ないっつってね、あのもうめちゃくちゃな、まあ、走りなんかつもう 殴ったような、ね、書き殴ったような答案作って受験生に配っちゃったんだけど、ここ本当は時間があったら、ね、この中にあることを入れたかったんですよ。本文ではで中この下見てください、このメモのね、この鍵括弧の中ね、本文ではこうのように天候に左右されないで高品質の X を一定量生産できるものがいることから、これを入れたかったんだよね。でも最後ちょっと時間が足んなかった、長いバージョンの方入ってますから、あのちゃんとねしっかりね、まあ、そういうことで、で中のところ戻ります。そしてのね段落、まあ、括弧中で、まあ、事前の生産調整によっても X のブランド価値が維持でき、これにより X の生産者も保護できる、したがってより緩やかな手段により目的を十分達成できるんだから、まあ意見っていう、ね、感じで、まあ、やりすぎよってことでね、 LRA 審査するとまあこんな感じになってくるんですけどね。というすいません、ちょっと事案の内容の把握が不十分なままの方が多かったと思うんですけど、すいませんでした、ちょっと雑な説明をしてしまいましてね、まあ、あのぜひあのここで、この問題で学んでほしいのは、財産権が取材されたときにその枠組みの設定の仕方なんですよ。で一応判例はその職業の自由のところの途中のところまでと一緒で、規制の目的と権利の内容性質と制限の程度、そこのところからその審査あの厳密度をまあ決めてますね。で職業の自由と違うところは二次規範を立ててないっていうところなんだけど、論文対策上は二次規範をまあ職業の自由のところと同じように立てた方がいいんじゃないですかということで、これ全部矢島の促進プト講座であのお話をしてますの でこの基本知識の項目のところにあのつけてますので、まだそこのところの勉強不十分な方は基本知識のところも含めてね復習をしていただければというふうに思いますね。じゃあそんな感じで第1回目の講義終わりにします。復習の仕方守ってね頑張ってください。